私本太平記。剣務落書き上、吉川英治。天下達。いわば五月は革命好きだった。記すべきことがあまりに多い。で、鎌倉をしばらく置く。そして、ここは、まだ天下混沌といっていいところだが、駅と天の一方からは、理想の到達に誇った外貨の足音が近づいてきつつあった。都門観光の五醍醐の竜がであった。路地の日誌によれば、先に、 高木の千畳山を建たれた帝のようこし、腰は、日を重ねて、二十七日、播磨の諸社山まで五着。明くる二十八日は、北家山へ行幸され、あとは一路急いで、月の末三十日、兵庫の福建寺に着き、ここで、中遂たちはご休息あったとある。しかし、それは、ただ、単なるお泊りだけのものではない。新田義貞からの早打ち鎌倉大将の上総文を携えた旧氏、長井六郎、大和田小四郎の二人は、 福原、神戸の道で、ロボの列に返し、思わず、区部の前列へ走り寄って、これは、東国の新田小太郎義貞より使わせられた旧詩のものです。一刻も早く、荘門二戸の襲名により、急ぎ登って参りました。ロボをながらご自社まで、と、大声で言ってぬかづき、千駆から後列の苦行たちまでを、びっくりさせた。とりあえず、福源寺に入り、帝城の西から、正式に、 神殿の羽所、軍の急便の法廷を受けた。そして、九行は、これをすぐ、鋭乱に入れたのだった。間もなく、巨座の辺りから、ご気悦と感動に振るうお声が漏れ、それは、すぐ九部の全員にも、狂気の渦を呼び起こした。刹那復元寺の内外は、湧き返るような歓声また歓声だった。鎌倉は陥ちいちた。高時も自害とあれば、今は六原もなし、東国の府も滅び、全北条は、 力消えたしかも、観光のごと状に、この吉報が届くとは。去年の3月には、帝の置き御でを、ひとみなここでお見送りして悲しんだものだが。口々の興奮はやまず、とよめきはいつまで冷めなかった。また、後醍醐のお胸も、これに表現されていたと言えよう。こうも早く鎌倉が陥ちいちるとは、まだまだ予期されていなかったことである。廃所の一年よ、沖き出の苦難、思い出は突き上げて、 本まぶたはふと暑かったに違いない。すぐ三位の極連師も、これを聞くやい、なおそばへ来ていた。また、同日。赤松英心不死四人が、勢い五百0機で、邦芸のお供にと、復元寺へ参考してきた。堀下のことである。龍眼分けて麗しく。かかる日に返し得たのは、一重えに、何時らの抽選の功による。いずれ、恩賞は望みに任すぞよ。と、朗々としたお言葉。少子へも、 賜物種があった。この晩、誰にもまして、もてはやされたのは、神殿の使者の二人だった。野営の庭では、区部の少子から、酒攻めの果て、胴上げされんばかりな騒ぎ。これさえほほえましくお聞きあるのか、ミスのあたりのお叱りもない。そして、敬明早くも、いよいよ、都入りのお支度に忙しかった。観光の道々は、放棄以来、ここまでも、大変な劣後だった。頭の大夫、雪さと、 影湯の時間見積三森は遺憾姿で馬上。他の苦行官人は皆、騎馬獣医、軍曹でぐ部に着いた。いつもの守護、縁屋砲眼高さだも国元兵を連れて、全区の役を務めている。朝山太郎は五百騎で御陣に従い、金持大和の神は錦の旗を奉仕し、また、宝木森縄長年は、大剣の役。と言って、首上のすぐそばに騎馬を打たせ。途上、万一でもあらば。 敬語のを配っていくこれは名誉第一の役目らしい。雨し、道を新め。風白、塵を笑いふ。と、古典の形容も課題ではなかった。由来、沿道の構想に、異議やキラを尊ぶ風は、古い王朝ほど薄く、時代が下がり、乱に乱を重ね、世間のまぶたが、権力のまばゆさを覚えてくるほど、それは、物々ものしい古実を積んで、人心集乱の演出を、庶民の中に凝らしてみせた。まして、 今日はだつい1年前には囚人腰で隠岐の島へ送られた道をこの観光となったことこの日6月2日には赤松延伸の五百機もお供に加わったからその行列は復元寺の門を出るまでも随分時間を要したであろう大納言の曲3位の曲連士など沖子の方の妃たちもお連れなのである連士は昨夜来こういう時にこそ帰って一時のお疲れが。 ドットで,ぬでもありませぬなるべく、朝は、朝鈴の間に、お道を進め、今日も早とて、お急ぎなく。と、それのみでなく、細かいご注意を進めていた。そのいそいそしさ、良人の晴れの日を見た壮行の妻の風がある。中追たちの五刀流の間に、三毛子もこれでは、お定観も、真新しいのに。と、お見回りから、乗車の指図まで、雪房を通じて、一切の切り盛りしていた彼女は、当然、 自身のキサキシャやら見装いにも、最新の装いを忘れなかった。それだけを見れば、あたかも、彼女自身の凱旋を、彼女がときめいているようだった。あるいは、こういう日の誇らしさに酔うことは、4人の方が数倍かもしれなかった。何せい、今朝のあの連死が、軍票監視の中を、車ミスのうちに隠れた姿には、もう、島やつれの影もなかった。腰は捨て、帝も、キサキたちも、ここからは牛舎となられたわけである。 そして、朝霧も、またほの白いうち、兵庫を離れてきた時だった。前区の縁屋方眼が、駒を返してきて、頭のとの、頭のとの、と、雪さへ告げていた。ただいま、行く手の先に、河内の楠の北門門兵衛正成が、家の頃老人を連れ、お迎えにと、これへはせさ参じて参りました。御人に加えましょうか、そのまま、先を打たせて進ませましょうか。すると、雪房の答えも、その騒音も待たず、 三社のうちで、五代五のお声がした。何河内の正重がこれまで来たとか。車を止めい。そして、まずは、正重一人に、ここへと申せ。正重は、西宮へ、今朝着いたばかりであった。何は置いても、と急遽参考したのであろう。千早の老城半年用の囲みが解け、市中につを得たのも、つい20日前のことでしかない。だから、広重の凱旋のロボをお迎えにと、これへ来ても。 正重はじめ、弟の正末、一族すべて、特別、身にかさる、きらな鎧立ちや構想などは持ち合わせていなかった。しころのボロを縫い、具足の破れをつくろい、ただ肌着を清めてきただけの姿なのだ。古典によれば、正重七千期にて三考、その税、ことによししくぞ見えたりとあるが、彼自身も以下の兵も、皆みじめなみなりで、しかも、その大半が、まだ気が戦場からよみがえったばかりの顔色の悪いものやら、負傷者であったはずである。 おめしぞ。との伝令で、彼は歩いて、一人、三者立ての方へ導かれていったが、気がつくものがあれば、正成自身も少し箱を引き、その頬肉のそげも、他の諸大将の火でないやつれ方と思われたに違いない。だが、収目はそう取らず、かえって別な思いをしたかもしれないのだ。これが、百七十日、敵数万の包囲の中で、千早の古類を支えてきたあの大将かと、その風采屋たち装いのみすぼらしさに。 と警部に似た案外な様子を露骨に漂わせた人々もなくはなかった。本前に、正成は言って、御者の長いの下に座り、血へつけた両肘と平行に頭を低く垂れていた。くすの木か。と、五醍醐は、御者のすだれを掲げ、乗り出すように下を見て。やれ、兵衛へ、よく見えたの。思えばまた、よくも再会しえたものよな。はっ。笠木以来か。は、そうだったな。 よいにござりまする。坊として、遠い昔のようだし、つい昨日のようでもある。正成は、ご感激に応えて、何か言上せねばと思い、また、お喜びを述べるべきだとも知っていたが、何も口に出なかった。河内の片隅にある一度号に杉沼が、伝送も経ず、じきじきなお答えなどはどうだろうか。そんなためらいも混じっている間に、五大醐の方は、あふれる感激のままに、栄涼はすなく吐いて。兵衛。 その方の終始変わらない忠誠は忘れはおかぬぞ。その方なくば、今日の観光は見ることもできなかったろう。開店の号も夢に終わっていたかもしれぬ。正成の顔が、血を濡らしている風だった。その破れ星が、震えて見えた。五代醐は、教師のまま、ここで、彼へも、他の武将並みによくおっしゃっしゃることを、おっしゃっしゃった。いずれ、恩賞は望みに任すぞ。沙汰を待てと。次に、 区部の苦境へ向かって、氷への勢いは、列の先に立たせ、都入りの前陣を務めさすがよい。とも直命された。正重は、面目を施した。恩賞そのことよりも、彼には、その直命がありがたかった。千早や百日の苦闘も、今一瞬に報われた思いがしていた。西宮から先、ロゴは、正重以下の機内の平数線が、ロがらいして進み、6月5日の夕、当時についた。 ここでお待ちしていた落内軍には、戦士の中将忠明があり、足利高氏、弟直義も見えている。中でも一度きわめについたのは、佐々木道与の木ぼろ組の微々しさだった。彼も、急遽、大近江からこれに返して、足利と共に、力を強制、六原攻略の対抗をしとげし者。とたたえ、また、高氏もそれを昇用して、ともども、広重の御車迎えに来ていたのだった。あの、道与か。 五大五のご記憶にも、彼の特有な人間衆が、忘れえぬものとして終わりらしく、越見の庭、夜の賜物種にも、投与は加えられていた。何しろ、これまでは、いわゆる大覚寺密流の五大五型の苦行と言われて、筆足していた苦行腹も、皆、旧遺憾を新たにつけて、どこからともなく、続々ここに参集していた。よく言う、蛇、穴を譲る、の趣にも似て、前の摂政の関白田上大臣から、 左右のこの絵の大将、大納言、八者の苦行、七弁の交換、五位、六位のクロード、諸子の宮人までが群がり寄ってきたのである。まことに未一というものか。はた、浅ましい人心というべきか。とにかく、世帯一変の感がある。明ぇくれば、六月六日。当時から二条理代理までの行列は、騒動を極めていた。マスカガミは、その壮大な列を映して、先人は、 二条富の高知の代理につかせ急日濡れど、五人の兵どもは、なお、当時の門を離れずとも聞こえし。と、言っている。また、この日の、体験の役。は、名は長年に代わって、千草忠明が務めた。公家にして実践も経てきた忠明にすれば、今日の広知れに、この名誉第一の役を、他の一部審などに委ねてはおけない気概だったものだろう。そして、法蓮、御車のすぐ後に続くこの絵の議場には、 足利隆氏直義の兄弟が当たり、さらに、赤松縁信の千余期土井徳能の二千、結城、長沼、遠野勢などの数千木が、果てなくお供に従って、遠道は、数万の見物が押し合いへし合い、その生還と、落ち中の人では、古今未曽有なものであったと言われた。時、まだ非常の中なればとて、路地の構想、行列の儀式、前々の輪行ととがえつて、百氏の守衛、 全て厳重を極めたり、つまりは、朝さぎにして、また軍国的でもあったことか。とにかく、万歳の声湧くばかりなうちに、観光の誇りは、やがて、二条五所の大理深くに沈まった。ところが、ここに、はてと、諸人を怪しませていたことがある。当然、率先して、ふ君のこの観光をお迎えに出ていなければならないはずの王党の宮が、市議山の毘沙門堂から降りても来ないことだった。 平和は回った。市は開かれ、諸国の商人もどっと入ってきて、まんこのにぎわいに。やれやれ、やっと、日の目が見られた。と、その日暮らしの貧者までが、心の底から涙していた。無条件に、ただ平和だけが、彼らの待っていたものだったのだ。それほどないまなのに。なぜか、この平和に、不服らしいお人がいる。王道の宮森吉親王のご態度である。それは、誰にもほぐせないものに見えた。 市議山といえば、つい落外においでなのに。どうして、宮だけは、観光の日にもお見えあらず、以後も、山から降りてこられぬのか人々の島奥足は、一日増しに高まっていた。ここ数年、ご夫婦は遠く別れあって、流離観難、ただ、今日のために戦ってこられたものであろうに、なぜ、何は置いても、お顔だけでも、と、父スメラギのもとへ走ってはこられぬのか。それが、 人のこの当たり前な姿だろうに、何がそこまで見直してかたくなにしているものか。これは、五大悟にとっては、ご気楽ごまず第一の、お胸の使いだったに相違ない。というよりも、ご心中穏やかならぬものさえあろう。なぜならば、市議参毘沙門堂の人所では、以前無視を募り、軍の装備も解かず、千気列列であると一般に言われているからだった。何が不服五大悟にも、このスネシンは、お分かりにならぬらしい。 それだけでなく、帝には、当面の政務も山ほどある。いや、理想の天皇神聖が始めらるべき第一歩の今なのだ。すでに、直命して、先の皇后院の朝を廃す。また、先の朝に手歌唱せし正義の年号破停止する。などの発布は済ましておられたが、なお差し当たって、楠木正重名は長年、足利隆氏、新田義貞、赤松延伸、千草忠,忠明、北畠近房。 とうとう、あまたな苦行武士らの主君者に対しては、それの論功交渉も、目前の懸案として、早速、交付の運びをつけねばならない。まさに、あれやこれの、最中なのである。ご僧侶も一倍だった。ついに、右大便の最小清忠を召されて、使いに行け。と、命ぜられた。市議さんの宮の陣営である。お言葉は、こうだった。天下騒乱の間こそ、宮も連続して、方位を鎧に変え、 三軍の間に立つようなことも、せひな指であったが、今や北条氏も倒れ、世間、正筆となった上は、その必要もない。また、元のごとく、天髪の姿に帰り、門跡の位置に収まることが望ましい。さように見へ、え、進め申せ。清忠は、御事のりをかしこんで、早速、市議山へ登って行き、親しく、王党の宮にへして、お胸通りを、伝え上げた。すると、宮は、わっははは。 青ぐがごとく、大きく笑った。なんと、この森永え、頭を、丸めて坊主になれとの仰せというか、そしてまた、なんとなったら、またぞろ髪を伸ばせばよいとの、お沙汰であるか元から、内楽で、合法な宮ではあった。だが、それに輪をかけたおかわりように、最小の清忠は、肝を強めた。が、巫事のりのお使いである。あくまで、慎んで、これは、おたわむれを、 戯れではない。では、ご徳心遊ばしましたとご報道を申し上げてもおよろしゅうございますな清忠はカツオはどこに耳を持っているのだ誰が再び坊主に帰るなどということを承知したかはいよく聞けこの森永が元続して武士に漢歌を取ったのは勇気ではないのだぞその方らにも父のスメラギにも一向わけのわからんところがある 仰せられますのは。なるほど、北条は滅んだ。しかし、もう、次の北条が出来かけている。否お言葉を、キーに響くのか。こんな当然な言が、観光、神聖、そんな祭り騒ぎに万人をうているようこそ心もとない。くれぐれ、森永が嘆いておりましたと、父の帝へ、聞こえあげい。では、再び社門へ帰るお心は、ない。王道の宮は、 二度言うなと、叱るような語尾を切って。老後は知らず、今においては、せっかく蓄えたこの黒髪を、あたら再び剃る気はない。と、ばかりでは、栄漁に立てつくマロの意固地のように取られませんが、よう思うためだ。また、ここまで勝ち取ってきたご理想の具現を深く憂えるからだ。もう、次の高時が楽中におごっておる。第二の高時、第三の高時、総じて、不定なる仮面の敵を、中罰しきらぬうちは、 この市議さん毘沙門堂の軍は滅多に解くわけにはゆかぬ。それは、その、誰を指しての、お行き通りでございますか。高氏よ。え六原一層の後、己六原武奉行と唱え、未教書などを震え出し、数々の越見、目に余るものがある。その足利こそ油断ならぬものだ。しかるに、帝は、その高氏を、早速、地武教の官に挙げられ、弟直義雄も、さま頭に任じておられる。 まるで、もう新しい球門へ、先に写真を入れているようなものよ。愚かさ、物騒さ、見てはいられようか。清ヨだ、マロの顔を見て、何を呆れ、何を顔ののく。とまれ、マロは坊主にもならん、軍もとかん。お答えは、これだけぞ。ボ門の最小清ヨだは、ソーを下山していったが、途中の腰のうちでも、逆病にかかったような、気だるい熱っぽさを持ち続けて帰った。この上まだ、 発戦再発のいぶりを思うなどは思うだけでもやりきれたものではない。さらには、こんなことを、いかに、王党の宮の御真意にせよ、そのまま尊重したものかどうか。彼は、大いに迷い悩んだが、嘘を作るわけにもゆかない。やがて、蓮華にありのまま服装していた。高氏を憎み、また、高氏の謁見を挙げて、彼こそは、第二の高時だ。と、言ったという王党の宮の断崖は、宮中を驚かせた。 言えないご困惑を見せたのは五代五だった。福井早々の政治はじめに、ゆゆしい難生涯を見たわけだし、しかも、その一投石は、我が子によってなされたのだ。当然な親心というものもある。ダゴンス清忠。ここに居合わす諸教も、同様に。と、清忠の覆名は、一切、固く公害を禁じられた。内々のご評議やら、また、これを、父のお立場から、儒業のあの蓮子にもおはかりに塗った結果か。 再度、黄門の清忠が、市議山の宮に越して、何は、あれ、こうしておいで遊ばしては、世間沙汰も面白からず、再び人心が揺れ出しては一大事です。と、切になだめ、高氏のことは、大せなくとも、主張にも、内々は、お含みのことでもありますれば。と、具体的な案をも出して、さまざま、宮の言い状を時にかかった。すなわち、王党の宮の総門復帰は、これを取り消し、そして、 宮が密かに望んでいた平和の剣、征夷大将軍の職に任じようというのであった。ならば。と、宮もやっと、その条件のもとに、これ以上、父のスメラギのお立場を、お困らせしても足かろうと、落内入りに同意を見せた。ご気象爽やかなところもある。交渉がなり、それでお胸も解けると、宮はからからとた笑うのであった。戦乱二年、吉野の奥から公家、十川と、三家に伏して、 高市竹原六郎の娘を妃とし、野氏や山伏のととも、膝組みになって、秘策を語らい、地震陣頭にも立ってきた宮である。もう、全く宮廷人の風ではない。猛獣使いではあっても、かつての御門関の宮ではなかった。その上、天下の武士は、宮の礼史によっても動いた。新田義貞はもちろん、正成すらも、指揮家の一将校と見ておられた。いわんや、足利ごとき者親である。なんの、 寝返り者が、と、別紙のお心すらなくはない。宮敷さんの諸将もまた口々に宮へおもねる。自然、この宮将軍のお耳には戦後の高氏の行動がいちいち人もなげなものに見えた。今折りして自分の上にも越え出ようとしている覇者と彼を注視していたのだった。例えば一事例だが九つの殿の法院義忠宮の国行の真信の下が焼け跡の支柱の土蔵から財宝を持ち出そうとして。 市中取締のかりのりがや武士に捕まったことがある。死者が行き、義忠が行き、何度となく、その釈放を足利方へ掛け合ったが、足利方では、がとして解いて返さず、しかも六条河原で皆首切りってしまったのだった。その上、いかに見せしめとはいえ、宮将軍内法の兵と、考察にまで講じしたので、殿の法院が起こったのはもちろん、宮も、その時は、実に嫌なお顔をした。それ以来、足利といえば、玄圧か。 というほど、なお興奮にもなり、ことはさまつだが、解けないしこりとなっていた。宮が、市議山を下って、いよいよ入落されたのは、6月13日。その下山の日の構想も宮らしかった。赤橋典助が、千余旗で、その前陣を承り、2番陣は、殿の法院、3番には、四条隆の五百騎4番には、中野院の田兵が、八百余旗を率い、宮の親衛隊には、特に屈強な性病五百人が、 全て町や金な等で2列にそろって進んでいった。思うに、それらは、かつての熊野山伏のいたずらだの、また、戸塚は、吉野以来の、木寺相模、矢田彦七、平賀三郎、長七郎、岡本三河坊といったような直参中の直参たちか。そして、王党の宮ご自身は、白い手毛と呼ぶ白馬にまたがり、赤字錦の二たれに、火落としの鎧置き、兵庫鎖の丸さやの太刀を吐き、手毛道の弓をお手に。 くくいの羽のそやをエビラに追っておられたという。いかにも、宮将軍らしいお好みだ。沿道には、マスカガミの筆者のような目撃者もいたことだろう。このいでたちの宮の姿は、よほど、都人氏の目をそば立てさせたことらしい。その栄誌を称えるとも怪しむともつかない、口たす耳、第三水準一の十四の九十四、木が、諸人の間に流れていた。えらいおかわりようじゃな。誠び木清秀のらを。まだお年も二十七。 天来座主であるよりは、やはり、馬上青春の方が、ご希少にかなっているのか。いや、お似合いでもある。あの、馬上凛々なお勇ましさのどこやらは。宮が過ぎると、後衛の軍には、千さ忠明が、一戦余きで、炎火の下を続いていった。かくて、その日、父スメラキ五代ごとのご対面は、遂げられた。これで、巷の島臆測も、一掃されていいはずである。一般の疑いも解けたはずだ。 ところが、実際には、かえって、逆な反応を示し出した。民衆はもう感じ取っているのである。彼らは、上層の機微など何も知らないし、論理的にことを考えるわけでもないが、本能的に、本源的な発生の法則を知る能力の持ち主だった。ここ六原の足利殿は、川の向かうで、死因としてご差らしゃるが、どうなろう宮将軍と。いや、難しいことになったぞ。平馬の剣とやらは、 宮のを手に収められたが、黙っていようか、一方で。それよ。足利殿の勢力がまさうち、あの一勢は、ぶち潰すとか宮の武士は言っている。夕べも、殿の法院の家来衆が、辻の小坂屋で行っておった。こんな間にも、二条の皇居は、日々入る吉報にのみ寄っていた。九州からの早馬は、五月の末、九州短大の北条秀時が、将に、大友の兵に攻められて、滅亡を遂げたと報じ。 長門丹大北条寺時下も同じ頃宮方軍の殲滅するところとなりその他北陸北越諸書の北条代表の部族も降伏あるいは家中で詩人視さるなど一方一方の称号が聞こえるごとにめでたい万歳と苦行ばは有頂天になって乾杯のどよめきを上げそして足元の不穏にはおおむね鷹をくくっていた吉佐田上京すまた犬神月か違う 違う。喧嘩らしい。ならば、ほぼ似たようなものじゃないか。いや、武者の喧嘩はキチがイ以上だ。そば末食うな。ぼつぼつ、小屋がけも見え出しているが、鎌倉は、以前広い少女の炎天だった。よしみに乏しい土地なので、清水の湧き出るところには、戦後、水茶屋なるものができ、天草で作ったところ天や、甘んを入れた甘露水などを売っていたが、それでは、金がにならないので、多くは、 怪しげな女が地酒を冷やして被いでいた。怖いもの見たさの人だかりは、さっきから、そこの軒場の日よけ棚を隔てて、ハエの群がりみたいに騒いでいたが、そのうちに、わっ、出てきた。抜くぞ。危ない。と、遠くへ逃げしりぞき、そのくせ、六月の日の直射も忘れ、なお、ことの成り行きに、やじ馬心理を沸かしていた。ドン。と、矢のうちの腰掛けから突き飛ばされたものだろう。不意に、ひま、 1>, 1人の軽武装した若侍が、軒先から泳ぎ出してきたと思うと、見事2つ3つ、地面を転がって、立ち上がった。やりおったな。と、踏み直って、家へとなると、続いて、道巻腕たちの武者2人が。おやったがどうした。今のごとき高原を拝作なら、うぐいすだに、吉貞の陣営所へ来て、拝作がいい。さあ、歩け歩け。と、軒場を離れ、さらに、若侍の方を。 も、一つ強く突こうとした。若い方は、肩をひねって、くそっと、反抗を研ぎ、俺は足利殿の家来だ。なんで、神殿の神所へなど惹かれようか。のみならず、よくも今は、恥ずかしめたな。当たり前だ。神殿の武士は、年も身分も上なのだろう。意識的な挑発かと見えるほど剛腕だった。この若造目が、たわごとまほどにしろ。昼酒くらって、足利川か五両の来んは、 まあ少しながら聞き捨ててもおこうが、鎌倉入りの大合戦は、ひとえに、若御領千頭王の三陣があったからこそ勝ったのだと抜かした増言だけは聞き捨てならん。まるで、我が神殿軍は、泣きかのごとくに、いやないとは言わぬ。ただ、神殿だけの軍港ではないと話していたのだ。もし、若御領の御旗が加わっていなければ、開八州から東北の武者までが、かほどまでには馳せ集まるまいと言ったのが、どうして悪い。黙れ、高々。 数百の小勢を連れ、鎌倉入りの途中で入ってきた、花垂れ御寮の陣借り者が、なんで、あの凄まじい激戦に寸行でもあったと言えるか。何、花垂れ御寮だと。まだ四つか五つの御領なら、そう申し上げてもよろしかろう。いわば、陣中の厄介者だ。それを阻却にもせず、足利御名台としておくのも、まったく、若殿義貞様のお情けだわ。うぬ、もう一度申してみろ。何を、今の悪垂れを。 若い方は、蒼白になった。確かに昼酒の木も見える。とかく民間の戦後人気といったようなものがまだ子供の足利家五領の方へのみ傾いて鎌倉入りの大戦がいかに新田軍一手の甲にあったかを庶民もよく知ってないようなのだ。そこで彼らはこの木とばかり周りに見える野じういも演説するような口調で足利家五領の周囲をまんばした挙句に不服か。 相手の若い進学をにらみつけ。だから歩けというのだ。その不服を聞いてやるから、うぐいす谷のご神所まで来いというのがわからんか。どうした、若造。足がすくんで動けぬのか。と、背をついた。そして、また、小月また小月に、若い方の体が、二十歩ほど前のめりに泳いだ刹那のことだった。奮んと、若い方が、身をよじり返して、何か一声吠えたと思うと、すでに一本は切られていた。 仰天して、抜き合わせた後の一人もまた抜く手をよぎっていたものか。うっ。と、相手の素早いたちにどこかをなぎられ。逃がすな。と、だけは聞こえたが、体は、主になって倒れていた。わっと、やじ馬は、誇りりを上げる。こんな喧嘩は毎日なのだ。だが、今のは、酒の上や女沙汰でなく、双方が主なを測ってやった喧嘩だけに深刻だった。たちまち、田室の武者が駆けつけ。 2人ををったた若い方を包囲した一方の軽武装した若侍は、まだ逃げもせず、血刀を下げて呆然と立っていたから、すぐ、神殿兵の怒りの中に押しもまれつつ、鶴岡の内へ拉致ちされていった。その日の夕である。義貞は、柱にもたれて、一人日暮らしの声に目を塞いでいた。ここのうぐいすだには日陰が早い。鶴岡の元神館屋敷そのままの栄所で、まだ、神殿の館というものを、他に新築しようとしてもいなかった。 いずれは、ここに腰を据えてもいられまい。彼の注意も、また、思考も、絶えず中央の権威力といったようなものに、惹かれていた。これは武士ほとんどの気持ちでもある。ここの焦土からは、何の軍港の褒章も得られはしない。恩賞として、土地の分け前をもらうのも、官位や職にありつくのも、すべて中央から出るものだった。高氏は、その都にいる。義貞は心安らかでいられなかった。ひたぶるな鎌倉攻めを戦って、 そして勝って、今、甲冑を白い三衣に脱ぎ替え、かやりがの糸に、かんなミを巻かれてみると、あだかも、血の酔いから覚めたような、むなしいものだけが心によどんでくるのだった。こうしている間に、尊氏にしてやられそうな、少女に駆られずにいられない。ふと、そのうちに、彼は、柱から背を離した。手の遠うちわで、買うなりを一つ払って、誰かおるか、すぐ、次の老口で。 しんべこれにおりますが。なんだ、ひのあの武者声は。ただいま、御射程も見に行かれましたが、何やら、ご家中の決起者がぶつぐとって、扇がやつへ仕返しに行くとか、や先から重ねせてくるとか、ただごとならぬ騒ぎのようにござりまする。吉貞は、怒って、そんなことをめたくらむやつは誰か、と、つぶやき。新兵べすぐ行って、沈まれと申せ。沈まらぬやつは、厳罰にする。と、先へ走らせ。 自身も、すぐ後から、武者ともの湧き立っている表門に近い注門の牢の端まで出て行った。そして、弟の脇屋義助を呼びつけ、昼の喧嘩のいきさつを聞き取っていたが、それが分かると、彼は、なおさら彼の神経質らしい反面を見せて、厳しく、門外の動揺へ、こう言わせた。仕返しに行くなどは、もってのほかだ。もっとも、こちらで捕らえた殺人の下手人を、足利家の方から、腕ずくで取り返しにでも来たのなら、 応戦もまた是非はない。しかし、噂ぐらいで、我から押し重ねせてはならん。構えて、ならんぞ。これで、やっと、夕の一と騒ぎも止み、かがりりも暑い夏の酔いになりかけていたが、下部の兵らは、以前警戒を研ぎ澄ましている風だった。もともと、神殿と足利とは、犬と猿だ。と世間も言っているほどだが、鎌倉入りの目標だけには、それが、完全な一つに動いてきた。けれど、 その目的を遂げ終わるやいな、勝者と勝者の中は、また、元の水と油の有利を早速見せ出していた。今日の貸し同士の喧嘩などは、ほんの一例でしかなく、その確執は、もっと遠い日からの、出元的なところにあった。例えば、昨今、足利型の指揮を極度に刺激した、こんな風雪などもある。スグルビのこと。義貞は、鶴岡若宮の拝殿の前で、敵方の首実験を行った。これは事実である。 だが問題はそれではない。それのついでに、神殿を打ち破って、宝物庫を調べたところ、錦の袋に入った一流の旗が出てきた。紛れなく、それは、源家の曽谷旗殿が、岩門と共に納めた旗らしく思われたが、あいにく、門は陵陵、二院足利の縄文であって、神殿家の中黒の門でなかった。で、彼は、不機嫌な色になって、かような古旗は、当家にとって用もなし、ここの宝物として、お国も、おかしなものだ。 首家へ捨てさせたとか、足の先で蹴ったとか、とにかく、そんな風文も一とごろ、足利方の死を憤らせていたのであった。だから、ややもすれば、婚姻のように、根底にあるその対立感情が、すぐ一触即発の危機をはらみ出すのであったが、幸い、その晩は何事もなく済んだ。そして翌朝のことだった。来たぞ。大鳥居の前にいた紹介の兵は、大声で、霊内の将へ知らせていた。 大木がやつの細川三兄弟が、三人うち揃って、これへ参る様子です。さては、昨日の抱えだな。人数は、いや少々の老頭だけで、別に隊は率いておりません。何のこった。それなら、刺して騒ぐこともないわ。立ち騒いで逆に笑われるな。吉貞は、奥でこれを聞き、座を設けて、勤めて平成に、三人が通されてくるのを待っていた。細川三兄弟の、その朝の吉貞訪問は、 一体何のためだったのか、うかがい知ることもできなかった。客員では、飛脚の観覧だけが聞かれて、終始、予想されていたような険しい空気はどこにもないのだ。その上、馬ともなると、まあ、よかろう。と、吉貞の方から引き止め、これで、しばらくお目にもかかれぬのだ。田もを分かつと申しては吹き詰めくが、当分はまずお別れ、陣中何もないが。と、主犯を出して、もてなすなどのありさまだったし、 カズシラが帰る際には、脇屋義助を読んで、昨日、神殿方の武士がらっしてきた喧嘩相手の若侍の身を、何も申さず、水に流して、お返し申せ。処分は細川殿に言いすべきだ。ととして、それすらも解き渡して返したのだった。しかし、あとは騒然となった。それを不満とする下部の少子の声である。分けて、脇屋義助は、昨友彼らをなだめていただけに、彼らの声に突き上げられる立場にもあったし、また、 兄のほぐせない態度には、いぶかり以上なムカつきをすら覚えて、兄じゃ。なんでと、すぐその後で、吉定へ詰め寄っていた。まるでヒゲではありませんか。なぜ足利方へ、あのようないや、ここは仕方がない。我慢のしどころだ。高氏の策に乗ってはなるまい。高氏の高氏は、この鎌倉に羽織りますまいが。さればこそだ。そちには、高氏の腹が読めぬと見える。 高氏にすれば、この義貞を、いつまでも鎌倉へ置いて、自身中央にある一折とし、すべての功を、己、一人の手に収めようとしている者にそういない。ですが、北条幕府にとどめを刺した神殿下の対抗は、世上隠れもありません。いくら、高氏が朝廷に策動しても、よもや、当家の軍港を、足利以下とは、注目がいたしますまい。いや、そうとばかりも楽観はしていられぬ。との近情やらまた。 党の宮のご消息などを伺っても、何か宮の恩情があったのですか殿の法院の一条がこれへ届いておる。それによれば、宮すらも、高氏の都における牽制ぶりには、油断ならずと仰せあって、今のうちに彼の頭を押さえておかねばなるまいと、深くご警戒なされておられるそうな。なるほど、それで、にわかに、ご上洛と、お考えが傾いたのでございましたか。まずはそうだ。 細川兄弟が見えたのをば在にな。相互が、この狭い土地にひしめき合うていては、紛糾沙汰を増すばかりゆえ、義貞は上洛いたす、と。そして、あとは、若御領が、吉名にここを収めたまえと、恩に着せて、申し告げてやったわけだ。でも、せっかくお手に入れた鎌倉を無座と捨てても。いや、今は、鎌倉などにいるときではない。次局の機微も、中央へ出てみなければわからぬし、恩賞の分配。 岩色ののなどもすべて中央で決まるのだ義助、ソチと船田の入道とで、早速、上洛の準備にかかれ、義貞の状況を、古典太平記が、明くる年の兼務元年としているのは間違いで、彼の出した上野の国戦や人間日時などから見ても、鎌倉占領後から、間もなく、同年秋には、はや、都へ出ていたことは確実と言ってよい。中原の鹿、それを追うううちは、もう東国ではなかったのである。また 朝廷を離れての領土の分配や任間もありえなかった。すでに、朝廷ではあまねく、今度の革命に軍港のあった宮方少子に向く、論考交渉の調査機関が開始されているとも彼は聞いている。そんな点も心を落ち着かせていなかったろうし、内々には王党の宮の勧めもあったかと思われぬこともない。いずれにしても義貞は、暗観と、暇を、鎌倉などにいて、うかうか過ごすべきではない。と考え、好んで、中央の家中へ。 身を投じていった。その後の鎌倉は、急に、平和も騒音も減っていた。自然、足利和歌五だけの鎌倉になり、何のことはない、結果的には、足利聖一種で鎌倉入りをしとけたような形となった。はははは。これはまた、うますぎる。こちらの思う壺すぎる。細川勝氏は、後で笑って。どこまでも、和歌音とはご運が強い。この東国に、きなかの根を張られたら、末、 始終目の上の小ともなる新田殿だと思っていたが、なんと、我から根も土も捨てて上洛召された。さても、戦のほかとなると、あれほどな優勝だが、先の見えないものではある。と、吉貞の器を表した。そして、直ちに、事のつぶさを、殿主君高氏の方へ、秘報していたが、ほどなく殿の方からも、急ぎの一条が、一宛に、送られてきた。意外な内容であった。 高子の消息が伝えられてきたのである。八方、探していた五代所の居所が、都から知れてきたのは、細川兄弟はじめ、木の御左衛門までが、びっくりしたのは無理もない。事情は、こうであった。高子と次女たちの四五人は、あの鎌倉陥落の前夜、木の小一丸の知らせで、北条盛時の戦死を知り、谷の隠れ穴から、山伝いに、六浦の方へさまよい出て、武州金沢の正明寺へ隠れていた。だが、そこも、 また、両軍の交戦場となり始めたので、商名寺の寺侍に付き添われ、船へ移って、カイロ、三河の一色村へ落ち延びていったのだった。三河足利島の流水は、すぐ、これを、高氏の方へ飛脚し、高子もまた、どうすべきか、身の処置を、両人の言いつけに待っていた。高氏は、どう考えたか。もちろん、彼も、妻の無事は、大いに喜んだところだろうが、さりとて、すぐ戸へ登れとは告げてやらなかった。 元の鎌倉へ帰れと明治、そして幼い身で鎌倉にいる子、千頭王のために、母としてそばにいてやるがよいとの返事を送っていた。また、ここへの書状には、それの知らせとともに、とのことは、一切心配に及ばぬ、ひたすら、千頭王の守護と、ひつの当居に心せよという意味のことが、高氏の命として、付け加えられていた。勝者の門。雨も程よく、土曜の照り込みも十分だったせいだろう、近年になく。 今年は稲の伸びがいいしかしまた、何十年ぶりの猛暑だとも言われており、新田義貞の上洛途上では、飲み水や食中たりで、少子のうちで腹を壊したものが多かった。やれついたか。今日が見える。あれが、鴨川か。飢餓の越後神殿島といい、僻地の東国武士などは、その大半以上が、都を見るのも初めてだった。だから、大阪山をへ、山品を越え、やがて、洛中の屋根が一度目に見え出すと。 物珍しげに、うだるような汗も忘れて、どよめきあった。少なくも、吉貞の連れて登った軍病は、四五千0基を下っていまい。生品明神の社前で、旗揚げ以来の行進は、すべて、旗元の左右に引き連れていたのである。そして、彼もまた、他の霊に習って、主上のご観光、並びに、ご神聖お祝い根性のために、という触れで、この状況をあえて進めてきたのであった。また、 一面、これを、新連軍の凱旋としている清いでもあった。木陰があるな。義貞は、馬を止め。旅の誇りりとこの汗まみれで、都の人中へ入るのもどうか。全軍へ休めと伝えろ。そして、彼も、涼しげなところに将棋を置かせ、脇屋や義助、船田の入道、堀口貞光、篠塚伊賀守などと、入落の手順について、何かと調子合わせていた。まず、手続きとして。 船田の入道は、吉貞の顔色を見ながら行った。このところ、諸国の部門も、続々入落中の吉ですが、武家の着党は、すべて一応、六原奉行へ届けてるおてとか、宿所ありなどの都合もありますれば、後藤家としても、ひとまずは、六原の足抱え、お届けの使いを先に走らせておいてはいかかと存じますが。すると、案の定、吉貞は、不快の色を見せて、何、おて 船田の顔を目で引いた。この義貞、そんな放棄は、ついぞ公文でも見たことはないぞ。いや、道中においては、しばしば、早馬や駅きの考察などが、高氏の名で掲げられてあるのを見受けたが、いつ、彼が、そのような職権を持ったのか。義貞は、とんと聞きを読んでもおらぬ。ギい、ごもっともではござりまする。なれど、六原奉行の未行書といえば、諸州に渡っておりますし、また入教の軍勢なども、 足利の証番をもらわねば、宿所割も得られぬそうでござりますで。たけはたけ。なんで吉貞が入居するのに、公私へ頭を下げて、証番などをもらわねばならぬのだ。肩払いたいわ。むしろ、高氏から来るがいい。この先通王の礼をも申すべきではないか。りはまあ、さようでも。いや、彼の証番など入らん。わしは、王党の宮ごじき,じきに宿所をいただく。そうだ、ひとまず。 千草殿の御元まで行こう。二丁の千草殿のとこまで参れところがう勢、手上げを下って粟田口の下まで来るとそこに待っていた一軍の武士がある高氏の名題として弟直義が六原から来ていたのであった直義は平服だった涼やかな仮ぬ姿で王大をたいてお久しぶりな定めしお疲れでと義貞の前へ来て何かと出迎えの地を述べた わざわざ。慌てて、吉貞も駒を降りた。ついさっき、旗本たちへ、ゴーゴを吐いた手前がある。いささか、ぎごちない応答だった。兄高氏が参るところでございましたが、と、直義の方は、にこやかに。あいにく、今日は、御用のため金利へ召されており、くれぐれ、よろしくと申しつかって参りました。鎌倉入りの目覚ましいお働きには、一同狂坦申し上げており、また、陣中では、 千頭王を引き立てたまわるなど、お礼の言葉もございませぬ。どこまで、行き届いた挨拶である。義貞も、これは、少し、自分の方が悪く取りすぎていたかと思った。いやいや、すべては、ただ同型の至りだ。高氏殿にも、随分お忙しかろうが、落ち着いたら、一度、ゆるりとお物語を交えたいの。兄もさように申しておりました。とりあえず、今日は、これへ。 ご宿所割りの証番だけを持参いたしましたが。お。船田の入道、江ず割りをいただいて、心得ておけ。では、いずれまた。直義は、六原へ。義貞の神馬は、三条の狩橋を西へ渡って、二条へ折れた。宿所の指定地は、二条烏丸の一環と、付近の寺院長屋などである。狭いとは見られたが、空地は広く、いくらでも、弊社や馬屋の建ましはきく。それに、 草中将忠明のいる二条梨の木とも近いので、義貞は、まずよかろう。と、予想を解いた。そして、大東の宮の御所へ、着郷の使いを立て、また、自身は、その言う、千種忠明の二条梨の木の陳を訪ねていった。そこは千種課題団の屋敷だが、義貞は、その広大さに、まず、目を見張った。随分戦争中に荒らされてもいたらしいが、わずかな間に、修理やら増築もして、庭の戦跡には、 カモの水まで引き入れてあるほどだったその上、近くには、馬場、弓野、的場、兵舎、馬屋なども用していて、常時、一軍隊の兵を指定に養っている風なのだ。やあ、神殿か。よう上洛って見えたの。その人は、風通しのよい一殿のすだれを任せて、ときめく苦行らしく、太陽に座っていた。川を隔てた東山一帯の水乱が、ひさしに迫るほどだった。座には、先に来ていた客がいて、 吉貞と顔を見合わせ。これは。と、互いに、奇遇の戸惑いを、ちょっと、笑顔のうちに溶かし合った。忠明は一人の方へ尋ねた。神殿とは、葬式なのか。はい。鎌倉では、幾度となく、よそながら。は,ははは。よそながらの程度なら、今を初対面とするがよい。これからはいずれも、長家の真吉貞であり、長家の真同世だからの。と、ただは、 先客の佐々木同与が返した杯をすぐ干して、吉貞の手へ回した。これは。と、受けた杯も下に。今日入落の新田吉貞にござりまする。朝廷向きの御儀には、一向不安内な,な武変者。よろしく所持共にお指図を。と、彼は、まず忠明を拝して、着凶の挨拶を先にした。忠明は、来落に。いや、心へ申した。昨日も、つくしから翔に、大友、菊池。 松浦などの党が上洛いたし、それらの武士の参拝に慌ただしくくれたばかり。明日はお当たりを伴って、下州結果に拝謁の儀を遂げさせましょう。何分とも、なお寿号、連氏にも、また、宮、王党の宮にも、この際ぜひ、お目通り願っておくがよろしかろう。は、お当たりは、鎌倉入りの宿営者、かつは、足利とも並ぶ立派なお家柄でもあることだ。朝廷としても、ごそ略に話されまい。 に任せられい。ひとえに。再度の礼をしてから、義貞は、初めて杯を含んだ。従来、ひそかには、帝の三とのりや、宮の霊子も賜ってはいたが、直接、宮廷人に近づくのは、これが初めての義貞だった。で、なんと言っても、どこか、固くなっていた。いや、彼だけでなく、先天的みたいに、武将は、朝廷人の前へ出ると、妙に皆弱くなる。鬼をもひしぐ豪の者も、 苦行からは、皆、その弱みを見透かされていた。そこへ行くと、折伏し、この座に居合わせた佐々木東洋は、とつれしていた。物質欲にはもろく、優越感には、浸りやすい苦境の弱点を、彼はよく見抜いており、いつの間にか、ここでも、さた忠明の懐の人となりすましている格好だった。ま、中将殿にも、地とを過ごしなされませ。それに、新田殿も、ここは、中将殿のご指定だ、そう固くらんでも、 と書斎なく、二人の間を取り成していた。そして、彼独自なされ事なども自由に吐いて、しかもさりげない、そんな雑談の中で、吉貞の人物を測ってみたり、また、忠明の口裏からは、政局の機微なども抜け目なく感じ取っている彼だった。もっとも、千種忠明と同与との関係は、他の武将連の日ではない。かつての、オキでンデの日には、佐々木同与がそのご創役だった。天皇、呪号、寺社の忠明などを送って、 出雲国までついていったことでもある。その道中では、彼は、ずいぶん、後醍醐にも儒業の連死にも、できるだけの好意をささげたつもりでいる。だから、今日の身をとなった影の功労者の一人であるとも、道与は自分を自負しているのだ。しかし、この晩は、吉貞という者が来て、終始、固くなっていたせいか、道与も、あまりいつものような死境は見せず、ほどなく、先に、サメ牛の屋敷へ帰っていった。彼が帰ると、 義貞もすぐじしかけてすべてこれらのものは私すべきでないと考えられますゆえ何とぞ孝へお納めおきをと鎌倉戦利品の数々を現状目録として差し出したまた千種忠明個人へは別な一目録が手土産として送られた大変な罪。一口に言えば金銀主玉と言ってしまえるが鎌倉幕府の滅亡による戦利品の種目と量は一部だけでも莫大だったに違いない 義貞が帰った後で、忠明は、その献上目録の数々に目を投じながら、さすがは、北条九代の府、と、凶嘆していた。ここ続々と入落中の凱旋軍も、すべて、から、手で入狂はしていない。必ず敵地から押収した戦利品の一部は、皇居へ献上し、また、宮廷人の養路へ、賄賂されている。が、義貞のもたらしたほどな財宝は、かつてなかった。それに、 忠明個人への土産としても、これまで彼の受けた、誰のどんな贈り物よりそれは、素晴らしかった。神殿は、律儀な男と見える。忠明は、すっかり惚れ込んだ風だった。高氏に比べて、その家柄も劣らず、人品もずっと立派だしなどと、彼は、義貞を、より高く値踏みしていた。開けると、約束通り義貞は、弟の脇屋義助を連れ、よろしく、お導きを。と、畜坂の門へ来ていた。 三代のためにである。すでに、忠明から宮中へは、吉貞着当の届けや、拝謁の手続きなどが取られてあった。しかし、まだ少々時刻は早いとあって、忠明は、二人を、二条の水亭に入れ、その承継の間に、ここだけの話だが、と、いろんな機微を、吉貞への、予備知識として漏らしてくれた。今、新政府では、その申請の第一着手に、閣僚の任命を見たばかりで、 が長通り、内大臣に、党員の金方、また、前参議の拷問の清忠や、大納言高房などを復職させて、関白、太政大臣などはおかすべて、天皇神聖の昔に復し、所持の姓は、皆天皇自らこれを取るという建前になっていた。そして、早速、記録書、雑訴決断書、侍所この絵軍などの機構を設け、恩賞の割り当てだの、国士制度の復活。 税制、債務の給などを進めることになっているが、まだ、それぞれ委員は人選中で、それらの機関が働き出すまでには至っていない。されば、良い気に、挙出頭あったものと言ってよい。もし鎌倉においでたら、恩賞に預かっても、それら数用の職に就くことはなかったろう。ぜひ、ご推挙申し上げる。忠明は、そんなことまで言ったりした。そして、やがて、彼と共に、二条富の工事の仮公挙へ参来した。 これは異例であった。多くの上洛武将は、六原から着党の証番を受け、日時の指示を待ってから単独で皆参大している。それを、吉貞は、高氏の扱いを受けずとして、あえて、この異例な拝越を遂げたのだった。しかし、私越は、上々の守備で、吉貞は、身に余る思いにくるまれ、さらに別な庭では、十護三位の連氏にも越した。そして、岐路、新千円の御所に、王党の宮を訪ねして、 そこではお酒を賜り、すべてこの一日は、彼の最良の日らしく見えた。落内は、今復興の物音で、一見、新政府の開幕は実に素晴らしい。書簡画から苦行武将の家々まで、不審をしていないところはなく、繊細で焼け落ちた五条大橋も、いつか、新橋の装いをなしかけている。義貞は、こうした物音の中に住み始めて、義助、ここの古建ても、このままにはしておかれんな。と、着氷後すぐ、 ス間の改築を考えていた。されば、船田の入道も、再確中のようですが、南西、大工や諸職の職人は、昨今、インパリだこだそうで。それは、弊社や武者長屋のことであろう。それも急ぐには急ぐが、この古建て自体を、早速、なんとか修理させい。心得ました。昨夜も佐々木同様の招きで、彼の鮫牛の屋敷へ行ってみたが、豪者、目覚ましいのに驚いた。もっとも、 常に彼の門上は、苦行大臣の車が見えるらしいが、我が家にしても、自然、将来は、情景たちとの往来も刺激くなること、これではいかにもひどすぎよう。間もなく、ここでも、大不審が始まった。事の船田の入道は、金に、糸目をつけなかった。世間沙汰でも、鎌倉攻めを果たした神殿家は、武家中第一の内服だろうという表だった。果たして、そんな隠し財宝があるか否かは知れないが、とにかく、 まだ、不審中の神殿下へも、しきりと苦行往来が見えだした。殿の法院義貴もよく見え、新政府の住職の者を連れてきたこともある。何しろ、戦後社会での大きな現象の一つは、恐ろしく臆面なしな社交であった。新政府の見せ開きとともに、その裏面における武家と苦行官人らの接触は、ほとんど日々夜々の荘園となり、目に見えぬ何かが取引されていた。言うまでもなく、今や、武家の関心は、 朝廷の決裁による戦後の論功交渉が自分らの上にどう割り当てられてくるだろうかにかかっている。また、新しい植生の座を指して、その領感に躍起となっているものは無数だった。そうじて、苦行僧も武士階級も、旧北条領の全国にわたる膨大な土地が自分も入れて、誰にどう分け与えられるのか、それの発表がないうちは落ち着きえない風であり、それの運動や領感の動きには、もちろん贈賄がつきものだった。甚だしきは、 天皇の十五三位の連子すらも、賄賂を好む方のお人であると、羊センの売り道などは、食商柄、確かな筋から耳に入れていた。本当かの吉貞は、早分で、粗相そそするな。と、彼の羊ぶりにも、その障害面の行き過ぎにも、注意を与えたほどだった。すると、船田の義政は、いや案外なもので、実は、手前も、よもや高級の御方まではと、差し控えておりましたが、 なんと、足利家の出事、河野、諸直のごときは、とうに、ご連中へ近づきをえて、受講の応えも、いとめでたいそうでございまするで。と、安に、自分の手腕も誇れかのように言って笑った。ついこのところ、公務の忙しさに取りまひれて、次来、ごふさた申してきた。積もるお話も、いろいろと溜まっている。お気軽に、今夕、お出かけくださるまいか。お待ち申し上げておる。甲 六原の高氏から招きがあって、義貞は、その言う、行かずはなるまい。月毛の背に、新しい蔵を受け。と、金次の瓜生たもつに、駒自宅を言いつけ、自身も、涼やかな子育て狩り犬を、勤めて途風に、着飾っていた。兄者、お一人ですか。む、高氏の招き文には、誰とご一緒にとも書いてない。さればと言って、万が一にも。まさか、そのようながいいではあるまい。 ソチや船場の入道は、すでに、公務の上で、六原へは、幾びとなく参っておるゆえ、今宵は、吉が一人を客に呼び、何か、高氏もくつろぎを見せたいつもりなのであろう。ともあれ、ご油断な器用に。友もなるべくは大勢を。と、脇や義助は言って、瓜生保つのほか、里見新兵衛、世良田兵庫之助など、屈強なども二十人を選んで、兄を送り出した。が、それでもなお不安なのか。 五条大橋と二条烏間の間に辻立ちのものを置いて、もしもの時には、すぐ伝令が聞こえるような配置まで取っていた。掛け替えられた五条大橋は、まだ、木の色も新しい。渡って、草門を入ると、旧六原の町今の六原奉行所で、高氏は、元の北の御所を住居としていた。ようこそ。まず出迎えに見えたのは、羊の高野諸直だった。下へも置かず、客殿に導く。ここは、 バラ園の鎮とも呼ばれ、平家前世時代ほどなものはないが、つい先頃は、ご伏見、花園の二条公もご避難していた御所ではあり、さすがに、その規模は、吉貞が指定にもらった二条唐妻の古立ての日ではない。吉貞は、何へともなく、反発を覚えた。思い上がった主家をお目に見るような気がされてくる。だが、ただ、万葉の川かせと、庭の蛍だけは、いささか、それを慰めるに足るものだった。 ちょっと、吉貞は、出いを直した。牢の間を通って、そこへ来たものがあったからだった。しかし、高氏ではなかった。どこかで見たような雨とは思ったが、言われるまでは、気づかなかった。まことに、お久しゅうございました。ほう、草新天だの。はや、お忘れかと思いましたが。何の、雨前を忘れようか。もう十年も泡なんだであろう。そうだ、国元の世良田であったきりだったな。 それにしては変わっていない。あなた様も。ま。意外なところであったものよの。して、いつからとに、いやここにはこう聞きながら、義貞は、十年前の一夜、世良田の間の桜吹雪を、突然胸に浮かべていた。そして、自分のおかしかけた思い出したくない古傷に、ふと、心の火を吹かれて、炭のような黒いすすの蚕に落ちてしまった。変わっていない。十年前の通りだと。 吉貞も目を見張っていったくらいに。けれど、その草真アの清楚な美しさも、年とすれば、もうよそしに届いていたはずである。かつてのような、濡れ濡れしい、若ご家の天とは、おのずから落ち着きも違っていた。吉貞と話していても、過ぎた日の攻めなどは、微笑みの影にも見せていなかった。そこで、吉貞も、やや眉を明るくして、天と角一との、囲碁の流転なども聞き終わり、努めて、昔の古傷には触れずにいた。 では各市も成人して、今は一角の琵琶法師となりだろうな。いえいえ、体ばかりは大きくなりましたが、まだ、本に子供で困りまする。いずれ、後から、これへ、ご挨拶に伺うはずでございますが、時に、主の高氏殿は、どう、押しやったの実は、黄昏、にわかに、九条殿からお召しがあって、やむなく、お出ましでございまする。え、外出か。 日田殿へはお悪いが、紅葉下級のお召しゆえ、是非もない。昔なじみの甘前がご挨拶に出て、ようお詫び申しておけ。必ず早くに帰ってくる。と、かように私へおっしゃっしゃって。ふーむ。九条の民部教皇慶殿のところへな。義貞は、一人室につぶやいた。九条殿こそは、今、全部門の武士の焦点となっている情景だった。そのわけは、こうである。はじめ、 朝廷の軍港調査の曲は、党員のサネヨが主催していたが、諸国の武士どもは、我も、我もと上表して、自分の功を言い募り、かえって、本当に軍港のある者は、慎んで身を禁じする風で、あえて当事者へへつらうようなことはない。ところが、実際には、実績以上な分外の恩賞に預からんとする者ばかりが、百人中で九十人の上だった。だから、幾度、長議にかけても一決せず、朝廷も採決に困って、ついに、 サネヨを面関としダイ大納言マリコージフ房ジフをその任に当たらせたフ房フは公平厳正な態度で査定に臨んだしかしその結果はついにフ房フをもああと幸を投げさせてしまったのだったなぜなら縁故の手つる見え透いた贈賄高級の女性の口出しあらゆる浅ましいもののがんちめにされてしまいフ房フの潔癖では到底その処理もなしえずやがて辞任を申し出る始末とはなった ついに、運転局の情景は、見たびその人を変えて、上条を慶に落ち着き、やっと、近日、その発表を見るであろうと言われていた際である。その九条殿の手へ、高氏が急に召されていったとは、何の用か草志天甘とさりげなく話しながらも、義貞の心は、つい、そんな気がかりにもとらわれていた。いつか、三階の珍味や酒は、客座に運び出されており、ほどなく、細殿のすだれが、小椒の手で巻かれた。 すると、そこには、角一奉子が琵琶を抱えて座っていた。主が戻るまでのつなぎに、客の無料を、慰めよとでも、言いつけられていたものか。角一は、遠くから、黙って、客の方へ礼をした。そして、琵琶の弦を調べ、やがて、平家の屋島のくだりを、一曲弾いた。し芸であった。曲の悲妙を聞き分ける耳は持たない吉だにも、なんとなく心を打たれた。それに、 須の与一の扇の的は部門の間にはほ外の曲とされている。彼は自分の鎌倉の巧妙と与一の扇の的とを結びつけて祝福感に浸りながらこれが今夜の高氏の地層であったかとうなずいていた。玄は闇角一は罰を玄に挟んで終わりの礼を低くしました。そして静かに大差しかけると母の草真尼が角一こちらへおじゃ世良田小太郎義貞様に。 ご挨拶申し上げたがよい。と、注意した。はい。と、角一は、細殿の隅に琵琶を置いて、母の声がするそばへ来て座った。もう、二十歳をとうに過ぎていたが、なるほど、母のそばにチョコんと座ると、どこやらまだ子供子供したもうのこぼしそのものだった。大きくなったの。吉貞は言って。いや、今の一曲にも感服した。何か褒美に取らせたいが、持ち合わせもない。そのうち、 二条からすまの我が屋敷へも遊びに来てくれい母子を相手に、二言三個と、雑談しているうちだった。忙しげな足音や家臣の声を、牢の外に置いて、主の高氏一人が、やあ、お許しを。吉定殿、お許しを。と、座らぬ前から、詫びをいいい,い、ここへ入ってきた。それを機に、天は、各一の手を引いてし下がって行き、飛脚は、二人だけになった。はじめのほどは、吉定も、 あまりいい顔はしていなかった。しかし、高氏が、ひたすら、婚姻の事情を解いて、実は、温賞のご発表が、いよいよ長議一決を見、それについて九条殿へ召された次第。悪くとってたまうな。と、全く、対はない様子なのである。で、義貞も顔色を直して、何かと、鎌倉以来の船団に、票を沸かした。お手柄だったな。高氏は、何度も、口を極めて、 新年税の迅速と、その戦術を褒め添やした。特に、当初後、六百期の小勢で、生品明人で旗揚げした、その決断を、闘魂無双の小勇気。と、讃え、頼朝公の伊豆のお旗揚げのほかには、比べべきものもない。とまで言った。義貞はすっかり酔った。会ってみれば、何のことはない、二人は名軍の名友だった。こんなにも、自分の進化を知っている高氏がと、今更のように見直されて、 夜更けるまで、飲み会った。この間にも、彼は、明日発表になるという音天の内容に話を触れてみたかったが、お首にも自分からは問わなかった。また、高氏も言わなかった。あくまで無片話に終始した。また、未来の夢を語るに終わった。そして、やがて、進行、五条大橋の風に、良い面を吹かれつつ、吉貞は、心地よけに、二条から住まい帰っていった。高氏となる。聞いたか。おい。 何を何をって軍港の恩賞沙汰がいよいよ町議を通ったというじゃないか。それだ。それを今、俺もあちこち聞き歩いてみたのだが。わからぬのか開目だ。発令とだけで、内容はまだ誰にもわからぬ。考察フレイに出るわけでもないからな。では、恩賞の授与は、一体、どういう形で出されるのか軍校にも第一、第1、第2、それ以下のやからまで。 大変な数だろうから、とても、一時に沙汰書も行き渡るまい。順次、記録書から各家へ当てて、臨時やラジオの情が届けられようと、言われておる。いや、それは、神殿とか足利かかなどの、部門の章でも、東梁閣の家へのことだろう。我らのような地方武者の、家のコロートを合わせても、3三百に足りぬ中階級の続投はどうなんださ、そこまでは、聞いてもおらん。おそらくは、 我らの上まで回ってくるには、まだ、7日も10日も先になるんじゃないか。バカなことを。たとえ取るに足らん小刀でも、すべてを宮方へかけ、命がけで、官軍のために働いたことでは、何の上下があろう。ま、そういきり立つなよ。我らの軍港が取り上げられぬはずはないのだ。さた書が遅れるぐらいは、仕方もないさ。早く知りたければ、記録書へでも伺って聞いてみるしかないだろう。記録署はどこだ 朝廷の内さ。そいつは困る。むむ、さっそ決断書なら、ゆうよしもんのそばではないか。あそこへ行ってみよう。あそこの激かクロードでも捕まえて、論考の票を内見させろと言ったら、見せぬとも拒めまい。や奴らに、そんな剣能はないのだからな。俺たちは、命を捨てて戦ったのだ。軍港は他人のものではないぞ。骨肉や家来の血を流してあがなった軍港なのだ。武者の鼻息は皆洗い。 名りのある田舎弁で、辺り構わぬ立ち話だった。それが、つじつじ、随所で見かけられた。前途の話題をさらっていた。何しろ、今、落内人口の大半以上が諸国から来ている武士だった。そして、それらの全てが眼真を集中していたことであり、また、別な意味でも、温床配分の内容以下は、新政府の新請地が、どんな施策を引っさげて世に望んで出るかそれのお手並み拝見というところでもあるから。 武士大衆は、個々の欲望にワクワクしつつも、一面そんな興味の期待もかけていた。しかし、全貌はなかなかわからず、やっと、その内容が知れたのは、八布数日後であった。まず、一般は、意外な勘に打たれたらしい。軍港第一ではないが、授与の筆頭に置かれて、平一国の守護と、住所の自当職を授けられた者は、岩松慶果、弟、吉井達、の二人だった。これは、 足利家と神殿家の中に立って、両勢力を結合させ、鎌倉入りの功を遂げさせたということと、また、先には、五代後の置き脱出を助けた働きとによるものだろうと言われていた。岩松景華、義居足すと言っても、なさえ知らない者が多かった。だから、その2人の対抗を認めて、恩賞の筆頭に置いたのは、おそらく、五代後直々のお計らいではなかったか。しかしまた、それは、こと難しい論功交渉の上における等級の。 一種の歯かしと見られないこともない。いかに、町議の決定までには、上でもみにもんだ結果だったか。まず、票の一端にもそれは出ている。足利隆史を。少参院、左平の徳に任じ、武蔵、日立、下王者の三か国を賜る。同名、直義には。様の頭を授けられ、三河の一部と遠野へ一国を。新田義貞を。西洋医の下、江門佐に助し、越後守とし、 合わせて上の、上を下さる。同脇屋義介を駿河森にまた楠木正成には摂津泉の一部と河内守への序人が見られまた戦場参以来中勤の名は長門には稲葉箒の両国が与えられたそれ以下幾多の部門にそれぞれな恩賞家夫がさだされたがここに垂れの目にもこれは何かの間違いかとすら怪しまれた例外中の例外があった ハリマの赤松・遠心のン・ノに対する受賞だった。彼の軍港は顕著である。おそらくは遠心自身も、名は長年や畜種忠明には劣らぬものと自負していたに違いない。ところが、発表になってみると、左様のな小一章を賜う、とあるだけだった。のみならず、前から所領していたハリマの守護は取り上げて、これを新田義貞の新地業の方へ組み入れ、人のもので、他人の応賞を行っている。怒ったろう。俺でも怒る。 ましてや延伸入道だ。あの戦下手な苦行大将の千草どのさえ、大国三カ所も受領したというのに、その人を助けて、早くから中国の勢いを借り催し、六原攻めにも獅子奮陣の働きをした赤松姓がよ。この扱いでは、恩賞の不平よりは、武士として顔がたつまい。勇猛を誇る延伸だけに、一族や部下を死なせた数も、赤松が一番だろうと言われておる。バカバカしさよ、とあの延伸が、表に血を注いで、 佐田将を引き裂いて捨てたというが、目に見えるようだ。と、就航は、皆延伸に、同情的だった。果たして、それから間もなく、赤松延伸の一勢は、朝廷へも届け出ず、ただ、一章、六原の講師へ投じたのみで、奮然、京を引き払って国元へ帰ってしまった。それを見た日も、武士大衆は、無理はない。と、皆言った。皆、延伸の後ろ姿を思って気の毒だった。けれど、 帰り見て自分たちが必死をかけて、今、手のひらにのせいたところの印象を見ると、なんと、これは、と、一末の不満と寂しみをかむ顔でないものはない。ないない誰もが、事故の項には、過大な期待を持ちすぎるものではあったが、やがて、彼らの間に起こったやり場なき不平の色は、ただ、単にそれだけのものでもなかった。国家の名で戦った勝者と勝者との、分け前争いも、一人の女を捉えて身の皮を剥ぎ、その分け前で、 仲間争いを演じ出す野党三族のつかみ合いもなんと大した違いはないものか。五醍醐のご理想も、新政府の新政第一歩も、まずはこの同じ鉄を踏み外さない人間通友の欲の目に迎えられ、武士大衆は偶然、豪豪と不平を鳴らし出した。これが御新政というものか。いやもうがっかりだわえ。日本全土は俺どもの力で取ったものじゃないか。なんで苦行だけの力で北条の世が伏せたろうぞ。 俺どもの取った土地ゆえ、俺どもへ、まず十分に分けるべきを。さはなくて、恩賞の、やれ臨時のと、ことごとしく、はしくればかりくれ腐る。いや、過小でも、もらった方は、まだいい方だ。いまだに、さたなしのものすら多いぞ。野生の言い方は露骨で、わざと、道場へも届けとばかり、声を大にして言い募る。人道政党期の筆者、北畠近房は、この情を見て、大いこんなふうに書いた。 大方、己一心は、皆功を誇るなれど、君は、万世の主なりとて、日本六中余衆、限り、ある土地を分かたむには、いかにせむ、もし一国ずつを人のぞまば、六十六人にて塞がり、なむ、一軍ずつというも、日本は五百九十四軍、五百九十四人に終わり、なむ、その北畠近房の書は、別のところで、こういう論々をも述べている。 北条の末路は天運が極まったもので人力ではない。その運を開いたのは弔意であった。それを武士どもは自分の力のように思っている。そもそも武士はどういうものかといえば元来代々の朝敵である。それなのに図らずも天皇のお味方に参じその家々を失わないで済んだだけでも幸運と言うべきだ。しかるを多少の宙を致し牢を積んだからといって功に誇り。 温床の不足を鳴らすなど、怪しからんことと言わねばならん。これは、人能政党期の著者一人の考え方ではなかった。当時の苦行思想そのものを代弁したものと言ってよい。武士は、武士大衆の自力を信じ、苦行は苦行で、密に介した天下であるとし、それは我が世の春だと思っている。真っ向、利害も理想も、武士大衆とは、根本から違っていたのだ。得意説調にある朝廷、肩書している。これからは、 頼朝や北条幕府のごときものは絶対に作らず、晩期、天皇の直裁とし、遠い演技、戦略のせいに復古する以上、もっと積極的に後世の心霊をどしどし立てていくべきである。と。だから、土地の分配に、まず、その考慮が払われていたわけでもある。力は土地だ。自然、天皇も、提出量の拡大を度外視してはいられない。すなわち、旧北条高時の量は、すべて五両の受け入れ。 高時の弟安家の所領は王党の宮のものに、また、大仏滅の神の土地は、そっくり、これを、十五三位の蓮子の御領とした。いや、まだ、それ以外にも、たくさんの分け前が、先に取られる処置とはなった。少し極端な筆法ではあろうと思われるが、古典、太平記には、このほか哀愁一族の地、関東諸家の所領をば、させる功もなき宮廷内の、霊人紀女、F の諸子 旅館、僧侶にまで、一あと二あとと、内装より申した魔物張りければ、今は、武士に明かすべき地も、結書すべて、残り少なになりにける、などと見える。これほどでないとしても、儒業のあの連死あたりから、内々、内装の運動が行われたのは事実であろう。彼女が、天皇の長をもっぱらにする高級第一の女性であり、また、盛んに賄賂を入れ、美言を喜ぶ質の人であったことは、諸々、 どれに照らしても一致している。世表これとすれば、この手で、彼女や同情の養老へ、うまく取り入って、ほくそえんだ人々は、あながち、宮廷の周囲とだけは限るまい。卑劣な武士、抜け目ない田舎不足までが、内密の否定によって、昨日までは、上敵でありつるみも、また、さらに中なきやからも、五箇所、住所の所領を賜もの張るありさまなれば、とあるのも、一概に否定はできない。先に、 正直者のマリコーチ・フジフサが、遠征的な気鬱に負けて、本賞曲を実去った気持ちもわかる。そのひどさは、梅松論なども、天皇の側心、翠時に悲壮を経て、悲義を申し行うため、臨時、朝に返事、暮れに改まるほどに、諸人の不沈、手のひらを返すがごとし、とまで、通言している風だった。何しろ、想像も及ばぬほどな、利命運動と、 土地垣の暴き合いいではあったらしいまた、それの受け入れ体制も、およそ乱雑でお粗末な政治機関であったようだ。何しろつい昨日までは、式部官とか審議官であった苦行が、一朝天皇神聖の王家に乗って、にわか政務官となったのだから、何ら強制的手腕があるわけでもない。事務の渋滞はもちろん、採決の間違いなどもたびたびで、ただもう、てんやわんやの申請だった。すると、朝に、夕に、 臨時が変わるような乱れ草を見透かして、たちまち、偽臨時が流行りだした。温賞の偽地見に、天皇の名を語って、地方人の土地を欺き取る悪党たちが横行しだしてきたのである。もっと、甚だしい失礼では、当事者の官員が、一箇所の領地を4、四、五人に与える沙汰書を発してしまい、ここは、俺のだ。いや、俺どもの土地だ。と、武士同士の殺傷沙汰を起こすなどの騒ぎもあった。そのため、 地方人の陳情団が登ってくるやら何やらで、その政治的無能が呼んだ混乱と帰還は、帰還というより、一層哀れなほどだった。しかも、北条遺産の没収地には、限りがあり、温床不足、あるいは温床未収の人数には、再現がない。どんな武士大衆も、ここへ来て皆考えた。どう考え出したかといえば、待てよ、このまま、家一刀の天下で言ったら、一体、俺どもはどうなるのか。また、 平景前の世のような、公家の番犬に逆戻りすることじゃないか。不平の声は、再現なく、不平を呼ぶ。噴満の果て、彼ら武士大衆は、その野生と無知に任せて、一体、昨日の戦いは、誰のために戦ったのだ。と、言い出した。俺どもは、公家の番犬になるため戦ったのではあるまい。こんなことなら、いっそ、昨日の北条天下の方が、まだマシだわ。その結果は、哀れ、 いかなる不祥事なりともできて、武家、再び、剣を取る世にまたなれかし、と、乱を終わった今また、すぐ、乱を待つような危険な心理に陥っていた。もともと、彼らにすれば、その全部とは言えないまでも、大部分の武士やからが、北条のもとでは、うたつも上がらぬものとみて、土地よく、非尊繁栄欲、三一代の妙門欲などを、この風雲にかけたのであって、朝廷が何であるとか、なぜ、 天皇を子孫と仰ぐのか。そんな理解はおろか、信念らしいものは、至って希薄なのであった。決して、勤労などという語義が分かっていたわけではないのである。いわんや、苦行当局がここへ来て、中高の審議、だの、復古の御神聖、などと歌ったところで、武士荒ましは、バジ東風の面でしかない。そしてただ、どうしてくれるとばかり、とのうちに踏みとどまって、途中を、馬糞と馬場への巷となし、立ち、 長いお横たえ歩き、何か事件こそ起これと、物騒な方言や火遊びを持ち回っている情だった。そこで、不思議な戦後社会の現象が金みたいに咲き出してきた。蒔いた種には違いない。しかし、苦行理想にしろ、武士の戦争を目的にしろ、あんな大量の血を流して、こんな化け金を巷またに見る気でなかったのはもとよりだろう。ところが、社会に咲き出たものは何かといえば、小酒屋の火のバカ繁盛。火付け、強盗。 ゆすりの王公女老関、博地流行、州殺し、良人殺し、河原の捨て子、古事記薬病、断章喧嘩すべて独特しい悪の花ばかりだった。何一つ、庶民にとっての安心楽度は回っていない。公家の大屋敷は、例外なく新築され、限られた大半の部門でも、負けずに不審へかかっているが、さもない不平武士の大衆には、虚無的な焼け酒があるだけだった。いや、 彼らに虚無の酒などという余裕はない。やり損なった戦争の仕上げは、再び戦争をやるしかない。そういう目指しが明らかだった。そして、その目が、暗黙に、たレをと、次の狩猟をあたりに探し求めたのである。不平だけでは、旗印として担ぐに足らない。やはり家紋は良くなければならず、人物、器量、聖望もある人でなければならない。新田殿か。その義貞へ、一時、 人気は高まるかと見えたが、義貞は、しきりと王党の宮に近づき、苦行鬼神に親しむ風なので、彼らには、自分らの真の味方とも思えなかった。そして、やがて、彼らの目は、そこに、高氏を発見していた。俺どものこの不平を分かってくれそうな人は他にない。足利殿の他にはいない。だが、武士大衆の寄せる期待をよそに、その六原は、ひっそりだった。五条大橋以南の森には、 東根流行の不振工事の色めきもしてないし、武者風俗も一般に地味で、盛んなのは、セミの鳴き声だった。それと、当の高氏も、めったに朝に出ることもないらしい。社交上のやむない向きへは、羊の高の諸直をやり、大やけ町の事務には、もっぱら、弟の直義が出向いて、ことに当たっている。しきりと講師へ接したがって、六原を、大人う者でも、高氏と会ったものは少ないと言われている。では、この打たじたたんな日を、 一体何しているのかといえば、外観上では何もしていないかのような彼なのだった。事実、そう見えることが、高氏の狙いであったかもわからない。ちと、慎もうよ。そういったことがある。特に、日常、嫌でも、苦行の長蛇の、障害の曲にあたる直義や諸直に対しては、行き過ぎをやるな。何事によれ、下手に下手に。と、言っていた。こんなにも、彼が気を使っていたというのも。 一重えに世評を和らげるためだった。また、露骨な武士大衆の予防が、ここ九死に自分へ傾いてくる形勢なども、彼としてはむしろ危険視していた。なぜなら、それはいよいよ、王党の宮一派の志士と、宮の宮中における格索の矛を、刈り尖らせるものと悟っていたからで、分けて、新田義貞の一面昇進な競争心の潜在も彼は見逃していず、あくまで、ここは、低姿勢を守ろうとしていたのである。この間に、 新政府では、本省令の発布に続いて、今度は、その政治機構の人選を打ち打ちで進めていた。すなわち、最高の最下は、記録書。でとり、ここの長官は、協商をもって据え、なお、記録書の頼り人としては、武家では、楠木正成、名は長年、伊賀兼光の三人だけが、その曲に挙げられた。また、雑草決断書。は、広く政談を仰ぐところの役所とあって、五期、七道、 8番の地域に分かたれ、それぞれ政務を分担する仕組みであったが、ここも、その上層部は、すべて、苦行人間で名を連ねた。そして、武士では、正成、長年が決断書付き、兼務を仰せつかり、また、結城近満や、縁谷高さだ、河野諸名を、佐々木同様などの顔ぶれが加わっている。ほかになお、重要な機関では、武者書があった。ただ、単に窪所ともいい、平馬の剣はここにある。 天皇の一礼下に諸国の武士を動かすところだ。また、長母、金門を守るこの F と共に、帝の最も信頼に足る武将でもなければならない。その人は誰か。人々は注目したろう。他ならぬ、新田右衛門佐義貞だった。その上、それら、翼山の武者は、義貞大家すべて、新田党の武将ばかりで固められ、足利党は一人も挙げられていなかった。筆強、これは、皆。 王党の宮の背後力によるものと人は察した。高氏もそうほぐした。直吉、諸直らは、薄ら笑いって、滋賀にもかけぬ風だった。秋は、駆け出してきた。ここへ来て、めっきり風は霊涼だった。8月の5日。高氏は、珍しく、左兵の徳の遺憾で、散大した。先に、昇殿を許され、息では、都上の牛舎もはばかりない身分である。ふっくらと、 ふくらすすめのように袖を開いて、彼は、牛舎の中であぐらしていた。時に、二十九だった。改めて、彼も考えを覚えていたろう。十八、初めて、家来の右馬体を連れて、と見物に出てきた頃の姿を振り返ると、自分も、少しは、当時より大人になったかと思いもする。が、必ずしも、大人になったとは、自分ではまだ信じえなかった。牛舎、いかん、こんなものは、 仮の装いと分かっている。苦労も足りないと知っている。前途の大きな棚は、狂楽の盆地を囲む山々のように彼には見えていたのだった。何の勝負か。朝廷での朝ぎはいともおごそかであった。皇居は、今、二条の里内裏にあるので、指針、清涼の会ではないが、ミス近く彼を召されて、特に、玉物酒を下され、そして恩と紛れなく、定時期時期のおねぎらいであった。高氏。以来、 六原にあって、治安の難に当たるやら、雑草を見るなど、くつろぐ間もある前に、よう精霊いたしおるな。は。なかなかもって、行き届かぬことばかりでござりまする。ただの知性とは違う。そちならではと思っておるぞ。五条、身に余ります。長通り、ちょいを申し渡せ。は。右大臣久が長通りが、進んで、彼へ辞令を授けた。先の息を、一回上り下、合わせて、武蔵森、 鎮守府将軍に人数という帳命だった。その上にも、後醍醐は、我が意味な実名の一字を取らす。以後は、高氏を改めて、高氏となすがよい。と、言った。後醍醐の名は、巫女地である。北朝高時の功を、高氏の名から捨てさせた余震もあったのか、何しても一部身へ、これは破格なことだった。長宮の象徴として、これ以上な付与はない。高氏は、感激した。 彼には愚直な一面もある。過ほどまでに自分を知ってくれるお人には、何らの威信もだけはしなかった。かつは、帝王でいながら、今日までの迫害と、関空に勝ち投してきた五大吾を、彼は、平等な人間としても、心から尊敬していた。君意は、その結出した人から認められたということで、一倍、嬉しかったようだった。で、彼は六原へ帰ると、今日はうんぬんであったぞ。と、三大の模様を、 一等の家臣に語って、早速、内祝いの酒を組み合い、兵の端にまで、褒美の印を分けてやった。また、この日以前に、朝廷から授与されていた、武蔵、日立、下佐三国の土地も、一軍二軍、あるいは一小半将と小分けして、まるで、池の声へ歩をちぎって投げやるように、主なる武将へ、あらかた、分け与えてやったのだった。こうした例は、このほか彼の日常には、たくさんあった。そこで、近頃、 物をし見せぬ大将よとは、増票の末端までが、高氏を指してすぐ言う言葉となっていた。無知の宮。かつての日、北条氏のために流された人々が、前後して、この秋、都へ帰ってきた。実にさまざまな人だったが、硫黄島から呼び戻された僧の門下やら、佐ぬの廃所にいた宗吉親王なども、そのうちのお一人だった。こうして、再びお目にかかれる日があろうとは。親王は、父子大吾との1年半ぶりの開港に、 人のこの情と自然なおえつをどうしようもない姿だった。慣れぬ廃所で、体でも悪うしたのか。と、さすが後醍醐も、痛ましげなお目をそがめた。親王は、やっと涙を拭いて。いえ、別に読みはいたしませぬが、明け暮れ、隠岐の絶海や、また、との後をのみをって。あれ以来は、物模もよう食べなんだのであろう。森永と違うて、その元は、生まれながら体もひ弱い、気も弱い。 こういう世に生きるには、もっと、心を、大きく、身もたくましく持たねばならんな。これからは何が望みか。何も望みませぬ。ただただ、二度と線のないことが望まれまする。今、帰り見てもぞっといたします。これは、囚われてさぬきへ流される前の読み草ですが。どれ、未成。何、思いきや、手も触れたりし、あずさゆみ、おきふしわれに、なれぬものとは、 はははは、<と>か <laughs> いかにも胸よしらしい歌よな。だが、これからは、すべて朝整に一等され、後部の別などなく、武士も、阿尊として皆朝に仕え、苦行も部を忘れてはならぬのだ。そこ、とても、よ捨て人にならぬ限りは、お許しを賜るなら、再び山へ戻って、静かに、歌の道でも励んでいとうございまする。A さんへ帰りたいのか。はい。やはり、そちは、歌の家。 ためこの腹の子ではあるの。今こそ、人は、それぞれに、隅染めの色をも、さらえず、月草の、移れば変わる花の衣にと、皆栄養を楽しもうとしておるのに。いえ、シャモンの実、歌読むことさえ、許していただけたら、他に何も欲しくはありません。脳、う、友には、そなたというものがおるし。と、ふと、親王は、我が懐を覗いていった。ご不信がられて、帝が、 そも何を抱いているのかとお尋ねになると、親王は一羽のスズメを手のひらに乗せてお見せした。そして、これは、去年、播州の加古川から、船で讃岐へ送り渡される朝、健康という奉仕に仕えている、わらべから選別にもらったスズメの後輩所で育てたものですと語り、そして、この日の節開口に、初めて一つにことなされた。間もなく、宗永親王は、永山へ登って、元の天台座手につき、願い通り墨染めの耳飼い。 同じ竹のそのを、同じ巫女ながら、違うものかな。と、世人は言った。言葉の裏に、王党の宮を指していたのは言うまでもない。秋も、いつか10月を過ぎ、火花天にいななく時を、その将軍の宮は、新千円の御所の深くに、若さと里しと、また、竹津から来るうつうつな奮満とをやりば、なくしておいでだった。有り余る若さと、うつのやり場として、宮は、よく、落外へ狩猟に出た。ともには、いつも、 吉野、戸塚は以来の猛者を大勢連れていた。木寺相模、岡本三河坊、の長七郎、矢田彦七、平賀三郎などである。これら原始人名いた郷士出身の一軍は、自ら、宮将軍の行進と誇って、他人を下に見、社会の危惧にもはまらない荒くれだった。がしかし、宮には、猫のごとく征服して何一つ嫌がるということはない。お命とあれば、スイカの中へでも飛び込んでゆく。宮には、 これがたまらない誤回目だった。宮廷人の中では味わえないものである。猛獣使いのみが汁むちの回と面白さであるらしかった。吉忠です。戻りまいてございまする。お、帰ったか殿のの法院。して、忠明の返事は千草殿には、やはりこの際は、とばかりで。狩猟は寄せという意味か。世間の目、いかがなものかと。昇心なやつの、王党の宮は笑って。 ではなお、四十九日は、喪に服して、所持、門を閉じたままで色と申すのだな。いえ、差にはございませぬ。殿の法院は、別な答えをもたらすため、少し、膝を前へ進ませた。この十月の一日、宮中には、福服の寮が出て、一切の慎みが守られ、市中にも、数日の鳴り物停止が冷静られた。五秒中だった皇后の吉子が、お亡くなりになったからである。そのため、宮中はここひっそりで、 所性、一トンの形だった。だが、世上の推移は一刻もとどまっていず、先頃高氏が、守府将軍号を受け、また、小みなの一時をいただいたなど、いう破格なき声は、いよいよ、武士層の間に、足利の存在とその実力を、老後なものに思わせ、今や、六原一角は、王党の宮から見ると、金金予想していた通り、恐るべきものになりかけていた。宮はお口を噛む。なんたることだ。 高時を撃ったのにまた、すぐ、次の高時が出来かけている。聞くところによると、一部の不平のとは、彼の門へ義見を通じて行き、彼も、また駅になって、元広由来、就航の所領、各自、そうやるかからずという辞書の安堵帳などを処分しへ発行しているという。まるで、もうそれは主権者気取りではないか。その彼へ、またぞろ、過大な恩賞に次ぐ、中傷とは何事か。危険を増長させるのみである。 還元はたびたびそうしてあるが、お持ちの風もないのだ。と言って、この数勢を挫ししてはいられない。宮は、物もんに、その勘に、耐えきれなかった。そこで、今日、殿の法院を、同じ思いの千草忠明のところへやったわけであったが、忠明は、興奮別を、お答えしていたのである。とかく足利の方でも、我らへ目を光らせているに違いありません。まして、五福物折、のかけに出て、 学外で密談に寄り合うなどはまずいでしょう。それよりは神殿と二人で、今宵、密かに御所へ参じまする。他に、耳寄りのある一字もございますので、万事くるめて、その節の御談合に移りたいと存じますと。やがて、夕日も静かに。新千円の御所は、赤松の幹の穂の赤い島目の奥に炭色を吐いていた。誰だ宮はお湯殿のうちだった。湯上がりのつやつやしい濡れ髪を。 愛妃のお手で串削らせ、その総発の毛先を切り揃えさせておられたのである。召し継ぎの者のか。は。青侍の姿は、牢の外にかがまったままでいた。またいでもよい。そこでいえ、何のようだ。ただいま、川内守殿が訪れて見えられましたが。河内アークスの木か。はい。決断書のよりうとでもありながら、田舎にのみ引きこもって、滅多に出資もせぬと聞く正成が。 珍しくも出てきたと見えるなどうしておけ。お支度は長かった。宮ご自身、美情婦ではあり、なかなか身装いに丹念な上、愛妃の心配りも細やかなので、やがて、やっと客殿へ渡って行かれた。はて、見えんではないか。どこにおる、正成は。すると、またほの明るい庭面の貝の下で、これにおります。いつもご機嫌よう渡らせられ、体形に存じ上げまする。やあ、何の遠慮 どうせと申しつけておいたのに。いや、丹大魔、六畳の宿に着いたばかりで、この通り、旅の誇りのままでございますゆえ。ここ一都月も田舎だそうだの。今日出てきたか。はい。千年、お旗揚げの砦として、五郎城の右利、俗軍のため消防した笠地へ、先ごろ、造営再建のありがたい御事のりが下されましたので、それの木材、人工などの用務を帯びて登りました。正成は、とつとつと言いながら、 携えてきた大ぶりな竹かごの献上物を、宮の座っている広園まで捧げてから、また階を降りて、庭面に低くぬかすいた。何だのこれは、河内の秋のものでございます。山の芋、栗、甘柿、ノブドウ、松茸などの山の幸。もしあの山に伏して追わせられた獣医、軍服の日を思い出られて、珍しくもないものながら、ふと、おなぐさみにもなろうかと存じまして。忘れていた。まことに、 これらのもので路名をつないでいた日のことを、我人、共にもう忘れかけている。今夜の客どもにもそう言うて地走してやろう。ご内客でございまするか。では、いずれまた改めて、ご拝謁に上がりますれば。ま、早急会でもよかろうと、宮は振り向いて、さっきから、ヒロインの端にじたしていた殿の、法院義忠の顔を見た。どうせ、今夜の客は、神殿と畜草だし、楠の木とても、宮は、 我が腹心の一人としておられたので、ならば、同席させてもと、思いつかれたものらしかった。だが、殿の法院の目を見ると、彼は、額越しに、宮のご意志を読んで止めていた。それで、急に、宮も、ためらいに戻ったらしい。そのまま、あとは何もおっしゃっしゃらず、間もなく,く、暮れなずむ内角へ退き下がっていく正茂を、依然、田舎武者の風の抜けきらない川内森政成の背を、ただ、ご微笑の間に見送っていた。 正成の帰った後で、宮は、殿の法院に向かって、吉田忠、ソチは、なぜ彼を、嫌ったのか。正成には、何か心を許せぬ疑いでもあってなのか。と、聞いていた。いや決してと、殿の法院は、育びをかがめ、さような川内殿とは思いませぬ。なれど、あまりにまっすぐな田舎婦人。どうも、そちとは、前々から、ちとそりが豪腕風だの。なかなか。 本因は笑いはぐらした。個人としては、世に珍しき川内殿と、特より尊敬しておりまする。なれど、そのクスの木も、怒号の言うでこそ、あれ、中央の剣ではありませぬ。平等のご政治向きなどには、とんと役にも立たぬものと、記録書や決断書で、もはや定評となっております。あの風貌は、天井でも、だいぶ損していような。口数も多くは聞かず、いつも、片目まばゆげに、沈面と座っているとか、 それでは、そうそうたる列心の間にあっては、なお制裁がないはずだ。自然、腹のわからぬものだという陰口もございまする。したが、この吉田田は、笠木、赤坂、千早など、多年にわたって見てまいりましたゆえ、さような人物とは疑いませぬ。むしろ、その寡黙やしむつよしの風を愛するのではございますが、どうも、その、融数が聞きません。世知には暗く、信じると負けず、その上無口と来ているので、従来、 楠木とと、の談合だとこちららがイライララする例は一切ならずでありました。あるな。ははは、そんな風が。正直者です。直情です。しかし、人は、愚直とそれを言うのでしょう。近頃、六条、二条などの河原では、ボンゲのやからが、やたらに落朱を立てることが流行でございますが、そのうちにこんなのもあったと書き及を呼びます。真ん中を、歩けぬ世には、めぐり返して、 母すると、誰やらそれに、右も左も、暗闇の間。と添えくしたものがあるそうで、ご神聖を封したのだな。本ンゲのいたずら、深い意味ではございますまい。なれど、楽民どもの間でさえ、宮将軍と足利とは、いつかは真二つに割れるに違いない、神殿と足利も、もともとからの不和だしなどと、早くも申しおりますそうな。で、宮将軍へ着くか足利へ寄るか、と、またもや、 不思議な虚集の迷いを右往左往にしておりますので、それを笑ったのかもしれませぬ。ふむ。方々、今宵のご談合は、日々難しいところです。そんな席へ、あの煮えきらぬ川内殿が加わっては、新田、千草の領所も、村分原の底を割って、お話もできますまい。そうだの。あまり、採用のきかぬ不自由者は、時によって邪魔になる。まずよかろう。クスノを加えれば、名は、長年なども入れねばならず。 そう大勢となっては、密談の趣旨に背く。客殿に火を見ると間もなくだった。約束の通り、戦士忠明と義貞は連れ立ってきた。今日も連れず、二人とも尾行であった。今宵は水入らずだ。いかにすべきかを、とくと調子あっておこうと思うが、夜は長い、ま、杯を取るがよい。宮は言った。まず、そのお膝をくつろげて。客は、戦士の中将忠明。新田衛門佐義貞。 それだけであるそれに、殿の法院義忠が、宮の脇に辞していた。人払いした客殿の火の外は、よさむの虫声だけだった。さ。と、義貞を指して、宮は、どうだな、との住み心地は、は、何かと、中条殿のお指図を伺っておりますれば、忠明の指南役は良いが、この忠明は、苦行らしからぬあら苦行での。かつては、博打好きで、女盗みの上手な男。 と同情までも聞こえたものだ。その面の教授は受けぬほうがよいぞ。これはきつい大瀬を、と、忠明は苦笑し、そのような昔話はまずおくといたしましょう。ほっ。うのよい松茸やら、主事な山の幸が、見事に台盤に盛られてございますが。むっ黄昏が見えた正成の田舎土産だ。食べてやれ。河内森が見えましたか。笠木寺再建の業務で登ってきたという。寺の建立奉行などは、 最も楠木にふさわしい役柄でしょうか。決断書の頼りうどなどは、あの人の脳でないと皆言います。自身も、それは知ってか、あまり顔を見せません野信道のいくつぶかを口に入れ、忠明は、その皮を器用に懐がみへ吐いてくるみながら言った。雑談の会ではない。間もなく、宮将軍を中心に、真剣な小声となった。目的は、高氏をこれ以上のさばらせず、究極においては自滅化、緻密か。 追悼の淵へ追い落としてしまおうとする点にある。そこで一案がございまする。果実、そのことで北畠殿にお会いして、ないないご同意をも得ておりますが。と、忠明は、その一案、なるものを、ここで持ち出した。北畠殿、とは、言うまでもなく、前の大納言北畠近房のほかではない。この近房、人能政党記の筆者の北畠一門には、かつて、近江伊吹山の下で、あえなく断罪にされた源中納言愚行がある。 当時、近房は出家して、一線を退いていた身であったが、やがて、帝が沖へ流されると、沖と王党の宮の間に立って、あらゆる影の働きと画策を捧げてきたのであった。で、新政府の樹立後は、巡大臣として、院前、元君の重きを成していたのである。それと、近房の娘は、王党の宮の正妃でもあったから、宮将軍の藩高氏の後ろ盾に、彼がいたところで不思議でなく、事実また。 近くさも高氏は嫌いであった。いや、彼のタれより、木一本な皇室史上の理念と、その木ぐらいが、高氏のような物士層に、人気のいいいわゆる、アラエビス、に対しては、危険視が先立って、よく、その人間を知ろうともせず、警戒の念を、まず、先に深くしていたと言ってよい。いずれにしろ、反高氏の側は、こうして、機密な刑を、皇后のも、の期間にも着々進め、やがて、数日の後には、宮が散大して、 五代吾へ、直接、そのことを進めていた。これが例の一案なるものだったのは、言うまでもない。それは良い。なかなか遠謀でもある。五代吾は、その検索に、こう一義なく、うなずかれて。早速、大臣どもの議番にかけ、その上で採跨を与えよう。いや、古びた仰せを。宮は、甘えるでもなかったが、父スメラギの前だと、いつも、こう、すぐ耳たぶを赤くする。 何事によれ、歯に衣着せぬことが、生ぶ声早々な新生態のためだし、唯一の高道とも思っておられるようなのだった。いかんのか。こなればこそか、父スメラギは笑って、この森永を見ておられる。すべて、天使御一存の新生となった今。いちいち苦境どもへ、おはかりなどには及びますまい。それでは、補佐が無用になる。わしとて、神ではないのだから。近房はよく言います。天皇は荒人神でおわしますと。 あれも困る。地下房の一徹には、わしからして少々参る。第一政治の直裁は、人間でなければできぬ。そのもとがしきりと憎む高氏にも、良いところはあると思う。正重や義貞らにもない器の大きさ、また、厨房を引きつける何かがある。それが彼を増長させているのです。そうした女将の恩帳を逆用して、勢いを諸州に蓄え、武士を手なずけ、時が来たら、天下の剣を握って、古の頼朝、 昨日の北条に、己成り代わろうとしているものを。森永。は。ここは二人だけだからよいが、あまりな激怒は血とつつしめ。幾度聞いたことか知れぬ。にもかかわらず、お持ちはいただけませぬ。分かっているのだ、わからずにいるわけではない。では、先ごろ高氏へなされた、過分な昇進や恩遇もですか。高氏の持つ底力は、何としても無視できぬ。戦は終わったばかりなのだ。この際。 好んで彼を怒らすでもあるまい。いっそ怒らした方が良いのではありますまいか。今なれば、不意に上位をかざして、六原を包み、彼を撃つことは、まだ何時ではありませんしかし、年を経て、彼の勢力が、心身と諸州に根を張るようにでもなった末には、一丁には伏せますまい。なぜなら、前に北条の倒れたわちを見ておりますから。待て。それゆえ、そうさせぬ戦略として、そこが申し進めてきた今日の一案ではないか。 察するに、その権限は地下房の元案であると見えるの。そうだろう、そこの申す若さと、遠大な刑の内容とは、矛盾すぎる。それには、宮も口を閉じるしかなかった。確かに矛盾であった。宮の興奮では、一日たりと、高氏は、生かしておけぬものとしていたのである。だが、先に述べた案は、そう請求な刑ではなかった。徐々に、足利勢力を、 その基盤たる東国から牽制していこうという政略だった。のう、森永。それを入れたら、そこの意見も通ったのと同じではないか。まずも、少し、尊氏の仕方を見ておれ。そして、その上でも、なお、危険なものと見えたなら、いつでも打って取る備えを支度しておくがよい。各までの五条では、宮も、父スメラギのお立場を察して、一応それで満足しなければならなかった。目覚ましい構想だった。 11月の初めてある。沿道の見物人は、その行列へ息を飲んで、あんな小さい親王様も、皆と一緒に、道のく、大湯の遠くへ行くのか。と、信じられぬような面持ちで見送っていた。みことのりの旗を奉じて、この朝、17歳の少年北畠顕家は、日草飾りの月毛に乗って、御所の雄義門から、大湯の鎮守に赴任していった。その秋家も、まだ、どこやらあどけない少年将軍の眉だったが、 別名腰へ乗って、軍師の群れに書かれていった、五代醐の第八王子、母は受合連子、宣長親王は、わずか六歳の幼少だった。何もご存知ある前に、お祭りにでも行く気で乗って行かしゃるのであろう。見物の男女は言っていた。あの年頃ならよ、オラどもの家の花垂れ坊主を見さし、遊び盛りで、よさりは、お袋の肌を離れもしねえだに。それを遠くへ手放しなさる親子も親子だが、ようまた、独身して、行かしゃるものだの。 庶民の親たちには、同情人種の親子観念そのものは、不思議な告白さに思われて、いかに、王政一心のためとはいえ、こうまで、人の情を超えてしなければならないわけが、どこにあるのか、了解に苦しんだ。しかし、この不妊は、すでに、前の月の直令で、三義左近衛の,の中将は顕家を、陸上に任じ、新武義長を含めて、陸右の鎮守に、さしかした魔物譜、と、分かっていたものだった。 そして、これはまた、朝廷が、東国・東北の武士勢力を牽制するために打った一大布石であったことも、権力に携わる者にはすぐ読み取れていた。元代、王宇二国の富は、日本の半分に当たると言われていた、黄金の産地ではあり、和室の供給源でもあった。方々、平泉の藤原三代の府は不論でも、あれ以来の、伊達、佐竹、結城そのほか北半数十の続投は、常に不気味な武力と先制力の保持者である。 これが鎌倉にある足利千住王のよくかに収められないうちに、まず両者間を断ち切って、成中しておく必要がある。先に、北畠千房と忠明から、王党の見合い進め、やがて、帝の御同意となった一案とは、これだったに違いない。近房の子、秋家は、まだ、十七の白面でしかないが、六歳の王子を報じて、その退任に就くことになり、その朝、親しく、天皇から御こと乗り、三毛師、本間などを賜って、 咲の先を追うの中心地に鎌倉とも匹敵しうるほどな後部合体の小幕府を新たに作るべく発足していったものだった。その補佐には、秋家の父、北畠亜生、近房、結城宗博ともには、冷戦少将家房伊達の、蔵門行屋さ、三河善治近友、そのほか数千の急戦が、列の先もかすむばかり流れていった。そして、これが済むと、今度は、十二月の中旬、足利家へ対して、 足利直義への鎌倉赴任が朝廷から命じ出された。幕府は滅んでも鎌倉そのものはまだ生きている。当然、新政府はそれをいつまで今のままにはしておけぬ。と見ていたに違いない。で、朝令によると、成長親王宣長の兄を関東の官僚とし、足利直義や村を相模守に任じ、その補佐とする。というものだった。要するに、そこを王羽の陳述と、 同格なものにして、武士勢力を互いに牽制させ、そのどちらにも、親王将軍を上に置いて、どの帳簿を、一様に敷かせようという政治構想のものと見られた。兄者、直義は、命を受けて、いよいよ鎌倉へ下るという日の朝、高氏の部屋へ一人来て、当分、西と東に分かれて暮らさねばなりませぬ。せつに、お体だけはお大事に。と、別次を告げた。ご苦労だな、直義。高氏はそう言って、 あとは心配するな。むしろ、心配はソチの身にある。鎌倉へ不妊の上は、毎度のゲンだが、控えめを崩すなよ。所詮、長命のままにの。どうも、とではちとやりすぎたかもしれません。なぜか、苦行どもは、この名およしを、高氏の懐刀だの、切れ者だのと言って、痛く恐れられております。鎌倉では、当分、ほけておりましょう。が、その勢力にけ口がなくなると、措置の若さは、 前の高時にもなりかねんな。高時の真似はせんでくれい。ご冗談を。と、直義は笑った。それよりも、私と入れ替えに、兄嫁くん、高氏の妻高子と、千住大殿を、とへおのぼせ申しましょうか。さ。高氏は考えていた。が、迷いを断って、新尺に及ばん。母子は、従来通り、鎌倉に置くとしよう。お寂しくはございませぬか。 まだ、家庭の寂しさなどは、思う身にもなっていない。わかるだろうがの名をよしお察しできまする。このととて、ま、たの変が、いつ起こるやもしれぬのだ。それと、東国においても、北条の残党が勢いを培って、これも、いつ放棄するかはかりがたい。祭主と一つに暮らすなどは、さて、幾とせの先になろうか。六原の広場では、はや、神馬が整列を作っていた。 な義氏について鎌倉禁慎となっていく諸将たちで、長井、二階堂、二木、武田など数十位への人数は2000を超えている。その中には、元北条家の重臣だった高三の将も少なからず見え、また日田の神に挙げられた岩松景家も入っていた。では、頼むぞ。高氏は弟をそこまで送り出して、同時に東氏もする諸将たちへも、いちいち、一個ずつの別れを送った。もちろん、この列は、 一度御所の雄義門へ立ち寄り、成長親王のお越しを報じて、それからたったことなので、何かと手間取り、実際に都を出たのは、馬ごろになっていた。かくて、王雨にも鎌倉にも、幕府でない、新政大化の民政府ができ、一応、形は、整ったかのようなうちに、元宏三年は、くれ、明けて、兼務元年に入っていた。諸平旋風。あ、もし。居酒屋の女は慌てて呼び止めたが、 たら服食って飲んで立った3人連れの侍は、もう、六畳の往来中を、もつれ合って歩いていた。すると、すぐ、女に代わって、店の亭主らしいのが、とつん飲めるように、その3人を追いかけていき、旦那、ご冗談を。と、強々ながら、何か、片手のものを突き出して、愛想にかかった。何と、侍たちは、その手、ギョロと一別を注ぎ合って、冗談とは何だ、冗談とは、 どうぞ、その、召し上がったお代を払っていただきたいんで。逆代か。へえ。正直なやつではある。甘茶にはいらんよ。尺の子女にくれてやったのだ。とっておけ。おふざけなすっては困りますよ。まだ言ってやがる。よく見ろ。うぬが手に持っているそれが金だ。これは、旦那、どう見たって、銭ではございませんぜ。ただの紙切れで。知らんな、貴様はまだ。誰だって。 こんなものは、こんなものとは何だこんなものとはこれ仮初めにもこれは朝廷の御名をもって新たにご発行なされた諸兵と申す貨幣なのだぞ銭五百踏みや記録書の頭人造諸兵士、中身門の最小信明、とお花番まですってあるのが読めないか母文言と見えるな読んで聞かせるその理面を返してみ諸兵波道具さ 健康通報と同軸平成用費、一切の交易に滞りあるなれとしてあるのだ。よく覚えておけ。すなわち、これは、今年兼務元年正月から、広く朝廷から発せられた著兵と申すせになのだ。で、でも、まだ申すか、ちょえいか、ちょろまかしか知りませんが、こんな紙切れでは、死の仲間が受け取ってくれません。黙れ。そんなはずはない。ないったって、世間で通用しないものは。 どうしようもありませんや。銭でお払いなすってください。銭などもたん。じゃあ、食い逃げなさるおつもりなんで。こいつが。と、に庭に、侍の一人は、亭主の襟が身をつかんで。仮にも、王道の宮の皇人、殿の法院殿に付置されている俺どもを指して、よくも、食い逃げ武士と、おめえを着せたな。しかのみならず、ご神聖の著兵をば、ちょろまかしの髪切れと抜かすなど、怪しからんやつだ。もう許せん。 さあここい盛り場の土でもある。周りは、たちまち、黒山の人だかりを見せていたが、こうなると、わっと一角から崩れ立つ。居酒屋の女房であろうか。助けて。うちの人を。うちの人を。と、裸足でかけていくのも見えたが、殿の法院の身内と聞いては、誰も恐れをなして、詫びてやるものもなかった。そしてただ、諸兵諸兵というかいぶかりの小声だけが、まの。 口たす耳第3水準1の14の94、木みたいに、盛り場の昼を、吹き回っていた。宮野公人、殿の法院吉田だは、王都を幕下第一の羽振り者だが、新千円に近い六角の彼の屋敷も、広大なこと、ようも人をも恐れないものがあった。朝から晩まで、人出入りが多いのも特徴で、今日は何があるのかと、往来の目は振り向いていった。去年、竜王島から返されてきた、門館僧城の友人の列なども、 しばしば門を出入りしていた。すべて皆、ときめく宮将軍の威勢が、廃校となっていたのは言うまでもなく、その廃校を追って、近頃彼の門では、一能一芸の死を招く。と称し、豪然と、号泣を引くもさや、立ち遣いの達者を、広く世間から募っていた。まして、しかるべきブレキでもあれば、どしどし召し抱えて、邸内の侍長屋や兵舎に入れ、士兵として、うなるほど飼っていたのだった。おい、町には、まだ、 怪しからんやつがおるぞ。そこの弊社門から、今居酒屋のおやの襟が、身を引きずって入ってきた三人の侍も、おそらくここの紙幣仲間か。その組頭でもあったのか。広場まで来ると突き放して、痛めてやれ。癖になる。ご神聖のためにもならん。と、辺りへ行った。奇妙な世界と言っていい。弊社には違いないが、長屋によっては、赤子のおむつや、女の腰巻きめいたものが干してあり。 別な囲いでは、爆撃にうつつを抜かしている、車草の群れがある。かと思えば、的場へ出て、肩肌脱ぎで、弓のい比べに、汗をぬらしている連中を、むしろの上で、酒を飲みながら見物している。もちろん、それも、武器の励みではなく、駆け弓だった。背に、新発行の著兵などが、むしろ、仲間で盛んにやり取りされている。親組頭が、誰か、書引いてきたらしいぜ。六条の飲み屋の親父だ。 5人が抜けて、彼方へ走り、その3人と、何か話しているうちに、一度、げたげた笑い出していた。何のこった、また著兵のいざこざか。いや、俺も、夕べ、同じ目にあった。いつもの遊女宿で著兵を出したら、バイタどもまで口を揃えて、これは紙切れだとぬかしおる。そこで、若め、これは、店長様のご証問だ、うぬらは、都に住みながら、店長様のご証問では嫌なのかと一括くれたら。 それなり黙って引っ込めやがった。ところがだと、三人のほの一人が言った。この親父には、そんな物分かりすらもない。あげくに、俺どもを、食い逃げしと人中で罵り、諸兵やら、ちょろまかしやら知らぬなどと、ご神聖向きまで誹謗しよった。こいつがか。と、親父の横顔へ足げをくれた一人の私兵が、私兵の我が身に比べて言った。バカ野郎。俺どもがいただく給与は、この正月から、皆、 この貯兵で支払われたのだ。それが通用もせぬ紙切れだったら、この身ばかりか女房子は犬い干しだわ。しかも、俺どものは体を張ってのご奉公だぞ。酒の売りかけが取れなくても、命に別条はあるまいが、こっちは、まかり間違えば命が飛ぶんだ。ふざけやがって、どうして貯兵がいけねえんだこれは道理である。どうして貯兵がいけねえんだと問い詰める彼ら紙兵の言い分は間違っていない。 けれど、一方、酒屋のおやじが、従来見たこともない一片の紙切れなどを、銭として受け取れない、と頑張ったのも、これまた最も至極であった。まして今のような世に、刀も帯びず、権力にも守られず、ただ頼むものは金でしかないと、銭に生き、銭と苦楽を一つにしている、しがない一個の一人とすれば、紙幣の兵舎でゴロゴロしている彼ら以上にも、真剣に言い揃ったのは無理ではない。すると、この騒ぎの折りへ、殿の法院の家臣がかけてきて、 何事だ、静まれ。本院弁がお拾いで見えられるぞ。え、お見回りで。紙幣たちは、にわかに、その慌てぶりを思い思いにして、付近の侍長屋や兵舎の方へ、星しを示しながら、おい、来るぞ。と、知らせ合っていた。爆疫仲間も五郎寝の組も、皆飛び出して、馬屋の世話だの武器庫の方へ歩いていく。と、その広い地域を、斜めに、本院義忠は、きれいな故障やラジ社を連れて、 これへ来るなり、すぐちに倒れている居酒屋のおやちの姿に目を留めていた。これ、何をしたのだ、そのものははっ、町人ではないか。さようで。だいぶ足毛にあって、痛みつけられている様子だが。捨ておけぬやつでございまする。官長か。いや、たかが、居酒屋のおやちではございますが、ご神聖に背いて、諸兵を受け取らぬばかりか、こんなものは噛み崩だたなどと、恐れもなく。 人中において、政治のご誹謗をとざきましたゆえ、懲らしめすばなるまいと。母、はあ、こやつも貯兵に不服なのか。ならば、なぜ、折感などせず、表向きに、ヘビ氏の長へ突き出さんか。この吉田だから一冊を添えて引き渡してやる。後ほど、兵役人の手元まで連れて来い。本院は、さっそうと、古将たちを連れてすぐ歩きかけた。すると、紙幣頭の侍の一人は、自分たちでも、 実はないない不安としている著兵の進化を、ふと、法院その人へ直接正してみたくなったのだろう、つい思い余った様子で。ただ、その、念のため、お疑いしてみるだけでございますが、本当に、手前どものいただいている著兵は、町で、ひってもよろしいんでございましょうか。と、恐る恐る聞いてみた。なんじゃと、法院は、大活して、貴様らまでが、天下通報の口座札をば、心では疑いよるのか。また、 通用もせぬ札を持って、この殿の法院が、貴様らの給与を支払い、それで、貴様ら皆、食えぬとでも申すのか。と、とんでもない。さらさら、さようなわけでは。たわけめが、手下の兵へもよく申し渡しておけ。今や、王政の下、その朝廷のご保証において発出された著兵なのだぞ。しかも、何時らは、宮将軍の一兵だ。世間の中でも威張りってついえ。もし火を鳴らすのあらば、いつでも、 我がインパってこい。それなる酒屋の親父同様、ケビー氏の牢へぶち込んでくれる。俗に、六条をもじって、六道の牢と世間で呼ぶケビー氏の増人牢は、ムーっとするほど人間でいっぱいだった。なんで入れられたのか。居酒屋の親父は、どう、自分を低く考えてもわからなかった。殿の法院からここへ引き渡され、一度の調べもなく放り込まれていたのである。たくさんいるが、他の州はどうなんだろう 彼のやみ慣れてきた目は、徐々に、周りのもの影を探り見ていた。近頃やたらに増えたと聞く、日付け、群島、辻斬り、残党といったような小荒らしい人相の者は一人もいないらしい。日頃町で見つけている、ただの男女ばかりである。いささか彼は安心すると、商売柄、口も軽く、そろそろ、暗闇の中の無口な魚たちへ、小声で話しかけていた。もし、お前様は、どう見ても、どこぞの旦那衆のようなお方だが、 どうして牢などへ、打ち込まれなすったのかね私ですか。と、その五十絡みの男は言う。悪いことをした覚えは何もありませんが、ただ、先日のこと、記録書に、お勤めの猿お公家様から、空折十貫、その他品々のご注文があったので、喜んでお納めすると、その大金者と言って、諸兵とやらいうひょんな札の束を手台に渡してよこしたではございませんか。驚きましたね。かような紙では、 代金とも物代ともいただきかねますと、自分でお返しに伺ったところが、怪しからぬやつ、控えて、俺とのことで控えていると、間もなく、ヘビー氏からお役人が来ましてね。へじゃあ、お前様も、何か、処兵を悪く言ったんですかえそれは、言いますよ。商人ですもの。あんな髪切れを、銭だと言って、糸ややおり娘へ払っても、先で承知するもんじゃありません。私ばかりじゃない、そこにいる奉仕も交渉も。 また、向こうにいる田楽役者の一徳も。かわいそうに、隅の方で寝込んでいる、あの十五、六の子供までがそうなんですからな。親父は気強くなった。牢中の荒らましが、諸兵拒否罪だったのだ。いや、もっと彼を驚かせた一時がある。牢には、一羽のすすめも入っていた。ピラッと何か飛ぶものがあったので、太めておうと、隅で寝ている不老児のような汚い少年の姿に止まり、そして、チュン、チュンと、似た。 声3声、少年の肩や寝顔をめぐって弾んでいるのである。だが、少年はぐすすり寝込んでいて、目覚めもしない。そのうちに、こっちは話が弾んでいた。河原に、諸兵を皮肉った落手を立てて捕まった奉仕だの、諸兵で花を噛んだことが知れて引っ張られた遊女だの、どうせ罪は軽いと信じているのか、割合に皆陽気なのである。ところが、その言う、大変なことが、老外の噂に流れた。殿の法院の権限で、新政府では、 発行早々と書く、市民の間で警部されている諸兵の流用と絶対値をここで徹底させるため、諸兵拒否の過度で捉えた入浪中のものを、皆、見せしめのため、六条河原で首切れと、ここの蝶へ達してきたというのである。浪中は皆色を失った。どうしてだろう諸兵を断ったぐらい中で。間違いだ、首を切られるなんて法はない。でも、確かに、役人が外で話していたよ、ジュングリ河原へ引き出して。 見せしめに断罪とするに決まったらしいと。わからない。ああ。突如、発狂しそうな声が。ご神聖だ、ご神聖だ。すると、暗闇の中の人間が、皆、それにはして、呪うように嘆きあった。これが甲いこれがご神聖だというのかい。無理もない。この国での紙幣の寛容などには、まだ全く未経験なところへ。新政府の交付も法令一で他に 何らの順地を受けていた民ではないのだただついてこいというのが、新政府の強権意識であったと見える。ことの起こりは、この兼務元年の正月、転略以来後輩のままとなっている。代々李造へ乃木が決まって、さて、その国費はというところから、この苦しい年出案も即時に可決されたものだった。ただでさえ、新政府の財政面は火の車なのである。破壊だけで、生産、建設面は、 まだ何一つ行われていず、天皇の関東以来は、上位を飾る二級で、書式満タンカビと見えに走って、再現もない加速度な支出を是非なくしてきている。しかも、なお、当分は、諸国の具税による国費の予算案などは立つ見込みもない。これで頷かれるというものである。政務にある苦行体幹から、内装の菊樹号のあたりまでが、ガツガツ、賄賂を取り入れたというのも、一つには、この渇きが招いたものであったのだろう。また、 こうした新政府の閣僚たちであってみれば、天下は九ゲ一トに返す、としているその気負いと、諸政革新の休憩先に任せて、ここに、改めんのみこと乗り、おこうて、我が国に初めての、構造戦すなわち、紙幣の発動を断行したのも、言われないことではなかった。だが、これとて、独創の案ではない。林法の中華では、すでに、頑頂の初めに、これを試みて失敗していた。紙幣制度には、 必ず付帯していなければならない打漢の役が国に置かれてなかったからである。ところが、兼務の新政府にも、その裏打ちは何もない。ただ、形だけを、違法の先例にとって、その真似をしたに過ぎないものだった。もっとも、見事とのりと同時に、中選挙区の長官中見門信明は、同選の健康通報の方も、昼夜、身物香を得して作らせてはいた。しかし、いずれにしろ、経済膨張の余波が、やがて物価に及び、さらに、 生活困難の恐ろしい様相を呼び起こす日は、もう寸前と言っていい。それは知れきったことだった。にもかかわらず、気鋭な和歌業や経済面にくらい、新政権の当局たちは、ただ、諸兵の流通が至るところで嫌われたり、また、官民間の物議となっている現象へたけ気を嫌らだてて、ようやく、これではならん。と、首をひねっていたところだった。そこへ、もし、噂のごとき殿の法院の権限だとすれば、なるほど、これは。 見せしめの首切りが行われるという、六道牢の恐怖が、事実化する可能はある。増水桶を避けた老番二人は、毎度のように、中を覗いて、わめいていた。やい、どうしたんだよ、日が暮れれば、ガキのように、ガツガツして行くさるくせに。いらねえのか、今夜のかゆは。は、すみません。早くワンを出せ。ワンを、いただきます、順繰りに。取ったら、早く、次のやつと買われ。ですが、 老盤さん。うるせえな、なんだよ。ほんとでしょうか。昼、呂の外で、お役人と番主が、立ち話で言ってたことは。知らねえよ、ほら。諸兵の家で入ったものは、みんな河原でクビになるって噂ですが。なると思ってたらいいじゃねえかよ。それ以上は心配なしだ。じゃあやっぱりほんとですか。クビになる朝は、固い森飯に、白まん頭がさんつつくよ。その日になれはわかるこった。 楽しみに待つがいい。晩の牢内は、もう、呪いの声もしなかった。それでも皆、粥だけは食べたらしいが、寝息もしない沼だった。おじさん。昼、牢の隅っこで、よく寝込んでいた、あのフロージちみた少年であった。しょげこんでいる居酒屋のおやのそばへ寄ってきて。ね。おじさんの店は、戦争前は、粟田口にあったんだろ。あのあたりも焼けちゃったけれど。へえ。よく知ってるな。ほら。 何度も、おじさんの店へ、お師匠さんの使いで、お酒を買いに行ったんだもの。そうか。親父は、大きく瞳を凝らしながら、む、そういえば、思い出した。お前、スズメを懐に飼っていたね。飼ってるよ。すると、吉田山の健康さんのお弟子じゃないか。命松丸とか言ったように覚えているが、その命松だよ。おじさん、みんな、もう首がなくなっちまった人間みたいに。 さっきからしおれてるけれど、どうだろう、オラがこれから知ってるお方の門へ行って、命乞いを頼んでみたらありがとうよ。親父は、涙だけをためて。気持ちはありがたいが、お前は、ここをどこだと思うのか。ここは六畳の六道路だぜ。だって、スズメじゃないが、オラならここを出られないこともないよ。あの高い切窓からね。それより、お前は、どうしてここへ入れられたのだ。河原の落手が悪かったんだよ。 よく、河原へ落朱が立つだろう。あれを、うちの健行様が、いつも面白がっておいでだから、使いに出るたび河原へ回って、書き写しては、お目にかけていたんだよ。すると、運悪く、昨日役人に見つかってさ。でも、ほら、死んでも、お師匠さんの名は口に出さないと決めてたからね。自分は、まるでこの中でない県外にでもいるような彼の明るさなのだった。むしろの上のあちこちによどんでいた男やら女やらの影は、急に、 神体目つきになって、彼の言葉に耳を研いでいた。命松つはなお言った。自分の推しの健康さんはお顔が広い。例えば、雑草決断書の頼家と佐々木同様様なども、古くからのお友達だ。だから、そうしたご知人の門を歩けば、なんとか助かる道がつこう。嘘じゃない、オラを信じて、その素眼の使いに出してみてくれ。首の座を前に、これだけの人間がただ悲しんでばかりいるなんて、あまりに脳がなさすぎるじゃないか。 オラでさえ見ていい、られないと、すると、むくむくと、這い寄ってきた男女のうちの一人が。ほんとかねほんとに、お前は健康さんのお弟子で、東予様もご存じかいどうしてそう疑うのさ。実は、私たちは田楽者だ。戦もやんだので、大見の衆と一座して、問へ稼ぎに出ていたわけよ。すると、おとといの辻猿学で、仲間の役の一人が、諸兵に引っかけて、 諸兵もじりの戯れ、舞を演ったところ、お客には大受けに受けたものの、その後は大変なことになってしまってね。捕まったんだろ。そうだ。楽屋十字っぱ人から下に引立てられ、三人四人と別々な牢へぶち込まれたというわけさ。ま、長くなるから、それはともかく、同与様は息吹のご上手だし、近江田楽はその御両下のものなんだよ。中でも、花屋社などはお抱えの一座だが、わしらは、 諸国を追って回る元の旅芸人でしかない。だが、それに白小塩子はあるのだから、もしお耳に入れば、なんとか助けてくださらぬ限りもないと思われる。命松さん、本当にお前、言ってくれるかねあ、みんなが、その気になって頼むなら。どうして牢を抜けられるあそこの、高い切り窓まで、ここの者がみんなして背中を組み、それを一はしごにして登れば、造さないだろ。でも、窓は小さいが。大丈夫。 オラの体はもっと小さいぜ外は確か神谷川だしだからなおいいよみんなの帯をつないでオラに持たしてさえくれれば日頃の大人たちも今は皆一少年の素朴な基地に全生涯を預けて食いない顔つきになっていたそれに命まつまるも世間の大人たちからかつてこんな信頼感を持って身をくるまれたことはない死の健康と共の勧めの他は皆自分を寝性弁こそうと嫌ったり 冷たい目で刺すばかりで、およそ濃うまで、大人が自分を認めてくれた覚えはなかった。それが、彼を、無償に、その行動へ弾ませてもいたらしい。やがて、その夜のうちのこと、話すよ。彼は、守備よ苦労を抜け出して、その体を、神谷川の水の中へ、肩のあたりまでつけていた。そして、後ろの高い土壁の切り窓を振りあおいでいた。すぐ、スルスルと長くつないだ帯の影が、 牢の中へたぐり戻されて、その端も見えなくなった。だが、まだ、彼は仰向いたままでいた。するうちに、ピラと彼の待つ者が、霧窓から降りてきて、彼の肩に止まった。まもなく、ジャボ、ジャボと蜜音を忍ばせて、神谷川の向こうへ、彼は、消えていった。今、同郷。そうか。あれは、もう夜明け近かったのか。何せい、偉い奴に舞い込まれ、とんだ訴えを聞いたものだ。どう予明けさ笑っていた。 サメウシの体である。彼の思い出していたものは、命松丸の姿だったに違いない。主繕。そして、あの小僧は、今朝どうしておるな。朝げ遅れ、ひとまず並びが丘へ帰れと申して追いやりました。並び顔丘の奉仕のもとへ帰っていったか。さすれば、その健康も、後からやってくるかもしれんな。いや、あの気まぐれだ、見えぬかもしれん。政治向きには、一向寸法を装うている極奉仕よ。しかし、 道与は、夕べ、命松丸の訴えを、かなり熱心に聞いてはやった。そして、安心生徒も喜ばせてある。そのための他出だろうか。まもなく、彼は友揃いを命じ出した。一止めで佐々木家とわかる同与好みの山吹色一色の行列は、やがて華奢な装いを凝らした主を、ラデンクラの馬上に見せて、サメ牛から練っていった。すると、王子の一つの辻で、不意に友頭の侍が、やい、こっちが先だわ、待て待て。 何か大わめきにたけり出していた。見ると、別な一列が横から出てきて、東予の列の先頭と交差しかけ、どっちも道を譲ろうとせず、威嚇のし比べになったものらしい。その豪勢な行列は、流行語の色一揆で言うならば、黒一揆とでも言えそうである。友の半数以上は、アリの化け物みたいな国威の僧侶で、あとは胴巻き姿の武士どもだった。そして、僧はいずれもなぎなたを持ち、武士は、もちろん大たちを横たえ、また、 これらの主かと思われる一人の男は、腰を連れているが、それには乗らず、シエ禁断の相乗姿を、ほこらかに、デン黒影の背にまたがっていた。母は、門館僧侶だな。東与は、列の中から、かなたへ目をやりながら、すぐ、まずいと思った。近頃飛ぶ鳥も落とす勢いの宮廷僧は、門館商人だと言われている。以前から、高徳の聞こえがあって、後代五に、ゆが勘定の法を授け、元弘の元年には、 例の中宮御三の祈祷と称し、包丁長物の呪いを行った角で、硫黄島流しとなった豪僧なのだ。それが、去年、硫黄島から解かれて気楽してからは、が前羽振りを振るい出し、苦境と家武家といえ、彼の鼻息を恐れぬはないほどだった。何しろ、厨房をはじめ、高級の女人も、すべて、彼の随機の弟子とさえ言われている上内々には、政治の面にも、彼のくちばしが入ると信じられていて、ちょうど、その威勢は、 他の公の朝における同郷に似たようなものがあるという。控えろ。同与は、喧嘩の中へ来て、まず、自分の友侍らを叱りつけた。そして、すぐ、馬の頭を曲げ、門館のそばへ来て、馬を降りるやいな。誠に了罪なご無礼を。家来に代わってお詫び申し上げる。さ、どうぞお先にご通過を。と、謙虚に言った。や、佐々木殿ご自身か。と、これには、門館も、 恐縮な色を見せ、同じく、馬を滑って、挨拶を互角にした。俺が、俺が、の時代である。人の後ろにかがんでいては、恩賞にもへにもならぬ。そのままにさえ踏みつけさられる。これが、自身の頭にあった。道行列の色一気なども、つまりは、俺見よ菓子の流行だろうか。いや、無礼の角はお互いとしよう。門んは、にんまり笑う。 精力的な五十歳絡みの肉村をくるむ市へと禁断からは、名木の甲と人間衆とが一つに混じって立ち上っている。何せい、昨今、落内の人口は、古今未曾有な増え方だとか言っとるの。自然往来も気があろうなるのじゃろ。つい道すら譲れん、いじっぱりになると見える。あとで、友のやつらを叱りおこう。どうよだのお腹を立てまい。何の。と、一層どうよは陰輪に。おそらくは、 三大のご都庁でしょうに、どうぞ、お列を先におやりください。お当たりはどちらへされば二丁の千草殿まで。ほ、ほ。実はちと、世相、憂うべきものを感じまして、五国には、殿の法院殿のもとへも伺いたいと存じおりまする。ならば、後ほどまた、ご一緒になるやもしれんな。三大の木と、工藤も、六角の法院邸へ立ち寄り約束をしておるで。それは幸せです。まず、どうぞ、 オクラの上へ。ゆるさっしゃい。門ンは、馬上に帰ると、高いところからの一個の愛想を童謡に残していってしまった。その姿は、一段の牙にくるまれ、徒歩の愚装やら武士やら、百人以上な大列だった。それが須ザク王子のせましと、辺りを払ってゆく様は、怪しいばかりないふに見える。いつもこうなのか。童謡は、左右の心に聞いていた。世間は俺を馬猿というが、俺も及ばぬ馬猿僧場ではないか。なんせ、 大した商人でございまする。お住居の棒には武器財宝など山と蓄えられておるそうで。時には天外腰に乗り、友には数百機を連れての三大の日もありますとか。ふふん。<laughs> 喧嘩なら喧嘩も濃いという構えか。変わった商人が出てきたものだな。つまり、陽気のせいだろ、これも乱世の。作用かもしれません。町の陰口も今道京だなどと言っておりますそうで。今道京か、なるほど。 訓王傘に来て、尾翼明王門のほか、何者もない行状は、ごく近頃のことゆえ、きっと、硫黄ヶ島にいる間に、天馬下道に心を食われ、戸帰りをしてきた者は、その下道の身代わりだろう、などとも言っておりまする。彼の行列もまた、そこの土を後に流れ出していた。童与は、緩やかな馬の上で、わ、わ、わ、は、何がおかしいのか、いつまでも肩を譲っている風だった。俺の上を越す同類が出てきたと思ったのだろうか。 あるいは、時の湿地が咲かせる、インカ植物やバケキ菌の他種類なのに、さすがの彼も呆れていたのか。まもなく、その同与は、二条千草邸の霊の水邸で、主の忠明と何事かを懇談していた。よろしい。早速、お当たりの望みのように取り計らおう。忠明の言葉に、やれこれで伺った甲がある。ありがとう存じまする。と、同与は、繰り返して霊を言った。なんの、霊には及ばん。 ことは、私事でない。すこぶる聞くべきご意見じゃ。ただ、ふとどきなボンゲトの耳て、これを河原で首切るなどは、見せしめに並んで、かえって、ご神聖への遠鎖になる。これは、お当たりの言うのが、本当のようだ。が、この義は、殿の本院殿のご権限とか。毎日、本院殿から、いらざる同様の差し出口と、お怒りを受けてはたまりません。そこをちと恐れはばかっておりますが。でも、 見せしめの刑などを行わずとも、諸兵の流通が円滑にそうなるような、何か別な一政策が、措置にはあると申すのであろうが。はそれには、この同様自信を持って、お引き受けするだけの一案を、密かに持っておりまする。ならば、殿の法院とて、別段な不快もあるまい。それに、なぜまた、お当たりは、直々六角の法院邸へ参って、その人と会わず、ここへ相談に見えたのか。法院殿も、 よー存じ上げて羽織りますが、しかし、もともとは、ご当家を介してお近づきを得たものゆえ、まずはご内意を伺ってからと存じまして。ほっ。この忠明の世話を、お当たりは、さまで心に命じていてくれたか。いや、慎重に値する。近頃は審議も廃れ、軽調な奴らばかりが多い中でよ。ご恩、忘れるどころではございませぬ。いつもに反国を賜り、決断書の寄りうどに、お取り立てのことなども、 ひとえにお力添えと存じますればふと黙った。忠明がである。何、それは、足利尊氏が上申して、同与の先行を強く主張し、その実現に努めた結果にほかならない。ということを忠明は知っているので、もしや同与も知りつつとぼけているのではないかと、ふと、彼の一とひかが怖く思われたからであった。しかし、ここでの同与は、戦士の中将忠明にとって、全く、無二のものに思われた。 こういう顧問は彼には必要なのである。バサラな反面もよく気が合うし、分けて武将官の内は探りにも、姿勢の雑草を知る上にも、えやすからざる人物、最良な顧問役と彼は見ている。今も信じて疑わなかった。使いをやろう。早速。お使いでことたるでしょうか。わしと法院との仲なればだ。わざわざ、両名が首を揃え、六角へ行くにも当たらん。文書と死者の向上で足りると思う。 地位は、はるかに高い忠昭である。古剣もあるに違いない。一度書院へ入って、書簡をしたため、消しの重臣2人を読んで、ごまごま、使いの工場を授けてから、また、元の水亭へ戻ってきた。どうよ、望みの剣は、もう心配すな。あとは、例の著兵の人気を、お当たりがどんな風に高騰させるものやら、それをわしは見ているばかりだ。うまくいくかなそれこそは、優しいものです。 ご心配には及びませぬ。まもなく。行って参りました。殿の法院殿のご返書はこれに。と、忠明の前には、先に六角へ行った使いの二名が戻って、ぬかづいていた。他に工場はなかったか。は、ございませぬ。そうか。仕下がってよい。その後で、忠明は、道与へ行った。一義に及ばず、キーに椅子と言ってきた。これでよかろう。 おかげで獄中におる多くのボンゲどもの首が救われました。あとは、諸兵の流通を盛んにしてみせるだけが、東予の責任にございまする。そこで、お当たりの腹にある一案というのはおいおいに申し上げましょう。釈迦に説法のようで恐縮でございますが。そして、なお、この上のご助力を仰がねば実現もかないませんで。と、東予は、ここで、貨兵と人心との微妙な反射作用だの、眼長の孤児だの、 そして昨年度は全国的に気温が高く、五穀豊作でもあったから、諸兵の裏付けは十分に可能なはずであるなどと、自分の経済観から割り出した限りのものを傾けた。なるほど。むむいかにも。と、忠昭はほとほと感じいったていで、頼朝創業の時の例に倣って、この際、諸国の武士領へ諸領二十分の一の税を課すが良いと申すのか。さすれば、物資は、ドット、朝廷のリンクラインに集積されて、 兵裏付けの信用にもなり、方々、生き悩みの大代々理ご造営の着工も、いや、その国費の出どころにも、目鼻がつくというわけだの。実は。と、道与は、急に話を追った。せっかく、忠明が熱意を見せ出したのに、話を変えて。今日、図らずも、門間商人に道で会いましたところ、三代の木と、六角の法院邸へ立ち寄るが、おあたりもこぬかとのお誘いに、固い約束はせず別れましたが、どうでしょう。 ご一緒に参って、あの僧侶にも、この権儀に一と肌脱いでくれるよう、このお話を進めてみてはいやつまらん。一言のもとに、忠明は、その人物までおけなし去った。あれは、一種の様相だ。あんな横島僧に、ご政治のくちばしを入れさせてはならん。なるほど、高級の女人には受けがよいし、帝や女豪の大声もよろしいが、そのとくところは、男女皇后の極地を、宗教の中に置いた、多弁。 第3水準一の十四の八十五から立山の密教とやらであるそうな。ほっそれは初めて伺いますが、神言のうちでも風教となっておる秘密な刑だ。それへ、勝手な教義や荘厳を加え、宮中でおすすめしているばかりでない。門間の名をたって、彼の弟子どもが関東に下り、武蔵野の立川とやら申すところに、邪教の道場を開き、それが、また恐ろしい勢いで。 世間間のの若いいい男女の間に広まっててるるとも近頃聞いておるつまり因子邪教と仰せられますかもちろんだ、さもなくて、わずかなまに、立川流などと申す、いかがわしき教義が、そうそう、両言の日のごとく、世俗の中に広まるはずはない。ま、とにかくそんな坊主なのだ、あの今道教は。よほどそりの合わない中と見える、忠明の口にかかっては、さしもの朝廷宗門官も、 密教の邪因の秘宝を高級に行う破壊堕落の悪僧に過ぎぬとばかり、頭からクソみそな評価なのである。だがと、聞き手の同与には、まんざら、そうばかりとも思えない。宮廷内の軋轢も、相当ひどいものと聞いている。多分に、それらの感情もあるだろう。これほどな世の確信を、ともかくも実現した帝である。呪文の錬子にしろ、賢すぎるくらいな女性だ。門官の収支が、単なる、 邪教や愚昧な説法に過ぎぬなら、それに裁かられるはずはない。何か、その教義には真実があるか、別な魅力があるのであろう。一度親しく、門官からそこを聞いてみたいものだと、同与は、忠明の言う悪口とは、反対に、ひそかな興味を駆られていた。つまらん。やがて、忠明はぷっつり言った。人をそしる己にも嫌々を覚えてきたように。やめよう、もうそんなく、だらん他人の票は。ところで、 どうだな、どうよ、酒としようか。結構ですな。それとも、先を急ぐか。いや、別に。殿の法院のところによって、門官と会わんでもよろしいのか。忠明の口裏にある嫉妬を読んで、どうよは、自分の口の端にも気をつけた。何の、今道教などに、会わねばならぬようは何もございません。それよりも、せっかくのこと、今日は、一つ、どうよに所望がございますが。なんじゃの、いつも、 お招きの遊女どもを、この水亭に座りきれぬほど、大勢読んでいただきたいので。ほっ。そして、遊びほうけるのも一回でしょうが、その上また、彼女らの世界に、高度船の価値を教えて、やって流行らせます。で、あなた様にも、先に申し上げた通り、諸国への愚然の申請とやら、その他の策を、明日にでも、早速お上へご献起あることを、どうぞお忘れなきように。それから、二多国ほどたつと、ここの水亭の刑は、 全く昼と違っていた。堀川、六条、勾配の、図子、その他方々の女から呼び集められた一流のユ君たちが、ここをうずめていたばかりでなく、四分の縁は、老藉を極め、酒に飽き、戯れ口に飽き、げんすくしに飽き、やがては、かけよう。なんぞ面白いとはないか。褒美を出すぞ。何か、考えろ。と、同与の正位出しだった。ま、ほんと。ほんとだとも。 ご褒美には、一体、何をくださるの何でもやる。おそ袖。布。キャラの油。そんなもの代では詰まるまい。現金をやる。ほれ、ここにこう積んでおく。あらかじめ、彼が用意をしておいたものだろう。大ぶりな文庫をそばへ取り寄せさせ、その蓋を開いてみせた。新しい銭札の貯幣がいっぱいに詰まっていた。しかし、彼女たちは、顔を見合わせたきりで、 何の興奮も表さなかった。女たち、知ってるか同与は、手の切れそうな貯兵の一と束を箱から取って、これは紙の札だが、金としてついえるものだ。いわば、お紙の御証文、貯兵五百文は銭五百文と同様に通用する。さ、これをここへ置く。勝った者への褒美にな。さあ何でも始めろ。と、生やすように言った。しかし、女たちは、一孔弾んでこなかった。 諸兵のことは聞いてるが、ついえないことも知っていた。また、それを拒んで捕まった者も、身近に見ていて、手を触れるのも、ふるふるなくらいに思っているらしい。はははは、お前たちは、まだよくわかっておらんのだな。ありがたみも真の値打ちも。よろしい、今夜、ここでの諸兵は、明日、わしの鮫牛の屋敷へ持参せい。我が家の蔵にある、キャラ、油、層の薬、おしろい、唐り、玉、かんざし粉。 欲しいものと交易してやる。諸兵と引き換えで売ってやろう。遊女たちはやや色めいた。何も、自分たちは、資本を出すわけでなし、間違っても、元っ子で済むというもの。まして、同与様がアーマで言うならばと、ガジェンダさんになったらしい。じゃあ、本当に、明日、お屋敷へ伺いますわよ。おお来い来い。そして何でも売ってくださる天下の通報だ、何でも売る。ついでに、 お屋敷も買っちまおうか。それだけの貯兵を持ってまいればな。どうれ、そこに、どれほどあるの多くはない。祝儀として、賭けに勝ったものにだけ取らせる。さ、始めないか商売を。そう、商売をね。他の女たちも、商売、商売。と、気を揃えてはしゃぎ出した。博打遊びなら、何でも知らぬはない彼女らだった。ここのおかんにも、当選教や買い遊びや、 また、スゴロクとか半球の遊具なども備えてあるに違いないが、そんな天井遊戯はお上品すぎて面白くない。さりとて、銭投げ野菜頃のぼ伏せも、大道爆撃地見る人、町長、競技の挙句。拳がいい。何県この頃流行ってるあれよ。あれって奥下剣よ。言葉のはずみで、そう言ってしまってから、女たちは、気がついたように、千草忠明と佐々木同様を見比べて、 急にお腹を抱えて笑い合った何を笑う奥下犬とは、どうするのだ悪いかしらいや、怒らん。何も、私たちが考えた元祖ってわけじゃないことよ。ただ流行ってるから真似しているのよ、よくって。そこで、女たちがスルツ拳遊びを見ていると、拳の3足は、普通の拳と違っていない。ただ、狐とシ屋と両人を、九行と天皇さんと武士に変えてあるだけのものだった。すなわち、 苦行は天皇さんに弱い代わりに武士には強く、天皇さんは武士に弱くて、苦行には強い。拳に気合いが乗ってくると、女たちはすぐ夢中になった。3人抜くと、貯兵が10枚、5人抜くと20枚。文庫の貯兵も荒まし検証に出て行って、どの女の膝にも、それが、紙くずみたいにくしゃくしゃに持たれていた。よし、今度は、同与と忠明が乗り出して、二度見かかると、彼女らは一斉に。 ダメ、ダメ。と、排斥しあった。あなた方は、記録書の温床方よ。温床方が出ちゃいけないわ。どうして。負けたらどうなさるの。負けはせん。決まってるわよ、勝てないに。もう諸兵はおしまいでしょ。ないんでしょ。こいつめ。東予は、さらに、千鳥棚の別な箱から、新しい諸兵を出して、膝の前に山と積み。さあ、来い。それを見ると、ドット。 表彰の陣を偏寄せて、中の一人がすぐ出て応じた。さいらっしゃい。もちろん、彼女らには勝てもしないし、どうよも忠明も、勝つ気ではない。ただ、諸兵を神吹雪きとすればよいのであった。その拳にも飽き、また、馬鹿騒ぎの勘もつけると、やがて、水亭の夜は、お開きとなっていた。そして、女たちは、さらに、諸兵のお祝を、それぞれ多分にもらって、引き上げていった。こんなもの 彼女らは、ぺちゃくちゃと、その帰り道でさえずりあった。ついえるのかしらお座教さ。どうせついえやしないわよ。尺ねだから嫌いさ。奥下げだの、大名ずらは。この頃のご大身ときたら、ヤクさが錦を着たようなものさ。どうせバサラ社なら、尺も刀も持たない元のブライカンの方が、いっそどれほどかわいいかしれないじゃないの。このロケだよ、この人は。そうよ、こんな著兵なんかも。 あの人に使っちまおう、と。誰がもらうもんかね。爆撃場だって、こんな紙切れは通用しないに決まってるわよ。ち、いまいましい。溝川へだっちゃってしまおうかしら。ま、お待ちよ。一人が止めた。まさか、佐々木同様とも言われるほど、なお人がさ。私たちをだましもしまい。みんなで、これを持って、明日、サメ牛のお屋敷へ行ってみようじゃないの。ほんとに。 私たちの欲しいものと書いてくれるかどうか。もとより、その約束は、東予が思うところがあっての計画だった。彼は、次の日、家臣に命じて、蔵のうちから、女の欲しがりそうなものを手ゅ取り出させて、宮中の木崎町で開かれる女子の死、みたいに、通用門のうちに棚を並べて、彼女らを待ち受けていた。女たちは来てみて驚いた。買い得たものを夢かとばかり抱えて、走り戻っていくのもあり、書兵を紙切れ扱いにして、 つい人にやってしまったのを、急にその場で返してくれと争っているのもあり、何しろ目の色を変える騒ぎだった。東予はニヤニヤ眺めていた。そして、さらに、その日、倉庫のうちの、茶、染料、薬種、その他、かュ々な物資を外に出させていた。噂は大変だった。もっぱら、花街の女たちから、ぱっと広がったものである。諸兵さえ持って行けば、何でも払い下げてくださるそうだ。鮫牛のお屋敷でね。 銭ではいいけないのか貯兵に限るものとものとの交易も相ならずというんだそうだよ死でも近頃見なくなった白菜の神茶だの糸酒庫薬酒香料唐織欲しいものだらけだというんだがあるかね貯兵がさそれがないもったいないことをしたよ実は武グナカ街の大手筋が貯兵払いでならここで漆1 0一千金、革五百枚の大注文を出すと言っていたんだが つい断っってしまったばかりおおむねこんな話なのである。中には早速貯兵をかき集めそこから入手してきたという品種をへ持ち出して転売の距離をせしめたものもあった。そんなことからがぜん東西領京の死を中心に貯兵人気が湧いてきたものだった。従来貨幣の流用は一部で多くは物と物の交易であったから公家武家を問わず払い下げや交易は普通のことで格別な気でもなかった。 だが、諸兵に限るという蔵出しは、初めてである。その洗礼を、佐々木家がまず開いたわけだ。すると、続いて、公家の林蔵でも、同じ条件の蔵出しが行われた。それは、一続月も立たないうちと言ってよい。諸兵は、どこでも喜ばれるものとなり、銭の値打ちをもしのぎかねない成功を示し出した。もちろん、こうした信用度は、それだけで起こったものではない。この間には、新政府の一大経済策も、 その裏付けとしてて大きく掲げられていた何かといえば、それは諸国の武家持統への非常税ともいえるもので、諸国の商談に対し、歳入の二十分の一を、新二兆す、と直例されていたのである。もっとも、広い物資層の動揺を察して、給料案の、新音の所領、動かすべからず、などと、既得権への保障も同時に謳っていたが、どう言い回しても、思い切った重税の段であるに変わりはなかった。 これで国費の財源も見通しが立ち、旧橋の議の紙幣も円滑に行われ、ひいては大々利造営の記念事業も糸口につくことができようか。そして、主教は活発になり、景気を増すほど、庶民も申請を謳歌して、王政万万歳の身を現じ出すに違いない。この案は、達見だった。と、平等の性格たちは、目先だけを見て、新政府の経済面には、もう何ら憂いはないものと、楽観しだした。だが、 これをひどくうれていたものがないではない。マリコージ藤フジフサだった。藤フフサは天皇の連下にふして、悪化が悪風を生むことは、目に見えておりまする。また、中世の苦しみが、百姓に返し、武士ともともの遠さとなることも疑う余地はございません。審議の量も、ほどほどにを発しなくは。と、痛み出しておいさめした。しかし、五代後は笑った。今の礼は、昔の審議だった。真の神議は、 また、後世の洗礼となろう。藤房、そちには、心身たる知性の歩みがわからんと見えるな、と。夕顔版歌。不気味な活性はいつもどこやらに吹いている。しかし、誰もが、深く意に留めようともしていない。あるいは、気がついても、思うことさえ、無意識に避けるのらしい。無理もなかった。思うだけでもゾッとする。そういうものが多かった。金輪際、嫌ですね。お互い、二度と、 もうせんは、ま、っぴらだ。ご神聖もご神聖だけれど、まったくどんな世直しかと思ったらね。いや、がっかりだよ。前代以上、憲兵族くで、おっかない政府ができてしまってさ。こんなことなら、前の方が暮らしよかったと年寄りたちは言っていますな。例えば著兵にしたってさ。そう、一時は著兵著兵と大人気かと思ったら、ここへ来てまた、銭でないと、小人たちは、いい顔をしてくれない。 そのはずさ。いくらでも、後から、後から、紙の札が出てくる上に、ゼニの、健康通報、をもい直したので、以前のものより、まるで、銭の質が悪くなった。だから、今日の銭100問は、前の銭40問のものしか買えず、それが著兵だと、ただの十文問ぐらいなものしかくれない。それが嫌なら、お断りとくる。本に、貧乏人ほど暮らしにくくなったものさね。そのくせ、世間は、兼務刑期とか言って。 何か浮かれきって言いましょうが。わけがわからない。一体どこが金回りがいいんでしょうな。髪の金でも、根が下がったビタ線でも、うんと出回っていればまた、うんと、懐のいいやつができるに違いないが。ま、ぼやいてみたって、わしらには、向かう川岸の眺めさ。そうだなあ、千に追いん回された日を思えば、まだましかもしれないて。おや、来たよ。役人だね。また、河原に落手が立っているかと思って。 抜き捨てに来たんだろうはてそうでもないのかな染ヤの婚ンカ男といつも河原で猿を編んでいる老職人との2人だった役人がこっちへ来る様子なので婚ンカは流水にすねを浸してせっせと布を晒し始め老人は手際よく竹を裂いてはうねりをくれてなた台の脇にそれを揃えていたこら造人どもへえあっちへ行け 早く行かんか。役人は、二人を追っ払うと、後ろに連れていた経理と、怒号らしい者たちへ命じ出した。この辺でよかろう。何せ、今度の御処刑は首数が多いのだから、野来も広く取らねばならんし、ごく問題も渡してある、図面どりいくつも要する。ここらを中心に、まず、囚人のつなぎ食を、一見置きに打ち始めろ。嫌な土の音が、こんこんと、カモの水に響き始めた。そして、次の日には、ここで、 十数名の人々が首切りられた。元鎌倉の幕臣、阿蘇の、團城時事、長崎行信佐助定年、以下、いずれも、去年の千早法還軍を率いていた鎌倉方の首相や侍大将たちで、その後奈良へ逃げこもり、また奈良で敗れて、ついに、宮方へ降参に出ていた、面々だった。それが、なぜ、皆ここへ来て、ことにわかに、打ち首となったのか。不気味な活性は、ここにもあった。新政府が立ち、 すべて北条九代の社会は、一式されたようでも、広範な土壌に潜む旧幕人たちの名前の秩綱は、まだ、どこかで息をしているに違いない。殺しても殺しても、殺しきれるものではなかった。早くも、この冬から、今年に入って、前代の維新、と、唱える北条残党の都が、東北では、豆りはや岩き地方に氾濫しだし、九州でも、筑前から薩摩方面で、侮りがたい猛威を振るい、機内の近くでさえ、 キーの半生山にハントがこもって、要前代に回せと騒ぎ出している。考えてみると、亡き執権高地の弟、北条左近大夫安家は、まだどこかに生きているはずであるし、高時のこのうち、一人は殺されたが、獅子の亀琴吹丸、後の時行きは、炎の下から、維新の背に追われて、信濃方面へ落ち延びたきり、以後の消息は分かっていない。これは捨ておけん。中央では、にわかに、それへの改心が強まっていた。そこで、 たちまちま一血を見たのが、金ネガ阿弥陀ヶ峰の囲いに入れておいた、皇尚たちの処分だった。阿蘇、大仏、長崎、佐助など、北条威信中でも、歴歴なやからを、いつまで未処分にしておくのはよろしくない。王軍にこうした賊は、皆このような末路ぞと、諸人に示すべきである。と、即日、七条河原に引き出して、断罪の刑とし、十一人もの生首を、半月余りも、袋受け並べてみせたのだった。 これで諸国の残党の相乗が少しでもやむだろうか。結果は何の見せしめにもなったらしくはない。逆に地方の参加を怒らし、庶民は新政府の非情を冷たい目で見た。そして、都人市の風潮はいよいよ虚無的に、また切な的になり、どうせ人の世はむごいものぞよ、息をしている間がめっけものだ。あれを見、これを見ては、明日の日などは当てにならぬ。できる時に、できることを。 やりたい放題やっておけという先見を深い定観みたいに皆持ち出した。これは何も突然湧いたものでなく、猛虎襲来の戦後、そして末期北上の頃へかけて多分に調整されていた人心の腐敗度だったが、今度は世直しの世と期待していた兼務申請にも失望して、善との滅失を感じ出したとなると、今や、それは極端にまでなってきた。信じられるのは、刹那の快楽だけで、全時代の道徳などは、 犬の糞ほどな価値とも見られぬ悪の短尾時代を呼んできたらしく見える。だが、また、世間の見えぬところでは、こういう世相に、往々として、ふんまんやる方ない、正直魔法な領民も少なくなかったに違いない。河原の落種がそれを証拠立てていた。落種は、御神聖を誹謗する者として、ケビー氏の役人が見つけ時代取り払って捨て、また、下手人は、かしくなく挙げてもいたが、なお、三条、七条河原などに、 楽詞を立てて世を皮来る者が絶えなかった。それはその風景を見に集まる民衆の顔つきから察知ると、いわば自分たちの代弁者としてそれに喝采している風であった。彼らにも批判はあるが、無力な民だ。批判を吐く自由の場がない。それが河原の楽詞となった。そして、毎度河原版の立ち読みでもするような人だかりを見たのであった。中でも、剣夢記に記されている「剣無元年月8月の二条河原落書」などは、 その代表的なものと言えようか。それそのままが、自聖書の側面感をなしていて、彼らの悲しい泣き笑いが、ふわさけりのうちに聞こえもする。血と長いが、以下原文のまま掲げてみよう。この頃ろ、とに流行るもの。夜打ち、強盗、偽臨時メシュード、早馬、から騒動。生首、原属、自由出家。にわか大名、迷い者。安堵恩賞、巨戦 本領離れるる訴訟人。文書、素顔の入れたる補足図。追従、残人、前立士。下国上するなりでもの。器用の玉、稲、沙汰もなく。も、るる人なき決断書。着つけぬ冠、上の衣。持ちも、周和ぬ尺持ち手。代理町張り珍ずらしや。これが革新政府家の社会図だった。その乱脈さを、庶民は滑稽とさえ見ていたらしい。まないた星ゆがめつつ。 黄色めきたる京都侍。黄昏時になり塗れば、浮かれて歩く色好み。幾そこもとやかず知れず。大理リ味と名付けたる。人の妻ども、浮きれ女は、よその見る目も心地悪し、彼女らの辻姿に、戦後の傷は、まだそのまま残っていた。そして男は、おはおれいがむ、エセオダカ。手ごとに誰も持ちたれど、取り取ることはさらになし。鉛作りの大がな。 立ち寄り、優にこしらえ上げて。前下がりにぞ差しほこらす。バサラ扇のごつごつ。広し、痩せば薄こそで。ひぜにの質の小不足。関東武士のが出資。下須、上、茂るの、剣に変えて。月、第三水準一の九十一の二十六、のさもなく。大口に切る微成功、折り絹の名。鎧、ひたたれ、なお捨てず。弓も引けぬに犬大物。落馬は焼かずに勝りたり。 誰を師匠となけれども、あまねく流行る大傘かけ、財ど所々の歌、連が、天者にならぬ人ぞなき、不平と様の差別なく、自由老是機世界なり、茶、甲、中、ひたす、主子家、第三水準一の八十七の四十の寄り合いや、犬、田楽は関東の、滅ぶる元と言いながら、田楽はなお流行るなり、町ごとに立つかがりりやは、高領五軒、板三枚、 幕引き回す役所ども、数さえ知れず道見てど、諸人の敷地定まらず。と、反作の家や、牛馬糞の空地だらけな周囲を、これが、庶民暮らしの京だと嘆き、また、鎌倉の世の頃には、まだ、多少は、礼儀作法の品のあった武士も、さてさて、不死だらになったものだと外観し、終わりに、花山通りにさびれつつ、キュは花楽に変満し、非色の表情はやりにて、天下一刀珍しや、 妙に生まれて様々のことを見聞くぞ不思議なれ。敬はランベの口ずさみ。十分の一を漏らすなり。で、結んでいる。二条河原落書きは、文字から見ても、総学式があるものの号ではない。けれど、七五調なので、覚えよく、歌いやすいのですぐ人口に解釈し、この頃とに流行るもの。夜う強盗、偽臨時メシュード、早馬、巨騒動 そのまま流行り歌となって、辻の子供らまでに、この夏、歌いはやされていた。同様にも、民の声があり、風言も、まま、天の声をなす、とか、これが火もない煙でなかったのは、思い合わされぬことでもない。この、二条河原落書きの現れるついにたつきほど前だった。的確に言えば、6月7日の未明のこと。落内の市民は、不気味な、しかし、静かな、凶案のうちに、すはまた、 二度の夜直しか。と、一触即発の戦気を感じ取って、皆、肝を冷やしたものだった。たれ言うとなく、前夜6日の夜半頃から、間もなく、五条二条へかけ、心町仲間でも、合戦の巷になろうぞ。と、声から声へ、騒がれ出していたのである。と言って、深夜の世間は、日頃以上、死因と、ひそまり返っており、犬のこの影も、酔いから耐えていた。それが、なお、 いぶかしいししというものものあったりして、逃げようか。いやもう間に合わぬ。下手に外へ出たら、帰って危ない。と、人心地もないとのまんこは、6月の夜を、一倍、不安にむされながら、音なき音に、よすがら、聞き耳をつからせていた。ところで、こうした噂の起こりはといえば、火元は、色町からだった。前夜の酔いの口。六畳の遊女宿で機嫌を上げていた一茶の武士たちが、意味ありげに、遊女たちへ。 俺どもが帰っても、今夜は寝ずにいたがいい。やがて、面白いものを目に見せてやる。と、いつになく、皆、早めに引き上げていったという。同じような例が、同じ酔い、堀川の女かでもあった。昼頃から出たり入ったりしていた一座の客は、苦行を交えた相当な侍たちで、初めは女たちも遠ざけていたが、酔いになると、一尺の宴を開き、そしてしきりに、前祝いだ。とか、守備を祈る。 と、か言い合っているので、女たちが、何の気なく、一体何があるのですか、と執よに尋ねたところ、若格行の一人が、王道の宮の行人と称する年配の武者と顔を見合わせて、火祭りじゃよ、と、笑って答えた。けれど、なお、女の一人が、座教半分に、火祭りは、あんばの行事じゃありませんか。嘘ばっかり。と、なじったところ、今度は、その若格行が真顔になって、何もあんばとは限らん。 どのうちでも、時々には、ゴミ焼きをする必要がある。王政の敵を一掃する人、血の祭りだ。夜半過ぎ、六原の方を見ておれ。と、これも、帰りがけに、言って立ったというのである。それやこればかりでなく、洛内の市民は、前夜から、はてなといぶかられることばかり見聞きされていた。宇治や鳥羽の川船が一切止まったとかで、死につくにがその言うは入ってこない。いつもなら、 この頃とに流行るもので歌われている。黄色めきたる餃子村日ひ。黄昏時になりぬれば。浮かれて歩く色好み。の、その人通りも全くなく、柳影やら空ちの小屋に、夕顔みたいな辻気味の顔が、どれもこれもお茶引き、姿で、手持ちぶさたをしつっている風。また、やがて夜が深まると、辻々48箇所に、いつもは週集めているかがりや、後世の辻番所の武士が、骨つと、みな、どこかへ姿を消し去った。 そして、それらさまざまな島規則から噂の疾風が、夜半頃には河川、千だ、という間の形になり、首謀者は、宮将軍の王党の宮とも、明らかにされだしてきたのだった。と、すれば、相手は、足利高氏のほかではあるまい。平素、宮将軍のお憎しみは、庶民間にも分かっていた。分けて、宮の行人といえば、川一つ向こうを敵国のように見、足利といえば、悪魔がすぐに野区に次ぐ。 また、天井では天井で、何事によれ、足利なしという排他的な隠語が用いられているほどであるとも言う。足利こそは、との風にも、王家の一心にもしまぬやつ。とは、天井人あらましの重木実施であるらしい。そして主将後醍醐もまた、今のごとくんは、行く末、他根となる恐れは十分にある。となされ、近頃では、これまでの高氏懐中作は捨てて、しばしば、 宮将軍とのご密談も代理で行われているなどの事実も、にわかに、宮一味をここで気負わせ。打つなら今だ。高氏が片腕と頼む弟直義も、去年引き裂いて、鎌倉へ追いやってあれば、六原に今ある勢いは、集中合わせても知れたかす。というつけ目を狙った夜討ち計画となったらしい。しかし、これは甘かった。高氏は知っている。同情における高氏なし、などという排他的空気にも。 彼はどんのようでいて鈍感ではない。特に、6月6日の宵からは、すでに非常を悟って、六原一帯は急武装にかかっていた。宇治船が途絶えたのは、その方面から楠木正成が、機内の兵を動員しているものとみて、山和口へ一手を備え、また、二条方面から五条へかけては、明け方までに、数千機を配置して、いつでも、と、宮の出方を待ちすましていたのであった。どうして、そんな早く、しかも、 六原勢だけとも思えぬ兵力を高氏が配備したのか。これには、王桃の見合いか、一興を喫して、夜市の出っ放をくじかれた。第五三を生じたらしい。所詮、成功ではかなわぬことは分かりすぎている。ついに、虚しく夜は明けてしまい、夜市の秘密計画は不発に終わってしまったのである。しらじらとことなく明けた街を見て、ほっとしたのは、楽な内万個の市民であった。あとでは、高氏も、立然としたことだったろう。 宮将軍の悪辣さよ。もし、こなたが、事前に、宮の非刑を悟らずにいたらどうなったろうと、高氏が、本心、宮に対する、警戒以上な敵外心を村と抱いたのはこの時だった。自分に対する、応答の宮が、あくまで、法要の広度もない冷ややかな、他人、であることが、地とに承知だが、それは、世間知らずのお人が陥りやすい周囲からの誤解と見て、決して快くはないが、何事も受け身に受けていたのである。 今は違う宮こそは自分にとっての党の強敵。また宮をめぐる殿の本院千種忠明新田義貞名は長年楠木正成らのすべては一軍の一敵国と心の持ち方をここで改めずにはいられなかった。そしてそれらの宮一味のうちに佐々木同与の名も彼は数えてみたかもしれない。なんとなればその同与は滅多に六原へ顔を見せずまた 高氏も彼を問わず、つまり、以来疎遠となっている。しかも、同与と千種忠明とは、ここ急速に、その交友ぶりを密にしており、また、殿の法院や義貞とも親しんで、誰の目にも、宮将軍幕下の一人と今は見なされているからだった。ところが、今度の場合、いつ早く、6月6日の夜半過ぎ、不足に備えて、おぬかりあるな。と、高氏のもとへ、それを密知らしてよこしたのは、 誰でもないその同様だったために高氏の早手回しが効いて王党の宮が計りことみに励んだことも断念のほかなくなったものなのであるだが高氏にはこの行行も少し後味が悪かったなぜならば彼にはまたもや同与という人間が分からなくなりだしてきたからだ先に朝廷の恩賞審議の際に誰一人同様の選考などをあげるものもない中で自分の功は割いてもぜひぜひ 彼へは叱るべき恩賞を、と、主張したのが高氏だった。また、その後、決断書よりうとの一員へ、彼を推挙したのも高氏である。どうよもそれは知っていよう。彼のような男でも、恩義は恩と覚えているのかと、解釈してみたが、しかし、6月7日事件が不発で終わってしまうと、それからはまた、不つりと耐えて、たまたま、金利への参拝でふとあっても、どことなくよそよそしい佐々木に過ぎない。この間、 これも、暴漢の取り沙汰に過ぎないが、高氏は、王党の宮の悪策について、宮のお父御醍醐へ直々迫り、いくつかの実証を並べ、その紋責は、脅迫的な動きであったとさえ言われている。かような秘密計画をもって、高氏を除かんとなされるようでは、所詮、この高氏は、とにとどまりかねまする。阿蘇の一人として、王政へのご禁止もなりがたいことと、暇をこうたものだという。それは困る。と、御醍醐は、 言葉を尽くして、彼を恐れ眺められたとも伝えられた。それかあらぬか、一倍、高氏に、優遇の身を示され、間もなく、彼を三義に上りげられた。そして、季節は、中秋九月に入っていた。男山、秋には、教行が多かった。鴨へも、当時へも、それはあったが、しげしげのお出ましは、おおむね二条高の倉の新地で、古典には、こう見える。宝剣の西、二条高の倉に、 馬場殿とて、てににわか利休を立てられたり、天使、常に行幸あって、かぶ、蹴鞠の暇には、競馬を番わせ、笠掛けを刺させ、巨優の凶王座添えられける。秋も、つい2年前の秋は、どうだったろう。天皇は沖ノ島にあり、王子らも、遠い廃所の月だった。王党の宮は、吉野の古類に、千早は、敵の獣医の中で、明日の望みは、愚か、一命すらも、 いつ法上のネタ場に合うやらと、日々が、世の身のお心地だった。それが、今は、我が世だ、どの秋だ、楽しまずして、何の人生、とは主張の願いだが、天皇とて、それに漏れるものではなかろう。分けて、後醍醐はまだまだ奏者だ。高級も数ある上になお、二条家の美紀栄子を女房に入れたのも、ごく近頃のことである。いわゆる、お姉さん女房の寿号三位の連志も、帝のこの病だけには、 急を持ち出すこともできず、ま、お体を壊しなさらぬほどに、と、品よく苦笑して、見て見ぬふりでいるらしい。いかんせん、彼女の養殖も、はやみそしの半ばである。自信はない。けれど、それは、決して、帝という男を肌から話し切った意味ではない。むしろ完全な、我が者としての安心でさえあったろう。帝が夜の御殿にいることなく、栄子の貴重や、妃町の曲を、毎夜毎夜変えておいでであろうと。 帰るとところは自分のの他にないいものと決めていたまた、そう信じていいだけの理由もある。霊氏が生んだ親王常吉は、金々ねね、彼女が望んでいた通り、今年の正月、皇太子常吉となって、道具に定められた。すなわち時代の天皇である。もうこれ以上、彼女が後醍醐にせがみ求める何者も,もないはずだった。でも、なお、安心できないとするならば、それは嫉妬以外なものではない。だが、 嫉妬が男を独占し得るものでないぐらいな分別は、彼女の賢さと、その見識が噛み分けていないわけもない。皇太子は十三だった。他にも、腹違いの年上の親王方は、たくさんいる。それを超えて、東宮に建てられたのであるから、霊子のどんな力が、陰で帝に迫っていたにせよ、五醍醐も、この常吉を痛く愛しておられたのは、言うまでもない。それの印には、高倉の馬場殿へおなりあって、競馬を見る日も、歌舞、蹴鞠を、上乱の際にも、 必ずと言ってよいほど、そばには、東宮を連れておいでだった。おかみと、その日、十番の競馬も終わる頃であった。花壇のような差し木の揺れの中で、蓮氏が、ふと五代醐へささやいていた。20日の夜、東宮の御所へ、お拾いで気軽、お遊びにいらっしゃいませぬか。何しに。東宮のお望みで、近頃、とで、評判な琵琶の上手、各一奉仕を召されることになっておりまする。各一 はい、おみも、噂はご存知でいらっしゃいましょう。ついぞ、帰観の、それは、五代五の習性と言ってよく、姉のような蓮子の機嫌に、どこかでお心を使いながら。角一とは、初めて聞く琵琶講師だが、どうして、東宮が御所へ招きたいなどと言い出したのか。いつか西宮へ、おいでの折、ちょうどき合わせていたのでございました。ひとしの君とその母子とは、冷戦家の歌のも門だそうでして。ほっ。その折は、 琵琶も聞かずにお帰りでしたが、後で、東宮の大夫やら小女房までが、各一奉仕というのは、近頃、セミ丸の再生と、みんなが評判している琵琶の上手、みすみす惜しいことを遊ばしたと、みんなしていいものですから、ものちんなな東宮のご同心が、にわかに、各一を召せ、各一を呼んで、と、おせがみなのでございまする。もうか、開目無妙らしく、西宮でも、母の草心天マとやらが、付き添うておりました。いえ、こんなことは、 帝もつとにご存知と思うておりましたが、いや知らぬ。でも、東宮の大夫に調べさせてみましたら、それは三義尊氏の身寄りだそうでございますよ。足利の、いとことやら、おばとやら、はての、金獣も、そのような世辞話はしたことがない。では、六原のうちにおるのか。い,いえ、近頃、小松谷のほとりに、一案を作ってもらい、そこにいて千年、琵琶の工夫をしているのだとか聞きまする。 うむ20日といえば、月の見頃は少し過ぎますが、せっかく、東風も、その各置を御所へ呼んで、お楽しみにしておられますこと。その上もし、お父の帝にもお渡りくださると聞けば、どんなにお喜びかと存じますが、それは、あいにくだ。20日の夜は、そうしておれぬ。何か、ご政務でも。今日決めたばかりだが、岩清水へ参って、21日2日と、三郎の役になっておる。ふと。 完成と誇りが馬場の方で湧いた。十番の競馬の最後の騎手が、もう、勝負の、しるべの彼方から、こっちへ馬を返してくる。挿し木の苦行百貫から武神たちも、すべて、天皇、守号東宮の方へ、規律の灰を見せていた。官御の太鼓のうちにである。弁慶へ入られても、あとは、優勝騎手への私悦だの、禁獣の相乗やらで、玉座は、いかんの群れの絶え間もない。で、帝が、すぐ、 そばの蓮子へ、もう一度げん、何かおっしゃ、しゃりたいとしていることも、なかなか、口たす耳、第三水準1の14の94、くひまが見つからなかった。そのうちに、書簡は、皆、ご車寄せ、なだれていった。続いて、ご醍醐も呪号も立てざして、牢を並んで歩み出した。そのとっさ、頬の間に、帝は、蓮子の横顔をちらと見ていった。の奉仕やその母ぐらいはよろしいが、構えて、足の人間を、 東宮へ近づけてはならんよ、と。御車寄せの開花には、その足利家の高野諸直、また、近衛の武将に行った義貞、名は長利など、天皇のお目から見ると、どれも御子がたい面魂が、敷き並みに充満していた。一見、皆どうにでもなるものみたいに呪縛していた。九月二十一日。天、晴れ。御車は、早朝、土門を発し、淀川の南、男山の岩清水八幡に御着。その日に、 包朝中滅、王政一党、二つながら、大願のなった報告が行われ、天皇完売の御儀に次いで、玉串が捧げられる。二十二日、山の上御国寺にて大供養。夜、一山をおねぎらい。二十三日、御下山。都庁、ふもとの全法律寺では、俗に、もみじじとさえ言われる、紅葉の森をご覧ありながらお小休み。そして同日中に観光。というのが、 時の国軸容器に記された行行次第書き立った。区部には、6F の区こ近衛の牙、舎り、次長から、久保所の侍まで皆清掃して従った。当然、そのうちには、千種忠明、足利尊氏、新田義貞、楠木正成、名は長年、佐々木同与らの列も混じっている。あの物語そうな名は長年までが、近頃、彼の家中風俗を、町でも宝貴様と呼んでいるほど、 いつの間にかとぶりに死んで、本師のほかけもんを、旗、道具、衣装につけ、その高層の華奢なこと、誰にも負けない風だった。それとまた、二日目に行われる供養の大同士は、当時の長者同意であったから、それの一行も大変な人員だった。同士の総長は、長者の腰に乗り、力者十二人が担ぎ、大同士、そば侍四人、次長らが付き添い、国境以下の総監やら、一帯の侍やら、仲間、随門 馬鹿子まで目を奪うばかり華麗な列だった。だが、途中の混雑を避けるため、これは別な道から男山へ参考した。こうして、丸二日間の惨状は、その式辞次第の終わりまでは人で埋められたというも、決して言い過ぎでない。他の苦行武将も例外であるまいが、高氏は分けて気づかれを覚えていた。こういう古事式目の連続には、何の興味かないのみならず、些細な過失にもすぐとがる苦行や相関根性に、 うんざりさせられたせいだろう。だが、五国寺法斗院の最後の夜も無事に終了して、玉物種の余いをほうに、諸人と共に、彼も、この晩だけは、自分の宿所へ下がってきた。それもすでに深夜だった。諸人の宿所は、山の上山下に分かれていて、高氏の田室下一院は、ふもとに近い平等王院のうちだったのである。20日過ぎの月はどこかにあるはずだが、東坂の大杉ぎばかりなこの下影の坂道は、星も見えない闇だった。 と、高氏は足を取られた。垂れのいたずらか。縄でも引いてあったらしい。それが平地でもあることか。苔さびた石段だし、かなり急な振りでもある。思わず、前のめりに3、4段ほど、ととととと,とよろめいた。そして、危うく身を立て直した貝中の刹那と言っていい。か。と、すぐそばで、5体の精を、一括の息に凝らして切りつけてきたものがある。無意識に、高氏はバッと外していたが、 とっさ、後ろからもまた彼の背をめがけてついてきた鋭い白羽の光があった。視覚は2人らしい。歯は目にも止まらず、暗闇なので、顔形もわからないが、高氏はとっさに知った。いつかは、こういうくせ者に襲われる恐れは、多分にあったものを、という自生だった。だが、悔いてなどいる暇は、もちろんあろうはずがない。直感と、本能だけが彼の間髪にさらされた生命を、辛くも、に、三度防ぎ交わしていた。 そして、その先行の間に、何やつ、と、大活し、物を言え、と、相手の飛躍に空を打たせる旅ごとに、身をのけぞらしつつ叫んだが、運も寸も、二つの人影はもとより、答えもしないのだ。すぐ持ち直す、その白い刀瀬を通して、あらあらと必殺の息を整え直しては、高牛を中に挟んで、逃がしはせぬ、と注意深く、石段の上と下とから、何度でも必要に迫り寄ってくるのだった。 人を呼んでも声が届く場所ではない。逃げるにしくはないと思ったが、この急な坂道では、それも多分な危険を含む。今はと、高氏の前後体は、稲見ような石を知る憤怒の皮膚に変わっていた。そして、彼の手にもいつかたちは抜かれていたが自信もなかった。自分を背負って待ち伏せていたほどの相手である。腕に、十分な覚えのない輩とは考えられない。は相手の影の一つが振り向いた。 その時、それが、頭幅をした大奉仕であることが、高氏にやっと分かった。も、一人は、山袴を履いた軽装の武士なのである。奉仕に続いて、その武士も、何か慌て気味に、来た。と、言ったようだった。途端に、おうっと吠え合って、泣き込んできた二人の早い立ちに次ぐ立ちの光は、一瞬高氏の近くの他のものでしかない。彼も、また、無我の応酬に火花を散らした。だが、 その足は、石段を踏み外して、勢いよく5、五、六段ほどまりになって、こけ転んだ。ところへ、ヤキのしじまに変を感じて駆けつけてきたのだろうか。上の方から飛んできた6、六、七名の者がある。その中の一人に肩を蹴られて、高氏は、またもや石段をまろばった。しかし、彼を飛び越えた者ははっとしたらしく。やっ、おとどですか。と、すぐ駆け戻り、さらに、一倍大きな声をして。 辺りへ怒鳴った。やはりおとどであったぞ。ただし、おけがはない、おけがはない。高氏は、達也いな。石堂か。は石堂十馬です。ここはいい。逃げた奴を逃がすまいぞ。法仕都金の大男と、一人は執行袴の侍だ。取り逃がすな。ごめん。と、十馬もすぐ追っかけていった。が、高氏は、体の痛みを覚えてか、位置そのまま。 石段に腰を崩してしまった。間もなく、石堂十馬、畠山五郎、二清義丸、その他、高氏の他校には、常に随参している若党やからが、一人の男を取り囲んで咲したから戻ってきた。だが、も一人の大奉仕の方は、ついに捕まえ損ねたらしく見える。今夜の帰化を、彼は、後悔するな。と、友の者へ口止めした。二清義丸らの若党たちは、今夜も主人高氏は、 山上の宝刀院に宿直と聞かされていたのであったところが他の武将連は皆それぞれの宿棒へ引き上げたと知り慌てて迎えに行ってみると早高氏は退出したとのことそこでいよいよ不審を持ち道を追ってくるとこの始末であったという今宵も宿直と誰がそんなことを言ったのか道々高氏の問いに友頭の石堂十馬はその際よぎって高氏の体を飛び越えた罪をもわびて 黄昏、神れ、の共回りが言いおりましたが、念のため、畜産殿の方で聞くと、同様、今宵はお迎えなしだと申しまする。そのいずれもが、まことしやかな言でしたので、ついそれを信じての深く、お詫びのいたしようもございませぬ。と、言った。そうか。とのみで、高氏は、彼らの手違いは、深くも責めず、子供投げに、宿所へ帰った。けれど、彼にとっては、骨髄に徹するほどな。 これが衝撃だったのは間違いあるまい。石段で打った節々の痛みもあろうが、よく眠れなかった様子である。暁、平等王院の寝床を出て、石堂、夕べのくせ者を庭へ引いてこい。と、言いつけたのも、まだほのぐらいうちだった。石堂十馬と二貴を吉丸の二人が、やがて、がんじいましめにした若い男を、縁の雨落ちのあたりに引きすめた。そこで、高内自身から、どこの家来か、誰に頼まれたかを、 散々に正してみたが、男は口を閉じ、どうかすると、その後編に、不敵な薄ら笑いを見せるだけだった。よし、言わんな。高氏は、しばらく彼と紺比べのように黙り合った。そして、今度はツバと言った。川内殿、楠木のうちに、龍井澄殿とか呼ばれている御社邸があったな。そうだ確か正末殿という。そちは、その正末の家臣であろうが。顔にも出たぞ。 口を閉じている意味はあるまい。つまらんや政治はよせ。どうしてわかるわからいでか。その訳は、後で、措置が、以前親しくしていた愚足師の柳仁から聞け。柳仁お。はや、今朝は帝のご下山。そろそろ、久分のお勤めにまからねばなるまい。あとは柳仁に預けておく。高氏は、縁を立ち、そして、突き当たりの杉戸へ向かって。右馬会。 右馬会と、読んでいた。そして、一色右馬会の姿を前に見ると、こう言い残して、彼は、出資の身支度に、他の部屋へ入ってしまった。そチちは、このものを、以前、河内の流線で見ていると言ったな。昔なじみだ。よく話し合ってやるがいい。そして、すんなり白状したら、縄を解いて話してやれ。預けたぞ、生かすとも殺すとも。この朝、再び、岩清水八幡の方前に。 天下太平の祈願を込め終わった後醍醐は、やがて、全落療領のうちに、男山の長い石段を、彩雲のように、区部全員と共に下山された。御車は、麓の全法律寺に前夜からお待ちしており、ここで、承継の後、夕方までに、ご気楽という順序。五辻では、天神、願職の儲けなどして、観光のお立ち寄りを、境内の紅葉と共に、お待ち受けしていた。やれやれ。と、区部の苦行たちも、ここでは、 三条の決裁も解かれて、俗将、もみじじの今を森なもみじの間を商用し合った。天津とはいへお酒も出る。巨匠の辺りは、断章に湧いていた。誰の声よりも、五醍五のお声が高い。ろうとして、表の方上まで、明らかにお声と分かるほどだった。ここは、秋はもみじ、夏はホトトギスの名所でもございまする。と、右大弁清忠が言うと、そうそう、門前の可否に、読み人淵の歌が、 こう刻まれてありましたな。と、堀川の大納言が、懐かみに留めておいたその歌を盆上した。すると、少なからず、ご機嫌なご大後は、早と正藤原泰清という者を、特にお命差し合って、泰清、そちは大層声がいいそうだ。今の歌を浪吟してみよと、命じられた。泰清は、剣の大外旗に過ぎない者のなので、絵画にいたが、ひょうきんな男と見えて、 なかなか陛下のような美音ではございませんが、大敗で一言いただけば、あるいは、お耳をけがすぐらいには銀じられるかもしれません。と、サイヤさんやと言った。つるいやつだ。と、お笑いになりながら、安すきよへ大敗をやれ、とおっしゃっしゃる。万ザも笑った。笑いが止むと、安すきよは、今聞いた読み人淵の歌を、いい声で漏えいしがした。ホトトギス。八幡、山崎。泣きかはす。声の中へ行く。 淀の川舟やんややんやの喝采であった。分けて、康清は有名な美声家なので、その音声は、はるか、山門の方にまでよく聞こえ、その辺で出魚待ちしていた武者屋からまでが、死因と、一時耳を洗われていた。淀の川舟、高氏も、そこの将棋で、太口で反復してみた。淀は、高氏にとって、いろんな思い出のことが多い。歌の意味も、何か、胸に染み入った風である。 急にそれで思い出したらしく、将棋を離れて、三門の袖の方を見た。大勢の足利一頭だけが西たまりに控えている。その中から、一つの顔が、高氏の目に応えて立った。高氏が黙って、人なき風鈴の中へ歩いて行くと、その者もの、もすぐ後を追ってきた。一食右馬会なのだった。鯛、どうした昨夜の資格のことでございますなそうだ。 ソチに預けておいた楠木家の回し物、白状したかそれとも、あのままか右馬飼は、答えた。されば、応接家のまま、後に残って、休問いたしましたところ、ついに観念したか、くせ者も、やっと泥を吐き寄りました。そうか。と、高氏は、注意深く、風鈴の外を見て、誰も来ないな。参る様子はございません。ソチも、かけろ。 燃えるようなもみちの根元に、高氏は腰を据える。して、何か。くせ者は、やはりソチが見たとおり、楠木正成の老頭に相違ないのか。はい、この右馬魔は、以前具足し柳人志の名で、河内流線の屋敷では、登流仕事をしていたことさえあるので、玄奴も私を見ては、白状せぬわけには行きません。名は、なんという男。正成殿のうちで、桐山弧禄と申す老頭でした。もう一名、つい、 取り逃がした方の大奉仕は、コロクの白状によれば、殿の法院の部下、岡本坊とか申すやつだそうで。とまれ、いずれも、王党の宮将軍に属するものだな。そう言えましょうか。そも、誰に頼まれて、この高氏を闇討ちしようとしたのか。そこはどうだの。そればかりは、頑として、身を吐きませぬ。のみならず、殿を刺して、当銀の国賊は高氏だ。今のうち、高氏の一命を縮めねば。 未来必ず、朝廷の外になる、高氏を殺して、王政の妨げを除くのは、自分らの信念でやったこと。やむなく頼まれた雇われ、資格ではおざらぬ、などとも大言を吐き寄りました。まるで、それは、常に聞く、宮の興奮そのままではないか。おそらくは、と察しられますものの、宮のみの字も、お首にさえ出しません。それでいい。そして、五六の身柄は即座に話しつかわしました。 素直に白状したら解いてやれと、あの場で、殿が、玄圧へ約束をお与えなされましたことゆえ。それもまた、それでよかった。命拾いをしたと、喜んで立ち去ったろうに。ところが、縄を解かれてどこへ帰ると聞きますと、どうも愚かよ、主人正末殿のもとへ帰ると、豪語してはばかりません。ふむ。そしてなお、申すには。いつかまた、きっと、高氏の命を狙うぞ、目的を解けるまでは。 所紋してやむまいと、ふてぶてしくも言い払い、どこへやら姿を隠し去ってござりまする。ははは。はと、高氏は立ちかけて、なかなかけなげなものだな。と、一と言のように笑った。ちょうど彼方の陳では、帝の立つ座と見えて、苦行たちの群れの間から、九部の陣ゆへ御車ぶれが、しきりに手合図され出していた。間もなく、もみち寺を出発。観光は、夕に終わった。二条理大理は、天上殿下。 広い夕闇が、せわし投げに、すべてちろめく日であった。そして、高氏も、区部の任を済ました上はと、退出の気をうかがっていると、ふと、自分を呼び止めるものがある。見ると、この3日間、ともに、教皇の区部をしていた川内森政なりだった。ご退出ですか正成は、寄ってきて、もしお急ぎでなくば、森入って、しばし人の気どころでお話申し上げたい義があるのですが。と、言い回しもはぎれ悪く。 ただ、この人らしい、陰険さだった。を、何かと思えば、と、高氏は、気軽に、ちょうど、御用も終わったところ、どちらへでも、かたじけない、筒の間の西の寮であった。正しけが先に歩みかける。それを、高氏はふと止めて、友のやからは疲れています。先に、人数を六原へ返してから、お目にかかりたい。どこでお待ちくださろうか。ならば、 教書店の牢の間でお待ち申し上げておる。あれには常に人もいません。では、後ほど。一度二人は別れた。高氏は F の門の外へやってきて、友の面々へ、自分は一人語から帰る。一同は、先に引き上げて、くつろいでいいぞと言い渡した。いや、夜に入っても、お待ちしておりまする。拝んだのは、畠山五郎、二清吉丸たち。また一色右馬会も、 つい昨夜のこともあり、またぞろ、どんなご祈難が待たぬとも限りません。いかにとの辻とても、と、皆不安顔して聞かないのだった。その気持ちを、ありがたいとでも言うことか。高氏は、かえって嫌な顔をした。この行々しさが彼には困惑なのである。男山の帰化は、固く口止めしておいたのに、もうすべてに漏れているらしい。覆いたい月光が彼らに見える。それが、高氏には、心に背くものらしい。 やつら,らよ。と、ついに叱って、先へ帰れと申すに。はっ。右馬会いにも申しておくが。は。構えて、野猿の資格のことは、これ以上は他言をするな。してくれるな。もし、世情の口端にまで登るようになったら、それは、かえって高氏を危うし、暗闇の狂人以上な難儀を予防。わかったか。はい。おとなしく引き上げて、どこまでおとなしくしているのだ。 よろしいな。行け。い捨てると、高氏は、再び F の門内へ戻っていった。そして、代理の西北にある教書殿の廊の細殿の外にかかるや、ふと佇んで、クスノキはと、約束の正成が、もう来ているか否かを、そっと体で聞き済ました。正成が、言おうとすることは何か、それはわからないが、高氏としては、この際、彼と人の気どころで話しうることを、また、亡き好奇と、重視していた。 正成の人となりや、その政情、その地方的人望などは、とうに彼へ近づいていた柳仁一色右馬会から聞いている。また、彼の、千早や城時代の辛抱強さや、その戦略ぶりも、高氏は、誰にも超えて、注意してきたところである。や、お待たせしました。なんの、ご迷惑を願って。正成は、彼を見ると、すぐ、座を下に下がった。低く、下座に着いたのは、あながち。 正が悪くンンすぎるのででももななければヒゲでもない身分の様のだ。高氏が三位の三位、左兵の徳であるに対し、正重は十五位河内森ルに過ぎない。また、高氏の家柄は、神殿と並ぶ源家の整形だが、正重は南河内の一度合だ。天井の順列でも、はるか正重が下である。ま、河内殿。お手を挙げられい。お疲れのところへ、曲げてお顔を拝借など。 心ない技とは存じましたなれど。あいや、高氏は砕けてみせた。つい日頃お近づきを得ぬが、よそながら、小当たりの人となりは伺っておる。何事もお気軽。以後、下衆し,していただきたい。これは。と、心から恐縮して、正成の方からこそ、申すべきところを、は、はて、さような御意を先に承ると、どう申しあぐべきか、正成、いよいよお詫びに急しまする。 何をで射程正末に代わり、ここに深くお詫びいたしまする。と申せば、早ごがてんにございましょうが、正末の老刀、桐山の孤六というものが、昨夜、男山において、人も、あろうに足利殿を狙って、行人に及びましたよし。あ、そのことで。重々の不届き。孤六目は、直ちに打ち首とも存じましたが、その者の京の理桐山村には老母もおります。方々、罪は、 家来より弟正末にあるもの。さあて、どうお詫びいたせば、お心が解けようかと、各は正成が、お前に身を置いて、いかなるお責めもいただこう所存に出た次第にございまする。はははは。高氏は手を振った。そのことなら、お忘れおきください。高氏は、もう水に流した。それの印には、コロクとやらも、縄を解いて、御舎弟のもとへ返してある。祭コロクからも聞き取りました。それゆえ、 なおもって。いくら聞いても、お詫びごとは、お詫びごとだけのもの。それとも、何か高う氏へ、お心のものでもくださるか。お求めなれば。小当たりへ臨むなら、欲しいものはたくさんある。だが、昨夜のことに、かんずらーの早めにしたい。お互い部門。強量なやから、ぎしにくいもさ、いろんなのがたくさんいる。それらも勝っておかねばならん。分けて、コロクトやらは、なかなか主人思いと見受け申した。 可愛がっておあげなさい。何かの時役に立つ。いよいよ、冷あせのほかございません。コロクも申しおりました。なんと、命は助けられたが、足利殿ははりがたい。一倍、恐ろしいお人と見受け申したと。そこで、なおさら、この高氏を失わねば、心も休まらぬと申してはいませんでしたか。正成がなんと答えるかを待つような高氏の目指しだった。すると、正成は、初めて、 唇のあたりに、陸将を見せた。おっしゃっし,しゃる通りです。なんとも顔面なやつで、私の前でも、なお、誓ってお命をいただくと、ほえおりました。いくら、歯に衣着せぬ、正成の言葉としても、真剣となって聞くには、正直な言い方すぎる。返事に困る。黙っているしかなく、高氏は黙って、正成の顔を見ていた。正成の右のまぶたに、かすかなあざとも言えないほどのひっつれがある。 片目が少し悪いのだなと、高氏は、その間に初めて気がついた。そして、これが、千早の古城によって、関東数万の代表を、百七十日もの間食い止めていたのみならず、しばしは、敵の鬼毛間から締めたと聞く、あの地略の章であるのだろうかと、つらつら、その封鎖までが見直された。怒号には怒号の土草、武者には武者の骨柄があるものだが、正成には、そんな力みがどこにもなかった。それも、 強いてしている低姿勢とは見えず、人前におくしがちな、はにかみとも言えそうな影が、その肩や面差しを、自然な柔らかいものにしていて、鋭い計画らしさなどは、物腰のどこにもない。言ってみれば、そこらの往来でも役所の門でも、ざらに見かけられる平凡な四十男、あるいは不意の何がしといった程度の人としか思えない、目の前の正成だった。お笑いください。やがて、正成は、一度途絶えた言葉を、また、声低く続けていた。 そのような下老の暴言、いや一徹など、ご失笑にも値せぬかと存じますが、しかしいつか真をなしてくる一般の誤解ほど恐ろしきはございませぬ。老頭孤独の強行も、全くその誤解より生じましたもの。きっと今しめおきまする。また、いつかは当人も善否を悟って、御前に心からお詫び申す日があろうかと思われます。それをもって、何とぞ、昨夜のことはお許しをきたまわりますよう、幾にも、正 このようにお詫びつかまつかか。ままりする。誤解かなるほどな。高氏は言った。後退させているのに、何か遠く、出物を言っているような正成を、ここで手元へ引き寄せて、彼の殻を割ってみたいとするらしい衝動にふっとつかれた風だった。川内殿はっ。教えていただきたい。何をばこの高氏が、気配ともにまで受けている誤解とは、何なのか。はて。お心当たりはございませぬか 高氏は息を打ちえのんだ。改めて、正重の顔を見ても、片目を細く何の色も変えて聞いているわけではない。それなのに、こっちの配布へ忍び込むような圧力が彼の姿から押してくる。そう受け取れる胸の息ぜはしさを高氏は、どうしようもなく。ない。と、強く言って、思わず、その語尾の跳ね上がったことに、自ら恥じた。では申し上げましょう。取るに足らぬ日がことには過ぎませんが、と、正重は。 世間話でもするように、淡々とこう言った。足利殿こそは、王政にご不服で、密かに棒本をたくむ者と、近頃取り沙汰なすやからが1、2ではありませぬ。聞くとしたが、彼にも、もともと、つかみどころのない風貌がある。ひょとにじみ出たその顔つきが、ほっ、おう、この高氏を、と、さりげなく、世間は、そのような物騒な人物と見ておるかの。買いかぶられたものではある。 苦笑しただが、正成はどこまでも気まち目だった。さればです。足利殿の逆意などというそのような風説には、私も、ひそかに心痛に耐えませぬ。せっかく、王政一統となって、庶民もほっとしたばかりの今日、またも、この平和が破れるようなことになってはと。では、川内殿。小当たりも、この高氏に対する、否な風説を信じているのか。いや、仮初めにも、朝の御信任は厚く。 三義左兵衛の徳とまで、天使もおとりたてあるあなた様です。なんで宗公に駆られたお互いなど持ちましょうか。けれど、相互の誤解は、何を生むか分かりません。相互というと愚行いたしますに、宮将軍との間に、なぞ、お互いの理解を欠くところがあるのではございますまいか。それなら思い当たらぬでもない。なぜか、王党の宮のお憎しみは強い。ご同情を持ちまする。ひそかには、正成も、 お分かりだろうしかも、高氏は、見やればこそ、何事も下に下って、あえて、そのご無体に逆らったことはない。さまざま、世の辛産に遭われたようでも、もともと深宮のお育ち、真の世間、人間がお分かりというのではありません。英米では荒らせられるが、一面のご気象には、周囲の虚勢、廃棄、利害などの指針に乗じられる恐れも多分にないではない。それが、足利殿との,との間に、的影のごとき、 災いの良しを成しておるものと思われまするその通りだ。さりとて、宮の高い御市にあって、その真方の輩を、自由自在にお使いあるにはどうにもならぬ。この高氏はどうしたらいいのか。いや、宮御自体のお心ではありません。では、誰の心。誤解という、言われなき間、形なき間のする号です。左兵の正しさま及ばぬながらも、この正成が表を犯して、そのことにつき、 宮へはご還元を試みまする。よって、あなた様も、じきじき、宮の恩元と絵伏して、あらぬご嫌疑をおときなさるべきではありませぬか。無駄だ。おそらくは、なぜです。過婚は、宮の上にもある。上と、仰せられるのは、もうすまい。だが、川内殿、小当たりも存知のはず。6月7日のあの夜以来、高氏は、気鬱とでも言うか、ややもすれば、近頃気づかれに負けてくる。 そうした折に、ありがたい中言だった。ご友情は心からさしておく。いや、これも、よを思う美中のほかではありません。よを思う。いかにもな。高氏とて世は思う。一つ死んだ。では、川内殿、小当たりには、今の王政一党なるご政道ぶりを、どう考えておられるの政治への批判を求められると、正成は、明らかに、それまでの平成をやや書いて、 ご自体にしても、決して、暇を、全盛とは、満足してもおられますまい。と、当惑な色を見せた。そして、口を閉じたが。また、口をもたげに。演技、天略の昔に回すというご理想も、当時の世でこそ、万民王家の美しい統地の実を結んだでしょうが、今日の土壌では、ダミクサの生活がまるで違います。平等もまた、古の大宮人の心ではありません。それを今に復古して、 実績を上げるには、なお、幾多の困難と上下の共和党がなくては、あたわぬところで、真の身を太平を仰ぐ日は、まだまだ遠い日と覚悟せねばなりますまい。無。高氏は、うなずいて。しかし、我が家を得たというような色は深く隠して。小当たりもそう思うか。浮いております。このままでは、案じられることのみでございまする。まったくのう。さても、このままではならぬとしたら、 川内殿は、どうしたら、より良い万民の住み心地よい世が、打ち立てられると思われるの微力、憂えるだけで、何の力も策もない身を悲しむだけでございまする。だが、小当たりも、部門、へうとした部門が。もともと、お互いの弓矢は、人を殺すためにあるものではないはずだが。ょい。ふむいて、正成は、そのままいつまでも出していた。その姿のうちにあるものを、高氏は、じっと見抜こうとするらしく、目を凝らした。 かねがね、彼は、河内の正重一人は、どうあっても、敵に回してはならぬものとしていたのである。もし味方に加えて、待望の一翼とすることができたら、とさえ、密かに考えているほどだった。それは昨日今日の思いではない。赤坂、千早における、くすのき一族なるものに遠くから、注目しだした頃からの母年であった。死は死を知る。男が男に惚れたのだと、彼は思う。彼に、それほどな色気があればこそ、 自分を狙い寄った資格の孤独もわざと正成の手元へ返してやったのである。ただ、正成がここでそこまでの高内の腹を読んでいてくれるかどうかではあった。いやそこは心もとない。一義一変だ。今夜も見ているに、正成とは物事の表裏をあまり疑わない人間らしい。王政一心の中高政治がことごと厳密的な世帯を呼び起こしている実情にもその憂いは。 自分とは両極なほど違った海であるかもしれないのだ。それ自分の崩壊している完全部門統治に、等しい志を漏らすとしたらどうだろう。いや、これは危ない。高氏の心のものが、その目の内に、影炎のように燃えては、また迷っていた時だった。どなた様か、まだこのうちにおいででございますが。牢の外で声がした。夜殿の諸将と戸締まりに回る6位のクロードとトネリのようであった。 それを塩に、高氏と正成とは、教書店の廊を出て、を、いつか夜更けていたと見える。と、二人して星を仰ぎ、思わず話に磨いて、短い時間のように思われていた。川内殿、なかなか語り尽きた気もいたさぬ。いつかまたゆるりを愛したいものだの。ぜひ。と、正成は言って、くれぐれ、宮将軍とのおわだかまりが、解けますように、おっしゃしちゃったな。 全ては誤解だと。誤解にすぎませぬ。そうかな相互の誤解です。微力ではありますが、見合は、正成が、必死の思いを込めて、一度は、何と言いたせ、ご還元申し上げる所存でござる。何とぞ、あなた様に置かれても。高氏は真か。でも、ここは、何事もお忍び賜って。さまでにご心配か。類乱の危うさを見ているようです。ひとたび、 またの変でも承じましては、せっかくなはじ始めも。気をつけよう。6月7日のようなこともある。二度とあってはなりませぬ。王政の中高をあたらにしてはならんとのお祈りか。もちろんです。帝が、笠木老城の説、正成へ下したまわった御事の,理のお言葉は、正成の心となって、一族どもにも、その魂を打ち込みました。今も変わっておりませぬ。高氏は、ふっと。 目の前の恋人を失ったような気がした。いつか、F の門へ来ていた。で、別れかけると、正重は、物騒な夜中、お一人の帰還は心もとない、立って、自分の部下を持って、お送りしよう、と言い出した。つい昨夜、楠木の老頭に、危うく命を奪われかけている高氏だ。それなのに、正重は、その部下をしておくらす、という。あくまで正重らしい行為だ。彼の誠意に違いない。また、 部下を使って人を闇討ちさせるがごとき、卑劣感でない事故を明かし立てたい意味もあろう。断るのは強竜に似る。高氏は、正成から自分の幅や奥行きを図られてはならぬと思った。では、お言葉に甘えて。と、間もなく、彼は、正成が F のうちから差し招いた十機の武者のうちに身を任せた。そして、正成と F の前で別れた。十機の武者は、どれも屈強な面魂の者ともだった。 いずれも河内社だろうか。二騎は松明をかざしてやや先に立ち、高氏を中に囲み、深夜の町を勝つと行く。四終、黙ったままだった。それでも、高氏は、六原までの間に、この者たちの態度や騎馬砲などを見て、なるほど、これくらいな者が千もいれば、赤坂、千早の戦いもできえたろうと思われた。兵を見れば、その首相の人柄は大概わかる。高氏は、 広いい世界を恐れれずにいられなかった。それにつけ、正成の存在は、前より大きな障害と考えられた。待望の一路を妨げる難産となるかもしれない。今夜の興奮とあの信念、焼き鋼のような純鉄な人柄。まるで動かぬ山だ。山は、こっち向けにすることは不可能だ。彼はひそかに諦めた。毛抜き。羊の高の室直は、帝国、六原北殿の日さしの一室で、いつも通り座っていた。 諸国との往来文書、鎌倉にいる名尾義との連絡事務など、山ほどな用を一応整理しておき、朝、ここで、主君の胸に聞くのが、彼の用務の一つなのである。が、今朝はだいぶ遅い。高氏の目覚めがである。お疲れはご無理もないと、彼も、それは画展の様子だ。懐から毛抜きを取り出し、懐紙を持ち添えて、鼻の毛など抜いていた。だが、そのつれつれもあまりになると、彼は、 元太りな体育をやがて持て余してきた。渦中では、木造家ニとあだ名があり、竹のご羊とは形違いで、至って不行儀な方である。それに、この頃奥歯かどこか、歯を病んでいるらしく、片方の顎が少し膨れている。それを気にして、しきりに、そこを主刀で揉んだり、歯の根を噛んだりしていたが、次第に歪みめ続けていた顔は、一切夢中になってきて。よし。と、関東者の我が武者を振るい起こしてきたと見える。毛抜きの、 先に小さいい幅を巻いて、口の中へ頬張った。痛む歯を引き抜こうとするのらしい。ゲっ、ゲっ、と、何度も顔を赤くしてはやり直していた。そのうちに戦場で組みちしたときのような眉を深く掘りったと思うと、顔を高しに持ったまま、円から庭へ降りていった。膝をつき、庭の石組みの間にかがまり、赤いよだれを垂らしては、べっ、ベッと、懐ろみで唇を拭いていたのだった。もろなお、もろなお。 その声は遠かった。主君のに違いない。慌てて、彼は元の座へ戻った。だが、横着者は、あたふたもせず、何事にも寸法をとって、物事の間を心得ている風だ。落ち着き込んで、まだ、懐かで、口を包んでいる。そこへ、牢の渡りを、小姓の姿が越えてきて、殿がお待ちですと、彼に伝えた。いつも会うところは、バラ園へ面している東の書院であった。が、高氏は、 その書院へ行く途中の角楼に立っていて、彼を見ると、何していたのだと、すぐ尋ねた。諸直は、遠くから見られていたとは、思わず、いや、別にと、尊氏の後について書院に入り、下の座について、行儀を作った。そして、うやうやしく、朝の挨拶を述べ終わると、尊氏は、諸直。と、また笑って。木造カニが、庭の流れで小カニと遊んでいるわ、えとほほえまれたぞ。 なかなか、貴様も風流だな。ご覧でしたか。いや、不流どころではございません。つい感触を起こしまして。どういたした。先頃から、この身を中や悩め苦しめておるやつを、やっと一と思いに対峙しておりました。墓。抜いたのか。いかがでございます。今朝の諸直の顔は、晴れ晴れとお見えでございましょうが。まだ血がついておるわ、口の端に。あ、さようで。 懐紙を取り出すはずみに、毛抜きとともに抜いた大きな奥歯をくるんだものも、膝へ落とした。それで抜いたのか。もろなお。はい、これで。毛抜きで歯を抜くとは。ははは、は、無茶な男だ。殿には、悲痛の句をご存じありませぬな。古い虫歯なので、下手にしたら根を残しまする。そこで毛抜きを用いましたところ、唾バと鬼歯の根も除かれ、なんとも言えぬ快さにござりまする。よかった。それで、 わしも、朝、そちのま井い面を見ないで済む。恐れ入ります。なぜか、今朝はよくおたは群れを。寝坊したせいだろう。教皇の恩教3日、昨夜も遅いご帰還で。去ればよ、疲れ果てた。気づかれでな。手前は留守役だけのものでしたが、殿には、えらいご機難にお会いなされましたとか。もう聞いたのか。もろ直は執事。胸に畳みおかぬわけにまいりませぬ。 実際はミリウマ会より聞き取りました。のみならず、昨夜、金利から押し下がりの説は、クスノキの一勢が、殿の御身を六原まで送り届けてまいりましたよし。うむ。それも言語道断な沙汰です。かぐる六月七日、ここを世打ちせんと、宮将軍が、密々な領を回したとき、クスノキの手勢は、奈良から宇治口を取って、明らかに、六原の背後へ動きを見せたものではございませぬか。そうだ。宮の領とあれば、 正成はいつでもそれに背くことはないだろう。しかもまた、男山で殿を襲ったセモ者も、クスノキの弟の部下。それと分かりながら、殿も殿です。殿の中とはいえ、夜更けの道を、そのクスノキの手の者に送られてお帰りあるなどとは。ま、よかろう。凶行もことなく済み、わしも、無事に夕べは眠った。が、実はのもろな本当に眠れたのは明け方だった。なかなかお寝れなかったのでございまするか。 ダメだの、まだ俺は。あれを思い、これを思い。ちょうどそちが患っていたしいたみと同じようなうずきにしゅうや悩まされての。なるほど、高氏のどこかには、優雅ごとき我慢に、じっと歯の根を噛んでいる風がある。それが、暗い影とならず、今朝の冗談にさえなっていたのは、高氏の心の作為か、この主君の天性か、どっちかだろうと、諸直は思った。と同時に、彼は、思い切って膝を進め、高氏のすぐ顔の下で、 その声を押し殺していた。との。ヤムハは抜くに限ります。とのも毛抜きをお持ちいなされませ。わしのヤムハは、どこの刃か分かっているか。元よりあの赤田です。王党の宮という一派を除けば、そこら中の特待の知れぬ種熱も、皆自然に解消するでしょう。いずれにいたせ、ご待望のためには、放置してはおかれませぬ。だが、先は宮なのだ。部門の列のものとは違う。分けて。 後ろには主張がおられる。その主張もご同服と考えられる。いや、むしろ見直してやらせておられるのかもしれぬ。でも、策をもってすれば。どういう策をなここに、手頃な手抜きがありまする。それは、呪豪の三位の連氏様です。あの女法を使うに限りましょう。この男の短所長所、悪の強さしぶとさなども、高氏は、主人である、百も、承知の上で、羊の住職に用いていた。 なおかつ、今の諸直の一言には、高氏も、思わず生唾を飲んだらしい。じっと、その表を睨まえるように見て、諸直は、容易なら、むことをやすやす申すが、読も雑言ではあるまいななかなか、と、諸直はひれ伏したままで、苦肉の刑、もし、施すとすれば、それ以外に手はないと考えられます。だが、いかに良い策があるに至せ、あの連氏のお方とあっては、 一手に遠い深み矢の花だ。どうして近づくことさえできるだろうか殿のお目は真っ正面に過ぎまする。高級も世間のうち。抜け目ない当社商人などは、呪狼様といえば、下地も以上に、お話もよくわかり、理に賢いお方となれて、うまい商売さえしておりますに。商売を。はい。それも小さい商いではありません。海外との交易です。彼らは、呪狼様に取り入って、還付をいただき、 御朱印船と交渉して、あちらの国から、さまざまなものを交易して帰り、その一部を、代理の妃町でさばいた後を、市にも出して、距離をせしめながら、高級の女たちからは、大受けに受けておりますので、聞いてはいるが、あれも呪号のお取り持ちか。その他か、呪号様を介してなら、どんなことも叶うとみて、何かと思惑を抱くやからは、手するを求め、縁故をたどり、今や三位の蓮子様でなければ、夜も日も明けぬというほどのあがめ方なのでして。 なるほど。諸直は常々目をつけておりました。羊役として心得おかねば相なりませぬ。む。そこでそうした儒号様なればこれは近づくにほうがないでもない。またいつかはきっと後藤家のためにも相なるものと存じとうに道をつけておきました。どんな道をまだお耳に入れておりませぬが実は殿が男山組のお留守中に各一奉仕と草真二様が。 東宮の御所へ招かれて、親しゅう琵琶を聞こえ上げ、大層お褒めをいただいて仕下がられました。えあの母子が、常吉皇太子へ、琵琶をお聞かせに登ったのかはい。皇太子のお母として、その頭脳様もご一緒にです。そして、これからは、しげしげ、東宮のお相手に参るようにというお言葉もあったよし。いかがでござる、との、道は立派についておりましょうが。はての、どうして、頭脳が、 各一母子を、にわかにお召し合ったのだろうか。かぐるごろ、西宮でおあやそばしたのが初めですが、お歌のし、冷戦家を通じて、そのご縁を作ったのは、各申す諸直が、影の役者にございまする。では、そのおり、そちが、東宮の御所へ、京していったのか。いえ、影の役者は、めったに、表に顔は出しませぬ。筋書きはまだこれからでもございまするし、この朝の高氏にもそれが見えるが、そうじて、 彼のやり口は、胸には、無比にも忘れぬ待望を置いていながら、おおむね、その画策も運びも、人にやらせてみているという風だった。そしてただ単に、よせ。とか、やるがいい。とかの、判断と注意だけを与えるにとどまって、いちいち後世、こうせい、ああせいと、細かな指図はしなかった。もっとも、切れ者の弟の直義を右腕に、執事の諸直を左の腕ともしていたので、まず、大概ないばらの道も、 任せて受けようとしていた安心もあったからではあるに違いない。そのくせ、それほど主君から買われていたこの室直という執事ほど、他の周囲には誤解されている人間もなかった。一つには彼の風貌のせいもあろう。あの木造家にどのかと、すぐ、一生の下に片付けられる。ところが、実際の彼という人間は、そ野の衆にも似ず、なかなか細かい神経があり、武将のうちでは、学問もある方だった。化けて筆を取れば、 柄にもない美しい文字を書くし、その作家は風川歌集にさえ載せられたほどなのだ。家柄といえば、曾祖父高の茂氏は、かの、万那寺の置文を残して死んだ足利家時に仕えていたもので、いわば足利家代々の譜代である。だから、高氏とは生まれながらの囚獣であった。しかし、諸直は足利家の家風からは、全くはみ出しているところがあり、人間的には、高氏とどこも似ている点はなかった。 むしろ、高氏よりも、同世に、近い統制型のバサラ派肌と言ってよい。同世とは、まだ、鎌倉の頃、滑川の女かで、双方、極道の面をさらけあって、飲んで、喧嘩別れをして、以来、逆に、あれからは、どっちも、面白いやつだと見て、この都でも付き合いを続けていた。そして、その密度は、主人高氏を置いて、個人的にまで深まっていた。と言っても、このバサラ同士のことである。遊園。 どんな酒感においても腹の中のより大きな欲望はいつも忘れていなかったろう。で、おそらくはこの朝、諸直が高氏から許しを得てかかったある一秘作などもそれを勧めた原案者は案外彼ではなくて佐々木同与であったかもしれない。なぜならその後ある苦肉の刑が運ばれていった過程には明らかに同与も陰で働いたらしい形跡があるからだ。もちろん諸直も冷戦家や西宮などを通してそれとなく 党の大敵、王党の宮を陥れる山を植えてゆき、東予もそれに合わせて、なじみの武器商人や苦行鬼神の間に巧妙な流言を撒いていたのだった。すると、この反感の刑は、間もなく、その功を、高級のうちに見せ出していた。守号様。と、彼女への忠義立てに、精一杯な高級の女たちは、お聞き遊ばしましたか。近頃の忌まわしい影沙ざたを。と、そうって、霊子の耳へ。 しきりと王党の宮に関する風説がささやかれてきた。けれど、党のあの連氏は、もとより世の常の女性ではない。人の告げ口や噂などに、すぐ動かされはしなかった。連氏のいとこに、あのの式部大不コ地という色の、小白い男がいる。そのコーチがある日、彼女の局御所へ来て、羽気見。と、これも、近頃、彼女がよく聞く忠義立てを、ひそひそと、口たす耳、第三水準1の14の94、いた。 どうして、今のうちに、何とかお手を打たないのですか。このままでは、やがてまた、もう、一度、沖の島の浮き目を見かねませぬぞ。コーチ、お前までが、そんな告げ口はお慎みなさい。とおっしゃっしゃるが、私は、まだ、何も、本当のところは言っておりません。言わなくても、あらわには、わかっています。おわかりのはずはない。いいえ、他からも聞いている。宮将軍のことでしょうが、 それには違いありません。けれど、コーチは、人の口端などに乗せられて、申すのではありませぬ。では、噂は根なし草ではないというの人は知らず、この私が、なんで、そんな軽はずみなものを持って、羽根気味のお心を、わざわざ騒がせに参りましょうか。コーチは言い切った。本当の心情には違いあるまい。レイ氏にもそう思われた。もともと、コーチは、 のののの父の公の家でで育てられたたものであったまた、何の能もないのに、霊子氏の引き立て一つで出世してきたものと言ってよい。だから、いまだに、幼少のまま、姉君と彼女を呼んで、多少、この女流権力家に甘える君もあり、何かと、よく、客御所へ姿を見せる一人であった。それだけに、霊子氏も、高知のゲには、だいぶ心を動かされたらしい。だんだんといたしてゆくうちに、いつか、位置の強い彼女も、 ただの女の騒ぎだけになっていた。それを根掘り葉掘りする必要さは、むしろコーチ以上な動揺をうちに持ってきた風であった。まこと、今の話のようならば。と、彼女は、もう抑えきれぬ血の色を、皮膚の下に騒がせて。なんとか、ここで。思案せねばなるまいのを。羽気味が、ここでご思案などとは、遅いくらいですよ。マリコージ殿ですら、心痛のあまり、首上へご還元したと言われているのに。 あの藤房京までが、そう言いましたか。いえ、その藤房京から、直に聞いたのではありません。けれど、羽気味もお聞き及びでしょう。藤房京がお上へご還元して、その夜のうちに屋敷を捨てて、どこへともなく姿を隠してしまわれたあの事件は。お。おとといの夜とか。そうです。それも、宮の恐ろしいご復中が、近頃、歴々と分かってきたので、毎日にも、陛下と宮とのご不死の間に。 触れうべき事態でも経ってからではと、あの、真面目一方な藤房京のことなので、おうおおと思い余った挙句、く、お上へおいめしたものだろうと、皆評判しておりまする。でも、なお、おかはお耳に入れなかったというのですね。え。藤房京の突然なご出家は、確かに、それも、一つの原因に添いございませぬよ。霊師は黙った。理性と真理の間に迷い抜く姿であった。一方は、五代五の政子。一方は、 イチスメラギのいわゆる愛称である。王党の宮と連氏との間は、さなきだに、すぐとけ立ちやすい立場にある。宮から見れば、守護と彼女をめぐる一派の者は、警戒すべき高級のがであり、政治上最も忌むべき、女う。という女の差し出口も我慢ならぬものだったに相違ない。しかも、年上の親王たちをも差し置いて、霊治の生んだ常吉が皇太子の位につき、早くも、時代の天皇に犠せられているなど、 どこまで、帝を手玉に取って、のさばろうとする女か。とも言いたいような感情であったろう。そこへ近頃また、血統をやかましく言う苦行間では、呪文の落ちすには、北条家の小市が入っている。などの鍵沙汰がしきりにあり、本当か。と、早速、調べてみたものもある。ところがこれは確かであった。遠い先ではない。源の頼朝の弟に、あの禅城、妖名、今はかなる者がいた。 頼朝義経の運命と同じく、幼少の折、醍醐寺に入れられていたが、やがて、頼朝の幕府に召し出され、元続して、北条時政の娘政子の妹、茂子と結婚したのであった。茂子は、阿波の曲とも呼ばれ、再婚の身で、一女子を連れ越して、全長に嫁いだらしい。とかく不運な女性だった。その不運にまつわるこんな話も有名になっている。姉の政子も茂子も、共に、まだ、 父の北条時政の真相に養われていた書女時代、妹の重子が、ある朝、きちい夢を見たことを姉に話した。すると、政子が、その夢を私に売っておくれと、何かの形で、妹の夢を買った。間もなく、政子には恋人ができた。それが昼ヶ小島に流されていた頼朝だった。当然、彼女は、後の鎌倉殿の五代所となり、おいては、天将軍政子と輝く一生を持った。 ところが妹の夢を売った女、のしげ子の方は、初婚にも敗れ、全長と連れ添ってからも、血で血を洗う頼朝没後のいろんな事件にかかり合って、人生のあらゆる無謀をなめ通した。ただ、彼女の連れ子、全夫との一女子は、右目図交差に嫁いでいたので、その女子だけは、両人と共に京都へ移り、時の一条義康と肩を並べて、かなり一と五郎は羽振りを振るった。が、この黄砂も、間もなく京都で失脚している。 そして、子孫は朝廷に仕えてきたが、尊悲文脈で見ると、それからは、あの実直、不明公家家と連氏の順となっている。ケースの途中に不明な人がいたほどだから、苦行としても、極めて栄のない恋観を伝えてきた定位の苦行に過ぎまい。けれど、夢を売った女の、北条時政の娘から、ここに行くよかを置いて、あの連氏という、人の夢をも食う、幕のような一世の美婦人が生まれ出て、五代後醍醐の深宮に住み、皇太子の聖母として胃を振るっていたのである。 これは、血の不思議を思う苦行やからなどには、何か因縁ごとのようなおぞけを震るわせたのではなかったろうか。言い換えれば、皇室も、ただの大きな家庭に過ぎない。ただ、周囲はだいぶ違う。伊母帝、伊母家、たくさんの妃、それに伴う栄冠や不遇。分けて、天皇の世継ぎとなると、これはもう家庭などといえる問題ではない。古来、しばしば国乱をさえ呼んでいる。日に富む連死でさえも、それには聡明も失った。 以来、王党の宮を見る目に、一番女の異常を研ぎ澄ます。するとことごとに、周囲のゲも、いとこのコーチが知らせてきたことも、嘘ではない。と思われだし、もし、先を撃たれて、宮の匠に醸せられたらと、もう一日も捨ておけない不安に駆られ出していた。昼の御座であった。彼女は、人なき檻を見て、ついに、胸の火蓋を切った。その顔色には、 後もハッとされた風である。まったく、いつもと違う連子の眉湯積みであったからだ。何身を引きたいと。はい。なんで、そんなことをにわかに。わらわだけでなく、この斉藤宮皇太子常吉にも、五体を願って、この母ともども、争いの外へ身を避けることが世のためと思われますから。バカな、そんなことができるものではない。一旦皇太子と定めたものを。けれど、他にも、 東宮のごくらいを望んでやまぬものがあれば、乱になるしかございません。誰が、そんなあるまじきことをば。常吉のほかに皇太子はない。いいえ、いらっしゃいます。見許しは別としても。誰だ。言ってみい。言いにくいのか。彼女の涙を見て、これは容易でないと、帝も驚かれた。かつては、隠岐の島でのどんな苦難にでも、ついぞ涙など見せたことのない連子である。その連子が、身をばしぼって、 肩の黒髪を泣き震わせているではないか。思い余って。とする情感を姿に込めて、やがて、彼女が、おえつの代々に訴え出したのは、もちろん、王党の宮のことだった。剣務将来の第一の遺君は、ご自身なりとおごり誇っている王党の宮は、一面に高氏をのぞかんとし、一面、もっと、大それた巧みを抱いて、着々、その密謀を進めているというのである。宮には、巫女がある。妃は北畠家の女で、 ミコも、まだ二歳でしかない。けれど、ミヤは、自分のそのミコをもって、皇太子としたいらしい。もし父ミカドがお聞き入れなくば、ミカドを拝してでも、今の常吉を蹴落として変わらせてみせる。もともと、北条家の血を母系に持つ呪号の子などを、次の行為に据えるなどは言語道断であり、あくまで、帝系の血は、高貴な流れでなければならぬ。逆信北条のどす黒い血を、仮にも邸脈に入れていいだろうか。近頃、では、 半ば公然と、そんな誹謗まで挙げ出している。のみならず、武器商人から大量な武器を買い入れたり、また、いよいよ、浪人どもの召し抱えも目立つばかりか、諸国の武士へも宮将軍霊師なるものを発して、一朝の日に備えていると、霊師がいちいち突き刺す弦は、帝のお胸を映えぐらずに置かなかった。泣くな。いつまでも。はい。見苦しい。申し訳ございませぬ。では、これを限りに、 霊んはお糸とをいただきまする。彼女は、指を、内木の袖に隠して、そっと、顔の濡れをたたいた。澄み切った女の覚悟を姿に描いて、しさがりかける様子である。後醍醐は、老狽された。どこへ行く改まって、いとまをとは先にお願いした通り、どこぞ、野山へ身を潜めまする。そして、人の恐ろしい計りごとみから逃れて、ただただ、お上と宮将軍とのご不死の間が、 丸を収まってゆきますように。霊子の取るとは、それ一つしかございませぬ。すると、帝は、本命を怒らせた。全く、当惑に満ちたご規則だった。霊子<士>、はい。そなたは、そなたの高い地位をお忘れか。身に過ぎた呪号ではございまするが、まだ、純三皇、皇后とは仰がれておりませぬ。でも、皇太子のお母ではないか。やがては、当然、国母たるそなたではないのか。 いいえ、違うか。それがいけないのです。森永、王党の宮様には、第一に、それがお心にしみません。二つには、この蓮子の血は、北条家の流れを汲む者ゆえ、逆進の血を提携に入れるなどは、沙汰の限りであるなどとも陰口されておりましては、ぼう、蓮子がお上をお慕いして、おそばにいたいと恋願っても、所詮は、末史中、恐ろしいことでしかございませぬ。また、強いて、御心のまま、 わらわの生んだ常よし、皇太子を定位につけまいらせても、今の宮将軍のご誠意では、決して、その下にお服しなさることはございますまい。さすれば、世はどうなりましょうか。朝廷のお家はから、乱に、乱を生み起こすようなことにもなりかねませぬ。やめい。おんま湯を凝らしてしかった。そして、乾いたお口の唾を埋ってまたおっしゃしちゃった。身勝手な耐震の願いなどは、決してならん。ただの女房行為とは違う。仮初めにも、 そなたは皇太子のお母。その皇太子を他の親王に変えるなどの義は、雨ほども考えてはいないことだ。とまで何事があろうと、呪号は呪号としておれ。命じたぞ。よろしいか。厳しい人間であった。いや、荒々しい男性的なご態度で、いつもの姉さん女房を霊視に対するものではなかった。その夜は、ご代醐も、妃町のどの妃の曲へも、お通いは見えなかった。一人、 夜の御殿に悶々と、巨神も安からぬご様子だった。おそらくは、父として、帝王として、ここの風糾をどうしたものかに、よすがらな、お悩みだったものに、そういなかろう。森永、征夷大将軍の宮、ご自身の第三王子だ。この出来すぎているほどな子を、父子醍醐も、はじめは、定地に珍しい春郷なししじと、誇りにしておられたのだが、近頃は、全く、手に負えぬものと、一切ならず。 持て余していたところなのである森永、ああ、森永と、初雪けんさん、大井、彦七、宮は、手綱を絞って、その半身を、蔵の上から後ろへ反らせて、どこへ行く、どこへ行く、と、遥かな一軍の友の牙を呼んでいた。いや、お声は彼方だ、と、気づいたらしく、矢田彦七、平賀三郎、木寺相模、岡本三河坊などの随人は、 馬を飛ばして追いついてきた。王党の宮は、狩猟の伊傘、ひの皮のはばき、弓を手に。口ほどもないな。誰、一人、俺の先をかけて見せるやつもないではないか。事体無茶でおざりますわ。彦七が、すぐ言った。あの野川置き場で飛び越えられたとは、思われもいたしません。それで、川下の飛ばしを回り、ついお姿を見失うたので。それが不覚だ。戦場ならば、 今日の友など役に立っておらん。そうだろう。だろ恐れ入ります。鷹を持った勝どもは、とうに見えもいたしませぬ。とにかく急ごう。いや、もう、森の彼方の北野の町中、この同勢で、あまりに馬を飛ばしては、何事ならんと、人目を引きましょう。引いても構わん。もし、殿の法院の知らせが、まこと大事の兆しなら、一刻も揺るがせならぬぞ。続いて来い。前ほどな無知ではないが、 宮は、また快速を見せて、楽内へ急いだ。日はまだ馬である。何が起こって、京野の賭のけを途中から引き返したのか。いつものごとく、清滝から衣笠へかけて、鷹を試みに出たのであった。ところが、留守の法院から、容易ならぬ使いを飛ばしてきたものだった。今行来、異常な動きが、高氏のいる六原を、覆い包んでいるというのである。高氏の動き。と聞くと、宮の眉は、 反射的にすぐ諏訪となるこの軋轢はどっちからとも言えないものだが武力のきっかけを示したのは宮の方が先だった再三高氏を伺っては不意をつくのに失敗を重ねているもっともこれは宮ご自身の清居とのみするわけにいかないこの頃でこそ困ったお顔をしているが今夏6月7日の子孫時以前は父の天皇も暗黙のうちに高氏退治にはご同意を寄せ宮の手を持って 高を処理できるなら、それにしくはないとしておられたのである。もう一つ、この宮将軍を、いやが上にも、信念付けさせていたものがある。それは、南禅寺の僧、民極だった。たまたま、宮が南禅寺へ申出たとき、明極和尚は、一言合宮に授けた。それは、平仏一論ともいえるもので、仏家としては、随分穏やかでないものである。宮の若い秘鉄は、この和尚の鉄砕によっても、いよいよ、 俺の信念は正しい。とする気概を持ったらしい。失敗はしたが、6月7日事件は、南禅寺の三前の直後に起こしたものだった。吉田忠、殿の法院。戻ったぞ。おお帰りなされませ。宮は、新千円の御所に入ると、すぐ訪ねた。して、尊氏めが、兵でも集めているというのか。宮も、随人たちも、それからの湖半日は、急遽 狩猟の出先から戻ったのかけの姿のままだった。徳間も惜しんで、すぐ門を固めよ。と、常備の兵を配置につけ、新規飯し抱の浪人軍へも、動員を下した上、なお、畜佐忠明を呼べ、義貞、神殿にも使いを出せ。と、主なる味方へ、非常の使者を飛ばすなど、物々しい手配りだった。その間に、宮は、義貞と、殿の法院へ向かって、措置があった密書の者は、 どこに置いてあるのだ。ここか、六角か。されば、素人は、六角の手前の屋敷へ駆け込んで参りましたものゆえ、六角へ留め置いてござりまするが、連れてこい。措置を疑うのではないが、念のためだ。俺自ら、調べてみる。宮御自身構わん。やがて、素人の一節が宮御所へ移されてきたのはもう夕方だった。暗い冬ざれの庭に、大かがりがどかどかたかれ。 宮は、関列もいとわず、将棋へかかる。そして、直々ソニーを見た。昼、すでに、この者の,の工上は、つぶさに、本院から、お耳へ届いているのである。改めて、ご自身、聴取の必要もないのだが、ことは重大であり、宮のご気少も、それではお気が済まぬらしい。お好きといっては語弊もあるが、所持、物珍ちなことには、とかく望まれたル風もあった。何せい、天皇の御子という好奇と、 正位対象軍なるるがあるどんな人間も、いいとして、一例に動き、目の前に呪服するなどのことは、たまらぬ誤解事ではあったのだろう。そのくせ、近頃のことでもないが、宮の使われる用語も、全く、水神の三武士や、浪人並みのそやな言葉に変わっている。軍を投挙するには、宮廷風の殻を脱いで、その大衆へ、ご自分からも同化して行かねばならぬと努めておられるものだろうか。この天武家と武家とはあべこべである。 人へ入ると、武将は、皆、一様に、大宮人の生活や装いを真似したがり、同情の若く行パラは、逆に、彼ら無人の安城の姿だの、小高を据えたり、弓矢を飾り持つ風俗などに大たぶれのありさまなのだ。それが、剣務の往来に描かれ出した、自生省の特徴みたいなものだった。とにかく、宮は、常に生き健康たるもので、言語もそれそのままに。やい、面を上げい。は、貴様か、祖人は、 さようにござりまする。どこのものだ代々オウ伊イキに住みおります。伊ブキ。イブキといえば、佐々木同与の両下であったな。は、ま、その同与の家臣、みんなに現場にござりまするが、主人同与の仰せもあって、金々、六原と鎌倉との使者往来に注意しておりましたところ、図らず、極秘の一冊を手に入れましたので、それを持って出てきたわけか。ギい。ならば、なぜ、主人同与へ店に行かす。 これへ直に訴えてたのか同与の国元の家臣だと名乗るそのみんなに現場は「あ、いや」と宮の早飲み込みに慌ててすぐ言い直した元より主人同与へもそれは一見に入れてありますそこで殿の申されるには「子はこれ容易ならぬ六原の非常だすぐ宮の公人殿の法院殿までその方直接素人となって先にお届けに及べ殿の応接けにござりましたようなわけで わからん節があるな。と、宮は小首をかしげて。それくらいなら、なぜ、東よ自身でこれへ参らんのだろうい,いえ、お召しとあれば。呼べばいつでも参るというのか。はっ。切りがたいとのゆえ、千草殿を差し置いてはというご遠慮があり、さりとて、大事は、下級、遠回しな手順は取っておられぬと。分かった。宮は、やっと、特進が言ったご様子だった。ひとたび、疑いが晴れると。 あとは、やはり、宮中育ちのお人の良さが、それもまた、度が過ぎるほど、寛容に表れてくる。どうして、こんな六波密城が、やすやす手に入ったかなどの、細部の調べは正そうともせず、いずれ同よから聞き取るおつもりでもあるか。よく告げてきた。と、現場の牢をいたわって、義忠田田、この者のを下屋へ下げて、当座の褒美に、酒でもうんと飲ませてやれ。と、言いつけた。そして、宮は奥へ隠れ。 のの日の下で、先に、祖人から殿の法院を経てお手に入った六原密情の内容を、もう一度検討している風であった。それは、六原の羊高の諸直の筆に違いない。ひどく達筆である。運意は、鎌倉の直義へ宛てて、近日中に、京都で異変がある旨を予報しているものであった。異変とは何か。落内の挙兵だとも、宮将軍の門を攻めてご自決を迫ることだとも、文面では、 どこにでも言っているものではなかった。けれど、文の裏には、十分にそれと読まれるものがある。かからん上は、関東、大鵜の一円、宮方武士節もの同様、分けて陸奥の田室軍、鎮守府将軍、秋家、ほか、東北大軍勢の、鎌倉殺到は、ほぼ近日に高羅藩、徳、万々に備えて、ごいろなからんことを、右五地によしか、下級、強行禁言、 結び羊もロナ直の名の他に、高氏の袖番も付してあるのだ。一点の疑う余地もない密情だ。宮の地はたぎり立った。高氏も、今は懐柔策を諦め、金庫堂五郎の腹を決めたものと見える。いよいよ、高氏と勝負を決する日が来たわえと。そこへ殿の法院が、お使いにて、お味方の千草殿以下、新田、名は、結城、縁やその他の諸将は、はや、お広間の方で、 あらままししを揃えてておお待ち申し上げておりますると、知らせてきた。突然な宮御所の召集には、千さたたあきいか、誰もが驚いてはせ参じた。そして、よく蜜ぎする一とののコールばかりな日に対して、それぞれの白白い息が固くいながれていた。宮は、これへ臨むと、面白うなってきたぞ。高氏の仮面も、しびれを切らし、ついに、自分で仮面を剥ぎ出した。と、まず笑って、詳しくは、 吉田だから一同へ告げ渡せ。と、説明を預けた。殿の法院はかしこまって、大事到来とばかり、その兆候をうると説明しがした。今行来、六原には、武士の三州が続々望まれ、五条大橋は、朝の美の国以降、一般に、往来止め目の札立てとなっている事実。また、東山は、黒谷付近から先これも、東洋、木怒限りとなっているという聞こえ。さらには、 皇太子の高根から望むと、六原の南北、車王子、大和口までも、大変な馬数が見え、定かに、その人員は計り得ないが、その物々しさから察して、優に、数千機が、鳴りを潜めているのではなかろうか、とある。その上に、折も折でござったよ。と、法院は、息吹の一素人が持って訴え出た六原の密情を、宮のお手から借りて、ここで読み上げた。そして、なんと、これは、高氏の反撃の準備。 明瞭ではおざされまいか。思うに、今夏6月7日には、危うく、宮将軍のご成敗を受けるところであったゆえ、この旅は、逆襲せに、玄安より、不意をついてくるつもりと見える。各、2の時点1の2の22、ご油断あるなかれと、大声で結んだ。しかし、誰もが、一瞬、その表を、冬の夜らしく磨いただ,だけで、死因としていた。来たるべきものが来たという、清掃な木以外、何もない。 中将と、宮場千草忠明を指して。いつなと、六、七千の兵は立ちどころに揃うだろうな。わ新田義貞はじめ、武田、縁也結城、宇都宮、名はその他、これによる者の,の主兵だけでも。いや、西華早と加賀の禅治信宗、土佐森金光らなど、指を折ればまだまだ多い。味方は、万を数えてもよかろう。ギい。と、受けて、忠明は、 他の顔を見回してから。先には、宮将軍令士も発してありますれば、いざと五旗を見れば、万や二万は、すぐ金国からも馳せ集まりましょう。したが、ここには、河内森が見えませぬが。正重か。は、決断書では、役にも立たぬ陣でおざるが、機内の兵を駆り出すには、誰もなくてはならぬ一人ですが。その正重は感動した。え、なんで五歓喜に触れましたか。つい十日ほど前よ、俺の前で。 くくどくど、説法めいた還元立てをしてやまぬゆえ出資止めを命じたのだ間もなく河内の奥へ少々として帰ったそうなことも投げに宮は笑う宮と正成とはよほど心ちぎりの中とこれまで思っていた人々には少なからぬ意外であったさては正成は河内へ帰ってしまいましたかと中には彼がここに見えないのを惜しむ者も,もあり宮は是非なく言い出したいやの確かに 正し,げはは上手いしかし彼のはどこまで自衛の線だただ辛抱を強いのが取り柄だけだ天下不舞の大使もなし政治などは何も分かっているものではない言葉の裏に宮は宮ご自身を語っていた自分にはそれがある正成にはそれがないまたかつての千早老城にせよ自分が絶えず大局的見地から彼の古いへ全国的な官房やら閉鎖を授けていたからこそ よく持ちささたものなのだ。ということを、一同へ、ほのめかしてもおいでだった。ま、正重はのぞこう。いずれ折を見て歓気は解いてやる、心でおるが、俺の前でも高氏をかばい、ああ、ねじ、恋還元をするようでは、今日の役には立たぬ。なんといたせ、血と変わり者だ。あれは、やはり、河内の奥で、柿作りの傍ら寺武神の奉行でもさせておくのが一番よい。さりとて、弓を逆に引くやつではなし。 こう、正成のことは結論づけて、宮はまた、越後。と、忠明の隣にいる越後森に行った義貞へ、熱のこもった瞳を、なんと向けられた。ソチは、武衛の大将、弟脇屋義助と共に、朝廷でも一倍を頼みあるものだ。はっ、最前から、深く陳氏の体のみで、まだ一言もないではないか。高氏は、ソチも、常々、共に天を頂かさる宿敵なりと申していたはずだが。 されば。と、吉貞は謹んで、武者書の重きにある三、かろはずみは、弟吉助にも戒めておりますが、高氏の動きについてなら、その一挙一動といえ、誰よりは注視を怠っておりませぬ。ならばまた、誰より意見があろう。言ってみい。根領からの六原の人集まりは、軍兵の催しではないように、自分は聞いておりまする。誰から、家中の里見神武へなるものを、再作、忍びにしたて、 探り取ったところによりますると。ではなんだ五条以南の往来止めは。六原のうちで、高氏が父貞氏の法要を取り行い、足利園の武士を広く招いたのだということですが。と、すぐ、座の中の一生から、いやに、三人から、それはおかしいとささやかれ出した。越後殿。ご存じないか。高氏の父貞氏が亡くなったのは、確か、四年前の九月五日だ。ところが、 今日は、これ10月の21日。記念にも命日にも当たっていませぬぞ。ごもっともだ。と、吉貞は逆らわず、実は、その不信をどう解くべきかと、思案に暮れていたところでおざる。すると、宮は笑い出した。それこそ義形だ。暴虐だわ。はははは。法要か。軍病の動員か。仮に、高氏の暴風貞氏の法事なら、 その年季にも命日にも当たっていない不信はどう説くのか。幼稚な偽装である。論ずるにも足らん、と宮は言って、高氏も知恵の乏しい男と見える。と、義貞のこだわりは滋賀にもかけられず、話は、すぐ、他の実際的な軍議の方へ進んでいた。けれど、義貞は、なお、冴えない顔だった。高氏という人間を見る上では、誰よりも、自分が、最もよくそれを知る、としていたからである。にった 足利と並んで、峡谷も隣り合っていたし、幼少からの人となりも、お互いよく分かっていた上、隣国同士、喧嘩のしのぎも削り合い、鎌倉入りには、味方ともなって、両軍、靴輪を並べて攻め入った中でもあるのだ。が、その後においては、食えぬ男、心底の読めぬ高氏、と、義貞の高氏感は、一段、以前と違っていた。今となってみれば、自分が、必須の一戦としてやった決死の鎌倉攻めは、 高のためにやったようなものでしかない気結となないいとっているバカな話である。今日の鎌倉の主人は足利直義なのだ。朝廷も認め、世間もそれを怪しんでいない。考えてみると、すべて高氏の計り事だったのだ。じっくり見直してみなければならない。鎌倉在住の頃も、原奴は、ただのぶらり駒、ではなかったのだ。奴の薄肩の一と粒一と粒から、爪の先までが、 計りごとの結晶で出来上がっている人間とみなしていいほどである。それを、石地蔵の申し子のように、若い時から、慣れっこに見ていたのが、自分の不覚を取った一員というほかない。夢夢、もう甘く見てはならぬ。せんでなら負けはしないが、計りごとにかけては、寸胞の油断もならぬ高氏、義貞一生の強敵と心がくべきだ。さもなければ、鎌倉終末の大失敗を、再びとでも重ねるだろう。計りごとだ。彼は、 計りごとに富む大敵だ今今夜も今夜、も貞一人はそんな思いでいたことなのでともかく一社の軍議にも腹から乗って行けなかったのみならず次から次へ疑惑が湧いた例えば伊吹の一祖人が宮御所へ提出してきたという六波羅常などにしてもその入手経過は甚はだは怪しく第一祖人の主人佐々木同世が自ら顔を出していないなども変である吉貞はその点をもついて 念のため、道与へお使いを賜って、彼をこれへ呼び、著人の儀、確かかどうか、司祭をおただしやってみても、ことは遅くはありますまい。と、定義してみた。なるほど。うなずく顔が多かった。従来、道与は、宮市等の連番には加わっていなかった。畜種会は、頻繁に出入りし、吉貞や殿の法院とも面識はあるが、それだけのものだった。で、親しく、霊子のお使いが下れば、道与にとり、 初めて、宮御所の門をくぐるのえいを許されたことにもなる。宮御所のお胸を帯びた将の使者は、すぐ、サメ牛の同与の屋敷へ急いで行った。もう深夜だ。それを潮に。あとは道与が見えてから。と、軍議も一休みに入り。寒い。と、人々は肩をそがめ合った。早子か、牛の国家。と、鼻あからめて、皆凍る息を手で囲むなどの姿に、宮もまた。吉田だ。 夜食を、急に、それを促して、なお追っかけに。酒もだぞ。酒を先に。と、言いつけられた。小半時の間に、酒はすっかり温められ、酒は人々の誤長まで活発に買い出していた。酒のお強い宮は、しきりと大敗を傾けられる。ものなどくがらず、それは見る目も小気味よい飲みぶりだった。二十七の若さが、そこには、誇って色に出ている。 高何者ぞ。とのご気概は、自然、熱者のすべてをも、異常な酔いの霧に包んでいた。寒気と空腹へ注ぎ込まれた酒である。荒々しい地の脈を、どの顔も、こめかみに膨れさせ、人々は、一足飛びに、原始人命いた、殺伐な鼻息や方言になっていた。夜明けとともに、ここを本営とし、兵の配備、遊撃隊の潜行、第二次の動員、それらの結集地点など、作戦の荒ましは、もう尽くしている。 だが、と、そのうちにつぶやくものがあった。遅いのう。どうよか。もうお使いも戻りそうなもの。はて、どうしたか。遅いはずであった。やがて死者は帰ってきたが、どうよは連れていなかった。それの報告によると、サメ牛の深夜の門を叩いて、霊子を伝えたところ、どうよは、家臣を通じて、おり悪く、風の大熱で、昨日から薬事に親しんではおれと他ならぬお召し。 また同様一代の誉れであることゆえ、すぐ出資いたしまする、という答え。そこで、死者は、長いこと、一伝で待っていたが、二多国も立つのに、どうしたのか出ても来ない。こらえかねて、家臣へ尋ねると、主人同様は勝ち気に任せ、一旦、ご小束をつけにかかったが、大熱には勝てず、にわかに、ふるいを起こしてしまい、ただいま天意を読んで、薬湯をあげるやら、何やらの最中なのでと、恐縮して、ただただわびる体でしかないので。 ぜひなく一応立ち帰ってまいりました、という逐一な使者の方だった。仮病ではないのか口走ったものがある。すると、千種忠明が、すぐかばった。いや、そんな人物ではない。バサラなたちだが、竹を割ったような男。せっかくなお召しをと、さぞ無念がっておりましょう。また、何も、彼の負担が作戦上の差し支えではなし、明日は、主兵を送ってくるか、病を犯してでも、 自身見えるに違いないなもう、外にはけ鳴が聞こえた。いつか開けていたのである。先端はいつどこから切られるかもわからない。人々は、せんのため、一度、それぞれの自定へ分かれて帰った。この頃から、今日は、ちらちら細かい雪になっていた。雪は、今年の初雪だ。10月22日である。寒さも、この冬初めてと言っていい。こんな朝を言うのだろうか。 投資陣などがよく使う高天というごそのままな空でもある。盆地のせいもあろうが、アンハイ色とも、なんとも言いようない陰極の天地であった。風を交えた粉雪なので、ひひと、雪には声があり、まだいてかわいている地上から、逆さに白く煙ってかける。変だね、今日は。何かこう ?6 月7日の夜半みたいだぜ。また、始まるのか。嫌だね。鶴亀。 鶴亀往来には人影もなく、つららのしたがっている町屋の暗い中では、そんなささやきもしているらしい。馬になっても戸を開ける店はなかった。今日の庶民の生態には、自然、こうした保護神経が身についてしまっている。彼らはその肌で、夕べからの宮将軍御所の空気やら、まちまち諸書の武家の門の異常な緊張を、もうちゃんとかぎ取っていたとしか思われない。もっとも、こんな雪では、よど、内側の煮船も入らず。 東西の氏の棚もほとんど業を休み、辻猿学の小屋の鳴り物も、大原から出てくる半女の声も聞かれはしなかった。それと、なお、この日、例によって、二条の馬場へ、天皇、皇太子の輪行を見る予定であった十番の競馬も中止となったので、常ならば、町を染める妃阜者や苦行者の運州も全く見えなかったことでもある。すると、馬もやや過ぎた頃だった。一両の牛舎が、五条大橋口から、 富の工事の里内裏の方へ向かって、黒い輪だちの跡を残していくのが見える。牛舎は、三位の格式のものであり、三代の正装の人を乗せていることは、夕を待たない。牛わらべと装束墓を担った友のほかは、車添いも千句も、すべて、鎧に身を固めた騎馬武者だった。さらには、いかにも、軍旗整然と見える歩兵の長い隊、長装隊、弓隊などが三段になって、雪風の中を面も背けず、粛々と行く。子は、これ、 ただの三大社とも見えないから、すわ、といったような驚きを、町のしじに与えたのは無理もなかった。しかし、家々の破れ度から覗き見していた庶民たちは、かえってほっとしたような色でもあった。あ、足利殿じゃ。え、足利殿か。おととい、昨日と、六原中では、法要のお営みとかで、橋止めされていたが。では、それも終わって、何かで参大されるのじゃろ。ならば、物騒な噂などは それもまんざら嘘ではないかもしれんが。いや、宮方の一人相撲よ。そうだ、一人相撲よ。誠の千里なら、足利殿が、ゆらゆら、この雪の日を、王子を打たせて通るわけはない。しかし、これらは、庶民の節穴観測に過ぎないもので。やがて、粉雪の煙る果てに、その車ひさしも気鋭も没し,して見えなくなったと思うと、辻を斜めに、あるいは王子を横切って、どこの武士か。 新千円の宮御所の方へ馬に鞭打って飛んでいくのがしきりに見られだしていた。宮御所では、明け方作戦を終わって、さ、に新田、一大見直野が屋敷や館へ引き取っていった後、宮御また、この間に一睡を。と、ひの守りを竹原八郎らの親衛隊に任せ、奥へ引きこもられていた。いや、夕べは大敗の酔いを通したことでもある。つい深々眠って、木崎の宮の老いたわりもよく知らなかったほどらしい。 やがて、むくと目覚められて、水、と、大声で求め、そのお声ですぐ、妃の君が、針の、恩の、心に変えて、さら、第三水準一の八十八の七十二お盆に捧げて、細殿のすだれ腰に見えたお姿とともに、第一面の銀世界にも初めて気づき、雪か、と、まばゆげな眉をしんと持ち直した。そして、針、恩の、心に変えて、さら、 第三水準一の八十八の七十二の水を一息に飲んでから、ふと、木の君のどこかに、氷のような憂いの影があるのを知って、ふと口軽く、その憂いの君へ戯れられた。ああ、うまかった。だが、水ではなかったと、腹の虫は泣いている。やらい、酒の他何も食べていなかったからな。湯漬けでもよい。いや、温かな白粥なら、なおいいぞよ。早く、禅の支度をさせてくれい。その時、 廊下の侍女が何か言っていた。いや、それ以前に、ひどく荒っぽい足音が聞こえていたので、宮は、すぐ細殿を通って、渡りの前まで歩いて出られた。お、吉田忠か。はっ。なんぞ、敵の動きでも見えだしたか。いや、どうも、稲ことにそうなってまいりました。稲ことつい今しがたまでは、何ら変わった法もなく、鴨川を挟んで、六原の岸もこなたの町も、朝からの降りしく雪に。 ひしそりかとしておりましたところ、ただいま、神殿の一騎が飛んできての方によれば、高氏の車が、三大の装いで王子を打たせ、悠々通っていったとのことにござりまする。高氏がはい。四人だろう、人違いにそういあるまい。いや、車添いの三十四機、価値百四人、いずれも、日頃見る足利党の者どものよしで。確かなのか。確かだと言いまする。不敵なやつ。 宮はお唇を噛んだが、いや待て、足利方でも悟っていないはずはなかろう。いかに彼が大胆なればとて、悠々、的中を通るなどは考えられん。察するに、車のうちは高氏ならぬ偽物なわざと、こなたの手出しを誘い、それを合図に、また口実に、一世芝居から大内へまで、なだれこまんとする憎いコーチだ。そう思わぬか。ご明察。手前にも、多分それかと思われまする。 うかと、かかるな、よシタだ。すぐ、処方の味方へ伝令しておけと、命じてから。俺も、すぐ、表書院の人材へ出る。措置もまた、早くせい。と、殿の法院を追い立てた。そして、宮は、一旦奥へ戻って、木崎のお給仕で直前に着き、また、装いも腹巻きに変えて、表の人材とする一連へ出て行かれた。すると、そこには、はや、第二、第三の情報が、逆に、 宮の判断をさっきからお待ちしていた。情報はまちまちだった。高氏の三代は、富士のお召しによるもの、と、報ずるものや、また、さにあらず、高氏自ら思い立った下級の何かを持って、子孫を驚かしまつったというよしを漏れ聞きまする。などと告げるもある。いずれにしろ、通過した牛舎のうちの人間は高氏でない、替え玉だろうとしていた宮の御観察を裏付けるものは何もない。その上、だいぶ遅くではあったが、 筑紗忠明がわざわざ重心をよこして伝えてきたことごとにはさすが宮廷内に事故の樹木をたくさん持っている彼だけにかなり詳しくかつ真相に触れているらしくもあったそれによれば高氏はおとといの夜半からきのうの夜半まで六原内の寺院で盛大な防府の供養を営み金がね主将と受講の連志からは妻子の公家を賜っていたのでそのお答えに散来したものと F や転送には触れられているという 今日の三代には、一人の目倉奉仕を同社しており、主上へ拝越は彼だけらしいが、後ではそろって、東宮と呪号の連氏へもお目にかかり、親しくお礼申し上げるなどの儀も内観に取り計らわれているとある。そのお礼とは、彼のいとこにあたる角一奉仕という琵琶の上手が、東宮にも呪号からも可愛がられて、この度、兼業の感銘を許されたので、もうのことゆえ、彼が、海沿いのもとにまかりてたものであるとか、金利のうち、誰の申すところも、 ほぼそのようなことにござりまして。と、千種忠明の重心はいかにも言いづらそうに。されば、どうやら、六原の軍病集めとする取り沙汰は、やはり拠点で、法要の営みが真実のようにござりまする。と、この寒いのに、汗していった。宮は、大きく空を打ったお目である。張り満ちていた闘志も格索も、音を立てて、血の中から崩れていく。お顔には、青白い窓いだけが残って見える。だが、 疑いを残す余地すらない。それさえもすぐ消えた。高氏は、すでに、去年の秋、防府の三回忌を営むべきを、戦後早々の立ちで、今年に延ばしたものと、千草の使いから重ねて聞かされたからである。また、高氏は、日頃、我が防府には命日なしと言っているのだそうで、そのわけは、彼は、父の死の枕元から、慌ただしく、笠木攻めの出世を命じられて立ち、陣中に、父の位牌を持って歩き、笠木陥落後。 初めて、形のみの法要を、聖地の冬でしたきりであると、常に人に語っていたという。もういい。宮はお首を振った。そして、忠明は、この手違いをどうすべきだと申したな何か意見はなかったか。は、この上は、やらいの軍備をそっとおときあって、またの良い機会をお待ちあるようにと、お暗示を残しつつ、せひなく散来なされました。何、散来したはい。若中条殿へも、 にわかなおめしがございまして。殿の法院は、宮の傍らで、突然、生きり立った。何を寝ぼけて。と、千草の使者を湧くし、軍を得くなどはもってのほかだ。高氏がどう出ようと、この際、せっかくなご準備を崩してはなりますまい。何は荒れ六原を攻めつぶし、一方、近中にいる高氏めを、生け取るべきでございます。今を外したら、またの木などはありませぬ。と、宮へも強行に迫ると、 宮は、きついお眉湯を見せて怒った。黙れ。かくて違いを招いたのは、貴様が、六原の動きを見損なうた過ちによろう。その汝が、千草を罵るなどは、自分の落ち度を人に転化するものだ。聞き苦しいぞ。その義は。と、急に平た雲になって。重々、申し訳ござりませぬ。しかしながら、ここのご決意一つでは、過失を行幸に転じ、後ではお褒めをいただけるかとも存じまする。 ズうずうしいやつよ。あくまで何を言うか。宿敵高氏を除くには、その高氏が六原にあるものならばだが、近中へ兵を入れるわけには行くまい。なんの、高氏聖杯のはりは、都一人の信念でもなく、かねて、父すめらぎにも、うちうちには、ご目形と伺っておりまする。いわば、高氏は、今近中の籠の鳥。いや、その父の帝は、今回来、高氏の関心をあがなう方へ変わっておられる。 なぜか尊氏にはお弱いのだ。脅されていらっしゃるのだ。ならばこそ、剣奴の首を、六条河原に袋を受けさらすこそ、大なる功の道でもおざりませぬか。おそらく、お聞き入れはあるまい。尊氏もだが、もっと怖いと見ておられるのは、尊氏が後ろに持っている全土の物士というものだ。天皇のお立場は難しい。だから、この森永の手を持ってやらせようとは、望んでおいであっても、朝廷内で尊氏を捕らえるなどのことは、 お許しになるはずがない。この度は、諦めよう。吉田忠、諦めろ。宮様。法院は、立って、奥の牢へ入りかける宮の姿を追って、後ろから、そのた元を掴んだ。せっかくな、天の与えを。とはいえ、父の帝と争いはできぬ。でも、断じて行えば奇心を引くとか。逆上するな。吉田忠、逆上はしておりません。ならば、この雪の降り山沼に、 やらい集めた兵をすぐさま解け。それしかない。では、どうありましても。ご返事はなかった。実は、残念さ彼以上にも違いない。その我慢の見えるお世を、渡りの彼方へ見送りながら、殿の法院も、再びそれに追いすがる気力を、土け色な顔に失っていた。すると、慌ただしい一家子が彼を見つけて駆け寄ってきた。法院殿、宮中からお使いです。 九州から、ご直使とあって、どなたが、室の大劇諸行殿と書きこえました。恒例の初雪の古文とかで、宮のお返事をいただきたいとのことにござりまする。時も時に、と、殿の法院のふとした疑心は、国をかしげる。九州から王答の宮へ、富士のお招きというのも気がかりだが、初雪剣山のお催しなども珍しい。誠に、今日は、今年の初雪だが、しかし、九州で、 初雪の小峠が催されるなどの慣例も、世上不穏のため、久しく耐えていたことなのである。とはいえ、世も、一審の平時と返した京とすれば、それらの古風な漁裕が復古されたからといって、別状、怪しむことはない。ただ場合が場合だけに、彼は、ふと、何か疑念を伴わずにおられなかったまでだった。いかかなされまするなお使いの室の大外敵は、稲屋のお返事を持ち帰りたいよしで、お待ちしておりまするが。 宮のお姿を奥に探し求めて、やがて、彼は、諸婦のご分を取り継いでいた。おそらくは、妃の君のお部屋かと、彼は想像していたが、そこにはおいでなく、火の気もない一連に、宮は、一人行がして、じっと、天井を見つめたまま、何か思いふけっておられたのだった。が、すぐ起きて、事のり、と聞くやさようを正し、多少、お迷いの風はあったが、しかと言われた。吉田だお使いへは、 こうお答えせい。富士のお召し、少々は手間取るかもしれませんが、遅くも酔いすぎぬうち、きっと三代つかまつりまする、と。はっ。と、吉田田は、かしこまったような平服を見せていながら、すぐ立とうともしなかった。宮様。なんだ。もしお心が進みませなんなら、そこは、ご風紀とも、お差し使いとも、よろしきように、吉田田からお使いへ、申しつくろうておきますが。それには及ばん。 初雪剣山の魚優とは、近頃珍しい。いえ、見事のりではありましても、病気の大事ではなし、ご欠席遊ばしたところで、あながちなにも。いやいや、何か、俺の胸のものは今、やりどころなくなっている。深々と胸にも雪が降り積むようだ。そして、しらじらしい虚無が俺をたまらぬ寂しい子にひがませている。急に、父のすめらぎへお会いしたくなったのだ。あって、ただの子として、父として、一度、 いろんなことを、恨みつらみをも、言ってみたい。滅相もない。この言うには、先には高氏も参大しており、ほか、情景の方々も、皆ご一恵でござりましょうに。もちろん、そんな中では言わん。あるいは、父スメラギのお顔を見たら、それなり言えずにしもうことかもしれぬが。何はあれ。高氏ごときとご同席では、おりも、おり、せっかくな儲たげもお楽しいものにはあいなりますまい。くどい。 行くと申すに何を阻む俺は、化病を使うなど、大の嫌いだ。それよりは、牛舎の用意でも命じておけ。宮は、すぐお支度のつもりと見える。彼を、その場に置き捨て、さっさと、キサキの宮の御殿のうちへ入ってしまわれた。右嫁にお湯とのへ入る。お串も結ぶ。ご装束、弱体。そして、宮は、冠台の冠を取って差し上げるキサキへ、いつになくこうお優しかった。 雪はやむまいし、宮中の5回も遅うなろうから、そなたは先に眠れたがよい。ふとしたら、今宵は帰れぬかもしれぬ。置き先は、その背の君を、渡りまで見送ってから、戻りには土地と涙くまれてしまった。今宵は帰れぬかもしれぬと、宮の何気なく言い残された言葉の端が、なぜなのか、心にせぐり返された。はや、車寄せには、追人たちが頭を揃えていた。常の三代ならずとして、これも、 殿の法院の用心か。屈強なのが、友人の装いで、こぞって、長いの両脇にひざまついている。宮は、二品の親王、征夷大将軍の正装で、側帯の裾を自信に持たせ、車歯差しの下へ、上手に、お身を鏡入れてから、外の殿の法院へ。吉田だ友はいつもの顔と変わっておるな。は、念のために。やからは、誰と誰か。木寺相模、平賀三郎。 矢田彦七、岡本三河坊、の長七郎など、吉野以来おそば離れぬ者どもは、皆御友を申し入れ、先駆、お友子の警護につかんと言いよりまする。措置も行くか。は、マイラではなりませぬ。風雅な誤解へまかるのに、血と行々しくはあらざるか。さような態は見せませぬ。いらざる友は省いて、襟抜いた男ばかりを連れ参ることでござりますれば。あくまで措置は疑い深いな。 厚物に懲りてナマを吹くというやつミヤは笑って、手酢から、すられをパラと下ろした。それを機に、車の輪は、注文から外へきしみ出す。すると、別な奥口からかけてきた家臣の一軍が、何か、殿の法院へ向かってことごとしい顔つきで告げていた。それを、ミヤは、物見、車の小窓から振り向いておられたが、旧舎は、もう表門を出て、金一色の人通りもない王子の湯を打っていた。殿の法院は、 そのため、やや遅れて、後から車沿いに追いついた。先区と車沿いの十数人は牙なのである。吉忠田田、吉忠田田と、車の内からお声があったので、法院が、馬の蔵に身をかがめながら答えると、何事があったのか、というお尋ねである。吉忠田田はいっそ申し上げまいと思っていた風だったが、せひなく、ありのままお耳に入れた。昨日の祖人、佐々木同様の家来みんなに現場という男が、いつの間にか、下屋から姿を消し、どこにも見えぬと。 立ち騒いでいいでたものにございまする。そんなことか。はい。もともと、たけの家来だ。無断で去ったからとて、別段気がかりにする要もあるまい。は。別して、気がかりとはしておりませんが。それよりは、牛が遅いな。車の輪が重いのか。雪もだいぶ積もりましたので。初雪から、これでは、この冬が思いやられる。まだまだ、世は、風雪の時代と見えるな。 天は濃い隅。地は、白い他何もない雪の都ほど、裏わびしい黄昏はない。分けて、一と合戦はあるかと、恐怖のうちに無事くれた、今日一日の後だった。およそ、まだ人の通る影、人の住む家らしいほかもない。でも、木の跡はある。宮の牛舎の前にも、誰かは通ったものだろう。やがて、二条富小路の金利のうちへ、御社が消えいったのは、すでに、初行宵の頃だった。雪の御所内は、 諸殿の火を遠方こちらに散りばめて神々しいばかりである。友人の殿の法位以下は F を入って、さらに中重の門までは参入したが、当然、そこから先へは行かれなかった。友一同は兵部省側の一同に留め置かれ、諸殿の口では、はや、宮を一人の姿だった。奥津とには、大舎の神殿が控え、牢の律令には、羽室の前大名言長高、頭の中条胸金、ね、宇宙弁整形などの姿が見えた。宮は、 木前を通り合って、そのまま、まっすぐに戸の上の方へ歩まれていく。皇居も、古くからの大内とは違い、仮の里内裏なので、規模は小さかったが、それでも、忍術、小織、常年、教書、清涼、古希、霊系等家の八殿にびせられている大屋根と大屋根との谷は、随分長い、そして行く曲がりもしている回廊だった。お気をつけ遊ばして、絶えず、宮の足元を四足で照らしながら、鏡越しで先に歩いていた式部の剣の大夫、フサは、 中坪へ面する寮へかかると、そそがすすらと通り道にまで吹き込んでいるところもあったので、そのたびには、自分のせいみたいに、申し訳ございませぬ、と、謝ったりしていくのであった。有草、は、良い雪だの、誠に。しかも、初雪のご宴とは、これも近頃珍しい。森永など5回のお召しに預かったことはない。情景型でも、大声のない方が大半なのではございます、まいか。そうだろう。 して、お前には、すでに大勢お集まりか。はかの君、この君と、はや、夕の日ごろから、文武の別なく、仮の藤壺を巡って、お歌やらお酒やらに、打ち興じておわせられまする。高氏はとは、宮は、お聞きにならずにしまった。御説はもちろん、残菊の宴、徴用の会などは、恒例の宮廷年中行事であるが、戦中の会だとか、初雪剣山などは、昔から滅多になかった漁優らしい。 工事根源によれば、桓武天皇の延暦11年の冬、初雪け山といって、天皇以下、雪の夜が二人に明かされたことが見え、一条院の御代には、清少納言が、藤壺に、雪の山を築いて、教事あったなどのことが、枕の草子には見える。お、琵琶の音が。と、宮は、ふと、有草の影を呼び止めて佇たずまれた。あの琵琶も五宛で引いておるものか。そして、そも、 力き人は誰か有草は、悲則の揺れを手のひらでかばいながら、遠くの琵琶へ耳を澄まして、やがて、宮のご不審へ答えていった。いや、あれは、小宴のあたりではございませぬな。思い出しました。東宮のお家かと存じられます。では、東宮のお金でか。いえいえ、各一奉仕に違いありませぬ。各一。はい。このほど、剣業のみ許しを賜った目ら奉仕で、その御礼のため、 左兵の徳、高氏様に伴われて、今日、春の宮、東宮へも伺うたよしを聞いております。折伏、この雪なので、東宮のお家にあっても、御母の蓮子の君やら、侍女たちも、交えて、平家の一曲でも弾かせ、お狂じあっておられるものでございましょう。そうか。宮は、しかし、いつまでも、そのおたたずみを忘れたような姿だった。回廊のひしは浅いので、そうしている間も、冠の栄や側帯の裾には、 引き込む雪の名滅が怪しいいまでに待ってては消えている高氏と聞き、また、呪号の連死と聞くからに、王党の宮のお胸は、それだけでもうただならぬもののようであった。高氏と呪号との間に、今有さの言ったような親しい交渉がいつの間に結ばれていたのか。ふと、そんなご会議も言うしかと、お心を未足して進まぬ足にしていたに違いない。が、もう、この回廊を後に戻れるものではなかった。 アリフサの子息もまた、早先に立っていた。宮を導いて、いや一歩一歩引いていくような瞬きを見せて、先へ歩いていき、やがてのこと、おあぶのございます。筒の間の階へかかります。お気をつけて。と、牢の果てから、さらに、幅の広い階段を7、七、八段ほど登っていた。そこからは、いわゆる天井で、清涼殿の南の日差しにあたるところである。そして、言うところの筒の綱は、 牢の墨柱から、教書店の後ろの方へ貼られてあり、主上の魚座でクロードラを召されるときそれを引き、鈴が鳴る。で、ここの大廊下を、筒の間の牢と呼び習わしているのであった。今しも、式部の剣の大夫フサを先に、宮は大廊下の中ほどまで歩まれてきたが、何か、一末の不審に、はっと、そのま眉は吹き解かれたかのようだった。なぜならば、ここまで来れば、もう、 巨つのあたりのにぎわいも、見明かしの色めきもそれともれうかがわれるはずであった。しかるに、雪の夜の大おとのごむり、そのままに、しとみも扉も見渡す限りは閉じられて、すべて墨を吐いたような新刊たるやきではないか。いや、危機ともいえる、人気なさではないか。アリフサ。は。はい。待て。不審があるぞ。お許しを。何ごめん。アリフサは、突然。 手の子息を捨てて、だだだだっと、逃げまろんだ。それが合図だったのか。突然、宮の後ろから、鬼のような硬い具足の諸手が組みついてきた。天、宮は、渾身の力で、とっさ、組みついてきたものを、肩越しに、大廊下の床へ投げつけていた。冠も飛ぶ。側体の裾が、同時に、長い子を描いた。すかさず、別な武者へも、宮は、足毛をくれるやいな、ガッと。 元の階段の方へ一躍仕掛けた。逃げようと、なされたものに違いない。中重の門まで戻れば、殿の法院以下、腹心の随人たちがこの身を案じて待ち控えている。だが、それらの猛者の家来どもを、宮から遠く引き離すためにも、この巨座にも、間近な鈴の間の大廊化が、あえて用いられたに相違なかった。五条ですぞ。とばかり、三人目にかかった武者は、宮のお体を、羽がいじめにしながら、 牢の口の貝から再び大粒の方へ、ド、ド、ドッと引き戻した。振りほどきつつ、何者だ。なおいえ。宮は、お怒りを、声にも髪のほつれにも、震わせていった。しかし、答えは、五条、五条、と、だけである。そして、おめきかかる武者も、いつか十人やら二十人やら数も知れない。あるまじき出来事だった。ところは天井である。 宮はあしらになった五条とは、誰の言葉を問わずにいられない。絶叫せずにいられない。たとえ冬降る雪が夏降ることはあっても、父の帝がこの自分へかかる五条を下すことはありえないと、なおまだ信じて疑えない巫女王藤の宮だった。あるいはと、その憤怒を、一つの想像が、突き抜けもする。これは足利の防兵ではなかろうか。あの足利のことだ。計りこともって、 兵を金結に入れ、帝を優秀して、自分をもここへおびき寄せたものでないとは言えない。そういう暴挙は、安本平士の世にも行われたことがある。宮は必死になった。かつては、吉野の奥、戸塚川の原子林を、砦として飛球をしか、朽ち足した、第三水準1の十四の八十八、下生命の持ち主でもある。武者の幾人かは、地へどを吐いたような声を発して揺ろめき倒れた。しかし、所詮は、お力の及ぶところではない。 宮の巨体も、ついには、大勢の下に組み伏せられた。でも、なお、五体をねじりにねじって、胸を、と、床板にこすりつけられたお顔が唇をかみ、何奴だ、何奴が、かかる理不尽を、と、ののりたけって休もうともしなかった。あまりな暴れ方に、武士たちの後ろから、一人の将があらあらと言った。せひもない、お縄をかけろ。縄にしていったてろ。宮は、 その声を知って。やや。ソチは放棄であるな。名は長年であるな。長年は横を向いた。静止に絶えぬものらしい。宮は、宗主を後ろに回された姿を、我からと突っ立って、その横顔へののしった。長年。ソチは人間か。逆上は、ご無理もない。三輪天皇の御子。という生まれながらのご自尊からも無理でない。牛ゲロウのやからの膝元にねじ伏せられて。 あら縄の戒めを受けるなどは、およそ侵害なと、本命を釣り上げ。なぜ答えぬと、答えぬ名は長年の横顔へ吠えたのも当然だった。赤。畜生ゆえに口はないのか。長年。なんで、この森永に縄をかけた。しかも、何時は、日頃、我が宮一味の名役にも名を連ねていたものではないか。おう、そこには、結城の方が近光もおったな。宮は、 両手の自由も利かぬお体を、もう一人の章、結城の方眼へ向かい、肩でぶつかるように迫っていった。近密、物申せ。ここは、巨ョにも、マジか、滅多に、武士屋からの立ち入るところではない。天津さえ、今宵、初雪剣山のお飯をかしこまんで参った我に、理不尽なこの乱暴とは何事ぞ。一体、これは誰の指図かお静まりなされ。見苦しい。無礼であろう下ろう。 わしは、二品の親王、聖位大将軍森永だ。んじらこそ、下にかしこめ。いいや、ごがてんなされい。すでに、あなたは、昨日のお方ではおざらん。ただの一森永だ。な、何。すべては五条です。我らは、帝の上命のまま、あなたをここに捕獲したまでのこと。さ、お歩きなさい。だ、黙れ。上命とは誰の上命。 もちろん天皇のお命です。そんなはずはない。たとえ天地が覆いろうと、そんなはずがあるものか。天皇は俺の父だ。私事は存じもゆらず、天皇の追いつけは、抗儀の御のりとのみ心得ています。お歩きなくば、是非もない。兵の腕づくで引っ立てさせる。しゃっ、待て。宮は、より高る武士を、領の肩で振りしりぞけた。足でも蹴飛ばした。そして、 父君。と、と、どっと盲目的に駆けまろんでいき、彼方の夜の五殿のひそまりへ向かって。父君。これは全くのご栄漁か。ただし、いを胸を聞かせてください。父君。と、その体中を振り絞って叫んだ。もちろん、瞬間のことでしかない。お声は、すぐ追いかぶさった武者たちの下になっていた。あとは、もう論外な幕としか言いようもない。 タグシたちの足音は遠ざかる雷鳴みたいに、どのろうを伝わって見えていった。始終の様子を、その物音の遠くになる果てまでを、天井のくし形の窓の辺りで聞きすましていた女性がある。呪文の連死であった。彼女の影は、暗がりで見る玉虫の怪しい光さながらに、やがて、帝のおられる中殿の方へ、さやさやもう引いていく風だった。そして、間もなく、こう、巨ョをお伝えしているのが、 声低く漏れていた。おみ、ことは、ただいま、武士どもの手で、まずは難なく済みましてございまする。帝は、中殿の大きな黒塗りのふずくえに、おんを載せ、その上へうつぶしておいでだった。明治のさまざまな慰めごとにも、何のお答えもなく、やがてお胸をもたげても、面は、なお、あらぬ方へ向けたままだった。武士の補聴に委ねた我が子王党の宮の縄目め姿を、父のお瞳が、描いていたにはそうやるまい。 だが、五代醐は、父ではあるが天皇でもある。その意志力は、大惨のごときものだった。すべてをそれに支え止めている五眉で、蓮子が世の親並みに言う慰めなど、今更何を、と、耳うるさげで終わすばかりか、大義親をめつす、を揺るがせ、毎年、一粒の涙も、まつげに見せられてはいないのである。ただ、言いようもない、安淡なお顔色であることだけは否めなかった。これでいい。一人の子には変えられん。ぼそと。 ご自分へ行ったきに、霊子もそれについていった。世のため。これも何かの五熟縁でございましょう。ただ、もう酔いの運命なり、犠牲なりともお諦め遊ばして。言うな。もう。申しますまい、帰らぬことは。ですが、霊子をお恨みではあるまいかと。愚かなことを。政治の段を下す者が、女の言などに潜んでよいものか。いや、さような繰りとはお、OK、け。高氏は、どうしているか。 昼、奉仕の各一を連れて、東宮の御内へ参り、東宮のお遊び相手をいたしながら、密かには、今宵の御所断の基地か強化を、心待ちにしているものと思われまする。もし、今宵を入れず、朝廷が、森永の処置を明らかに取らなんなら、六原羅中を挙げて、彼は、彼、独自の行動を起こさんと言ったのだな。いいえ、高氏は、むしろそのなため役でございますそうな。なんとなれば、彼の一族、諸国の輩は、 南屋の挑戦を起こって、いつとなく六原に移住し、出長、金利のお方も、宮の道福ぞと申し合わせ、不穏の気を問いでおりますため、高氏自身、かくては、一大事と、身を、皇居の質ともなす覚悟で、おして、今日の三代をした者の,の、よしでございまする。では、父貞氏の法要と触れていたのは、いたずらに、落中の民を騒がせまいと、彼の心を砕いた一景であったと申しておりまする。さまでな尊氏の心根と訴えには、 わらわもこれを捨ておかれず、ついお上の営業にまで入れたわけでございました。わらわもつらうございまする。どうぞお汲み取り賜りませ。帝は、やがて、この夜、一殿へ召し置かれていた職業の議席へ臨んで行かれた。もちろん、これからの宮のご処分、対足利との交渉、また朝廷の長期方針など、おそらく夜を徹することであろう。どうやまた、殿の法院以下、宮の友人44名は、中重の門側の一途等を、 滝口の兵に包囲されて、一人残らず爆されてしまった。彼らは、何が何やらわからんと吠え狂い、ののしり叫んだ。通りである。禁門の内外すべて、皆同様な天夜湾夜の混乱だった。そして、無残な初雪の夜は明けた。北山手入れ。修羅の合戦だけが戦ではない。10月22日事件は、非戦ではないが、見えぬところの陰線ではあったのだ。高内派と反高内派とが、 相互ギリギリリな死闘を決した一戦であったと言える結果は、王党の宮後一味の敗れに終わり、消えやすい初雪が、翌日は、もう、ドロンコなどの辻とかしていたように、跡形もない壊滅を遂げてしまった。それにしてもと、多少裏面に通じている訳知りまでが、いろんな疑惑を後では持った。高氏を懐中しつつ、いつか宮の手で高氏を滅ぼそう者としておられた天皇が、土壇場へ来て高氏に迫られ、やむなく、その陰謀の都がを、 宮を一人の罪にかぶせたなどのことは、天皇というお立場の苦しさ、訂身の圧力、あながち、分からぬこともない。また、呪号の蓮子が、手もなく、高氏方へ回って、王塔追放の残に、大きな役割を務めたなどは、むしろ、彼女自身の外化としたところなので、これなどもよくわかる。しかし、何ともほぐしかねるのは、これまでに、塔の宮を、自分らの名手家のごとく、宮将軍、宮将軍と、 担ぎ上げてきた一連の武将たちのこの際の態度であった。千草忠明をはじめ、新田義貞、名は長年、他実施にも余るお味方部門が、たる一人、宮に準じようとはせず、また、宮のお体を脱回するの虚にも出ていない。いや、言い合わせたように、当や以来は、弓矢も矛も、かえって成りを収めている。一体これはどういうわけか。長楽の検問にまま見るところの、人情史のごとし、というに過ぎないものなのか。あるいは、 ここにも、五醍醐のお胸がナイ振って、彼らの盲導を固く抑えたものだろうか。おそらくは後者であろう。むしろ、中には、急進過激な宮将軍の没落を、喜ぶ風で、内心ほっとしていたものもないとは、また言い切れない。しかし、宮に対する、周囲の態度は、いかにどうあろうと、昨日に比べて、あまりにも非情であった。その非常さは、一国のものというよりは、剣務社会そのものの非常と見るのが正しいかもしれなかった。 とまれ、宮の鬼柄は、当や、直ちに、二条の馬場殿、一説には、常磐殿のうちへ拘金されたとまでは世間へも知れていたが、宮の公人殿の、本院一井さんの友四十四名の猛者などは、どこへつながれたか、どう処分されたのか、闇から闇に消し去られた形である。もっとも、主を改名を変えて、だけで余生を働いたものが全然なかったわけではなかろう。ただ、いかに、人命が散りくたのごとく扱われていたか。 この一時でもスイッチされようというものである。かくて、月を超えると、宮のご処分は、関東方へお預けと、こと決まった。関東とは、言うまでもなく、玄家、足利直義のいる鎌倉の府である。すでに、冬も、高齢な11月15日、高牛の一族細川明氏が、警護のもとに、大東の宮は、東の空へ王送されていった。貸し月には、南のお方という女房一人が、友を許されただけだった。何しろ、 二名を天下に震わせていた宮である。直義をはじめ、在鎌倉の面々は、猛虎のように恐れ扱ったに違いない。直ちに、二階堂薬師谷の登校地に押し込めまつって、昼夜、厳しい軍領監視のもとに置いた。それは、ただの流人にも勝る、暗い雄想の拘束であったろう。が、よく聞く王答の宮の、土郎、というのは嘘である。ただの伽藍の一室だった。にもせよ、 昨日の御身とはあまりな変わり方である。牽制。それによりたかる人の美玄。一体人間を幻惑してやまぬ、それらの正体は何であったのか。さすが勝てつとむな宮も、これへ来てからは、打ちすんだお姿で、全く物を仰せられない日が多かったと言われている。そして、ある折には、お一人ごとに、尊氏も憎いが、こうなってはいっそ、尊氏よりも、父のすめらぎが恨めしい。とうもらしになったとか。 誰が耳にしたわけでもあるまいが、梅松論の著者も、ふと、お独りことありけるとぞ、漏れ受けたまはる、と書いている。おそらく、自陣が、皆、そんな風に、宮のご胸中を推量していたものではあろう。とにかく、自局のふり、そのわさわいんの戸が全てを、一心の責めに負わされた犠牲者として、人々は宮をいたんだ。しかも、その陰謀は、天皇も、もともと、よく、 ご存知だったとは、おし事文書その他、当時の苦行記録にさえ、明らかなのである。一祖父のスメラギが恨めしいと言われたというルフが、交換に行われたとしてもキーではない。すぐ年は暮れていた。兼務2年に入る。大代理造営の事業などは、劇の町内に役所が置かれて、造営ことはじめ、の式は挙げられていたが、実際の匠は、少しもまだ進んでいない。それに要する、素王罪や貧乏罪などの国々からの運情にせよ。 土地の武家と中央の領土の折り合いがさっぱりつかず、いたずらに国費を食っているだけだった。諸兵の呼び起こした物価の高騰も、ようやくひどいものになってきて、これまでの低賃金では、働き働き、食えなくなるという厭さが、町には満ちているありさまだった。けれど、春ともなれば。とは、危険の、貧乏下車や花漆の網路車で、どこに、そんな上があるかのようにしか眺められない。正月の節へ。小朝杯、百貫の山が、 朝勤の行幸。二宮、東宮、中宮のおわい。寝の日遊び。と、毎日が、行事の式やら漁遊であった。遠い王朝の頃と比べれば、随分略されてはいても、二条代理の書門は、飾り競うシャバの群れで朝夕、霞立つばかりであった。だが、諸国の早馬は時、時氏も、しきりに都門へ向かって、北条残党の放棄の急を告げていた。宮廷内の割れ目や、新政不信の民心に乗じて、がぜん。 諸国に高まってきた春早々からの兆候はそれだった。児玉のように、諸国の乱は中央に敏感だった。政局の危機とか、後部の岩でも生じると、必ず、各地で、北条残党の放火が上がる。新政府が、その樹立以来、最も悩まされてきた問題の一つである。これの対策には、武力しかない。その武力は、高氏の協力を待たねばならない。見りとあっても、最強の部門は、 草忠明や新田義貞のもとでは色よく派兵に応じる風もないのであったそれが尊氏の領だととにかく動くとにかくというのは尊氏もまた残党討伐に対してはあまり積極的ではないからであるしかし堅無2年からの各地における残党放棄はそれまでとは違ってすこぶる活発な動乱の層を帯びてきた正月2月4月へ渡って西は長戸田の伊予地方に 北はしなの、上の国にも、そのほかとびとびに、近畿から東北まで、いわばのびか山勝ちのように、ここを消せば、かしこ、そこを叩けばかなたで、といったような全土全面のいぶりであった。このままでは。と、朝廷も、ようやく、その万円の上に、夕食を濃くし出していた。天皇が頼むところは、高志氏でしかない。高氏は、頻繁に、天皇のお召しを受けた。また、彼も、よく、 天皇の長軍にお答えして、八方その鎮圧に力を捧げた。断然、部族の間に聖望のある彼の軍勢がものを言って、伊予の乱もまずは、と、収束の方がいたり、続いては、長門北条等も、と、官軍の攻略によって、やや静まったとは聞こえていた。けれど、それで根絶したものとは限らない。同じところ、別なところで、また、火を吹く恐れはある。なぜならば、 全土の反乱は、なお北条残党に借りているが、あながち、北条氏再興が絶対な目標ではない。要は、新政府の公家政治に失望して、元の武家による武家政治を取り戻そうとしているのだ。高氏は、そこを冷静に見ていた。彼の目はいつも遠くを見ている。例えば、再国の手当にしても、彼は、最強中のに義合久や宗方大宮寺内則らを差し向けて、豊前、筑後。 肥後の兵を催させていたが、それらの将に対する高氏の心遣いなども、ないない実に細やかだった。決して、御事のりを傘に来たり、一遍の軍令などではしていない。事故の一族を聖地にやるのも、同様な物心両面の助けを与えて、なおまた、後日には、と、その功にほうゆる役も忘れなかった。で、九州最国の武将たちはいつか、胸に人間高氏を刻まれて立っていったものである。彼らが、 最強中、第一の印象といえば、足利殿、おそらくその人だったろう。こうしたうちに、突如、とでは北山殿手入れという大事件が起こった。誰もが耳を疑うほど驚いたのは、これもまた、北条残党の巣であったことである。北山殿といえば、朝廷では、重臣中の重臣、西園寺の大納言公宗の他の人ではない。北山殿、すなわち、西園寺の大納言公宗の存在は、今でこそ、 時流の外に薄れているが、家柄は、七成賀の一、代々、立皇の姫君も出し、元は、太政大臣を行くたびもへ、いわば、人心の栄を極めてきた子孫なのである。現に、今は、見まかられたが、五代五の皇后の宮、西園寺義子も、この一門の出であった。お若い頃、北山殿へ遊び、義子を見染めて、よそへ盗み出し、やがて後に受大させたもので、それほどに、五代五も、 よくお遊びに出かけたことが、マスカガミの秋のみ山、北野の雪など随所の巻に載っている。何千種忠明は、今、そう言って、一度声をのんだ。昨今の北山殿は、まるで、北条残党のねじろだとお言いやるのか。そ、それは、全くかの。いや、何か、証拠でもあっての仰せか。6月21日のこと。客は、いや客とも言えない。 竹林院の中納言公園は、そんな神広した流風ではなかった。夕べ思い余って、一睡も取れなかったと言っている。が、意を決して、自分も一文の恥ながら、あまりな北山殿の,の恐ろしい秘密なので、どうしたものか、その肘一切をぶちまけに、これへご相談に伺い出たものと、さっきから、面を土毛色にしているのであった。証拠と仰せられますかさ、証拠といえば、この公家がその意気証拠でございますが。どうも、ちと。 お話がキレ切レで、またいちいち意外すぎる。一つ初めから、落ち着いて、もう一度順を追ってくださらんか。でないと、忠明にも、何やらにわかに信じがたい。ごもっともです。大家は、気がついたように、置かれてあった天目の茶をうちつなく含んだ。そして言うには、千年、北条一門滅亡の際に、執権高寺の実の弟、北条左近太夫安家は、奥州へ逃れていたが、ほとぼりも冷めた頃と、 京都へ入り込み、救援を頼って、いつからか西園寺のうちに帰職し、名も、京武の正寺京。と書いていた。もともと、西園寺家と北条氏とは、遠い上級の乱以来の深い因縁がある。当時、関東方について、北条氏に協力したので、それからの西園寺家は、朝廷にあっては、関東の出典役をなし、関東へ向かっては、朝廷の代弁者として、いわゆる共存共栄の利を代々幕府と共にしてきたのだった。 今更、北条の亡命者に、告げなくはできない。いや、北山殿の公家宗自身が、兼務申請の世の下では、全く失意の人でもある。で、ここの斜陽の門と亡命者との結びつきは、必然なように。再び、天下を。と、大それた陰謀を持ち、世間も知らぬ間に、密事も着々進んでいると、公家は言うのであった。む、なるほど。忠明はうなずいた。これならうなずける。そして、 心の内で喜んだ。西園寺家をはじめ、事業院光を取り潰すには、絶好な機会と、考えられたからだった。大家は、名を告げた。北山殿のうちには、高時の弟の変行、時京がかくまわれているほか、いずれも名を変えた北条残党のやからが、新清見し抱えの田舎侍、というていで、十人以上も住み込んでいる。陰謀は、それらの者の勧のめだが、名手は、もちろん西園寺の大家宗京で、 今日の手から、寿命院伝花園上皇の院前を申し受け、同じ筆則仲間の苦行どもをも語らって、ことは、もう、寸前の木までに熟している。そして、その刑は、なかなか大規模でもあった。亡き高時の一子の亀琴吹き丸が、今では、北条二郎時行と名乗って、甲斐、信濃、武蔵にわたる北条残党の上に要されている。で、その幼い北条氏の忘れがたみを関東総大将に挙げ、これとも連絡ができている。 越中、加賀、能登の方面には、名越太郎ときかねらが、近来、強大な一勢力を成してきたので、これへも、西恩寺家から西を送り、三方同時に立つ日としては、近く、とに変があろう。それを会えずに、一勢旗を上げること。という密約も、すでになっているというのであった。以上が、公系の密告の全貌であるが、なお、公系の口裏には、もっと差し迫った目前の何かが言われ尽くしていない風だった。 ただ秋は待ちきれず、そこをついて、いやよくわかった。また、よくお知らせたまわった。が、そのとの変を合図とは、一体何を指すものか。明日のことでございまする。明日のことまだ、ご存知やりませぬか。果ての、帝の行行を、伊豆肥え、明6月22日、絹笠なる北山殿へ、蛍狩りの女優と、都にご内定を見ております。もとより、 これは、西園寺家から、特に林行を仰いだもので。そして、その日に備え、西園寺家では、密かに、数多な盤長を入れ、数日前から、お湯との武神など急がせておりまする。はて、なんでお湯との思いますに、上がり場の板を、踏めば落ちるような造作にしておき、朱上林行の説、落とし入れたて松蘭との、恐ろしいたくらみではないかと、私には見られまする。忠明は仰天した。 なおも念を入れて。ともあれ、公をもどの。以上は、ご責任をもっての上告としてよろしかろうな。もちろんです。自分も、西園寺一門の橋、是非者を、北山殿の御継ぎには加わりました。しかし、昨夜は恐ろしさに眠りもえず、思い切って、伺ったわけでございまする。これは、千草殿のお考えに問う以外、思案もないと意を決しまして。よろしい。お当たりは、ここを出てはならぬ。 その代わり、お当たりは、罪な記者として信ぜる。忠明は言って、そのまま、大やけの身は、自邸のうちに監禁してしまった。そして、彼自身は、すぐ、二条代理の帝へ馬を飛ばしていった。三代には、見許しを待たねばならぬ。牛舎、側帯が習わしでもある。だが、今、忠明には、そんな古魚の糸まもない。乗り捨てた駒を F へ預け、中重の門を、大股に戸の上の方へ通って行った。 あれ千草殿が、いぶかる中でもたれ、一人、とどめるものはなかった。ときめく頭の中将殿であるからだ。おそらく、その唐突な出資に、天井でも、また同じような怪しみと、静かな驚きの家紋が呼び起こされていたことであったろう。まもなく、主情をめぐって、にわかな蜜ぎが行われだした風だった。いつか夜になっていて、信仰も、なお、ごすだれ越しに、中殿の白い火をよぎる遺かの影が、そっと、 外へ立ったり席へ戻ってはまた、議事に入るなど、ただならぬ気配であった。しかし、外部には、一切何もなきかのようなひそまりが、象人たちの端にも、注意深く守られていた。メ暮クれば6月22日で、北山行幸のご予定だった。御車備えのオートネリや随人も、皆そのつもりで、区部の支度が始まり、他には、何ら常と変わったところもなかった。だから、当然、帝方の林行を訳していた北山の西園寺家では、 見車向かいの清掃に、地理も止めぬ用意を整え、やがて、夏の用足も、日暮らしの声にすずめき染める頃ともなれば、もうか、暇か、と、一同、首を長くして、お待ち受け申していたに違いない。北山殿とは、落外衣笠村大喜田さんの裾で、マスカガミ内野の雪の巻に、その神、打ジ大臣金常の君、夢見給えることありて、ゆゆしき報道を立て、なおば ト寺と南無申しを狩る。とある、その広大奏麗の一地域であって、殿楼の隙は言うまでもないこと、園内には、広やかな池水をたたえ、峰からは、滝津瀬の響きを下し、浮島の中に、夢殿を、右側には放水院を、そして、上水院、無料光院などを、主の橋や郎でつなぎ、つまりは、王朝貴族の浄徳源の道楽をそのある限りな財富で、地に描き尽くしたようなものだった。代々の西園寺家は、ここに栄え、 今の大納言公胸の父の代には、五代後醍醐もまだ皇太子であったが、その頃から、しげしげ遊びに見えられたところである。当時は、美しい姫たちがお目当てで、雪見、紅葉などはつけたりだった。しかし、思い出の多い公園ではあった。だから事業院光の西園寺家ではあるが、身をとなっても、格別むごい圧迫は加えず、また、今度のような輪行の進めにも、ふと、巨有のよう動かされたものであったろう。ところが、やがて、 果ての公宗はつぶやき出した。はや、言うかせ。まだ御社がつかぬとはおかしいぞ。誰ぞ、路地を見てまいれ。と、自身の群れへ言いつけた。しかし、帝の行幸は、極秘のうちに、はやさたやみとなっていたのである。そして、それに代わる一陣の平和が、この時、もう北山殿へ殺到していたのであった。牙ばかり二百余期。あっという間に北山殿をくるみ、 馬を外に捨てるやいな、一度に家へ込み入ってきた。この物音に、ことやぶれしか。と、奥の公宗は、すぐ観念した様子だった。地震は立ち騒いで、早くここを。と、促したが、公宗は自失したように、蒼白な表をしていた。弟の中将とし勢が、牢の乱へ片足をかけながら、兄上、裏山へ逃げよう。裏山越しに。と、呼んだの餌へ。 答えもせず座っていた。彼の妻北の方は妊娠っていた。その曲の方でも、金切り声や悲鳴が聞こえる。公宗は、胸を鉢つ先にされつつ、呵責の野らいの中にいるようだった。だが、彼の周りは、依然、人もない空間のままである。逃げる者は途端に逃げ、覚悟の者は、刹那に切って出たのらしい。邸内にかくまわれていた北条残党の者どもは、今を最後と暴れ回って、たちに火を降らしているものと思われる。 その凄まじい怒号もほんの一瞬だった。バレに帰ると、公宗の背後と両脇には、三名の章が突っ立っていた。その後ろにも、水部の兵がひしひしと見えた。公宗には、一人の章の言ったことが、はっきり意識に止まらなかった。血は凍ってしまっている。うつろな瞳が、三名の章をたかしに見た。その顔に覚えはある。中野院の中佐定兵、結城の方眼近密、ほう森長年なのだ。 殿、お立ちなさい。みことの利先のお使いですと、言っているのらしい。公宗は、妻ばかりは、と、言おうとした。声が出ない。逆に、荒々しい一括を聞き、彼の身はまりのようにくくられていた。初めて、声が唇から出た。定平。日頃のよしみを思うて、妻の身は助けてくれ。放棄、近道、頼む。物狂わしい彼を追い立て追い立て。 誰もツンボのように歩いた凶行町の庭は地獄と化していくつもの死体があえなく転がっている中でも生け取られた北条残党の二、三は半殺しの目にあって惹かれていったその他寿命院三鶴の苦境二人また公宗の妻女房、老親に至るまでしっかり御奏者に押し込まれあるいは馬の背に引っくくられ暗い夜道をやがて真っ赤な松明が落中へ向かって連れて行った逃げをおせたのは 公宗の弟としすえだけであった。公宗は、ほうき長年に預けられ、出雲国へる際と、議定はあったが、これは、表沙汰だけのことか、都を出る朝、自ら舌を噛んで死んだと公表された。実は、武士の手で切られたのである。が、妊娠っていた彼の妻は許され、その子は、後に高氏が、足利将軍家を建てる時代となるに及んで、西園寺家の跡目を継ぎ、北山の右大臣実年と呼ばれた。 いや、ここでは、後日を語っている、いとまもない。この残党事件が片付くか片付かぬ間に、もっと本格的な対乱が、もう東国中を騒がしていた。それは、北山殿の大手入れがあってから、わずか10日も過ぎぬうちだった。京都、信濃二兵をこそぐ。と、とに聞こえた。続いての第二報では、旗揚げは、諏訪の入道秋雲が主となって、高時の忘れ方無宝城時き亀子と武器丸をいただき、 星篠宮などの北条維新の続投を語らって起こったものと分かってきた。すると、すぐ、第三、第四の早馬がまた、こう、急を朝廷へ告げて言う。時を合わせて、加賀、能登、越中の続兵も、名越太郎と金の帰化に、善光寺平へ打って出て、ために、土地の守護国士らの官軍は、千駒川その他の戦場でことごとく打ち破られ、はや、手の下しようもありませんと。そこへ、さらに、 四日ほど置いてである。守護の官軍、小笠原信の森定宗から、高決断所へ急達しできた。賊は、良言の火の勢いです。あるいは、起訴炉を経て、終わり黒田へ打って出るやもしれません。一刻も、早く終わり方面へ、お防ぎの軍勢を下し置かれますように。朝廷はごった返した。北山事件も、まだすっかりは片付いたとも言えないのである。そこでもうため、ラッテなどいられなかった。直死 草忠明は兵を率いて、事業院殿へはせ向かい、事業院光の御伏見法王を、花園、黄金の二条項を促して、監禁同様に、これを京極殿へ移しまいらせてしまった。なお、別な手勢は、金々、西園寺公宗が一味と見られていた、日野中納言節、三義文公、中原成慶橋本志公などの事業院光の苦行を、その家々に吸収して、片っ端から獄へ送り込み、また、獄中にあった北条残党の武士は、 毎日のように引き出しては首を切り、六条獄門外のブナの木の根に大きな穴を掘って、ブナの声にしてしまった。すでに、夏も7月。信濃では、雲の峰のように湧いた大将いくつもの乱軍が合流し合って、一手は薄い峠を越え、一手は甲州を席見し、もう武蔵野へ流れ出ていた。一時、木曽から尾張へ動くかと見せたのは、巧妙な偽摂星で、彼ら、北条維新の目指すところは、あくまで、北条救援の負。 鎌倉ののにあったのだ。もちろん鎌倉の足利直義はこれを挫ししてはいない即時武蔵野に迎え撃ったけれど敵は破竹の勢いだ一年先代の地奪回を合言葉とする怒涛の代表は怨霊のような強さであったこれに向かった足利姓は一生さえ見ていないおなか毛ヶ原では岩松景華と渋川行部の二大将が自害を遂げ小手差しヶ原では今川乗光が討ち死にするし重ねて 府中における大激戦でも、小山・日手元一族数百人、かばねを並べての大殲滅をこむるような始末だった。鎌倉は期待に瀕した。あたかも、これ、かつて、北条高時が新田義貞の猛攻撃の中に置かれたあの日を逆にしたようなものである。ついに、足利直義は、支えきれず、鎌倉を捨てて、西へ逃げ落ちる腹を決めた。それが、7月21日のこと。土の牢直義の鎌倉法は、 直接鎌倉から逃げたのではない。7月21日、彼は、部下出の沢の陣地にいた。今のと勝町田市本町田から鶴間ヶ原の辺りである。味方の多くが死んだ。入間川、小手差ヶ原、府中、部外ヶ原、関戸と前線至るところで敗れ、岩松景過など、主なる将も何人となく撃たれたので、今は、とばかり、直吉の起床、鎌倉内の残り少ない兵を引っさげ、 赤道付近の助けに出たが、そこでも散々に負けたので、一息入れん。と、ゆでの沢まで、退いたのだった。負けた。ものの見事に敗北したわ。だがよ、足利勢が弱い生徒は言わさぬぞ。どうだ、そう思わぬか。それとも、直義の負け惜しみと分ゆるか。幾度恩に。なんのと、彼をくるむ、血や泥まみれな武将たちも叫んだ。 どの目もギラついていた。汗の塩も出尽くしている。兵は、三、四百そこそこしか、あたりに見えない。尻滅裂だ。まだ迷っている兵もいようが、ひとまず、これがすべての味方である。もともと、無理な線だった。敵は、こっちの数の十倍と言っても聞くまい。是非ないことだ。一時、鎌倉をくれてやろう。そして、三河の矢作まで退き、血と面目ないが、兄上、高内のお指図、いかがあるか。 生きるも死ぬも、それを待っての上としようではないか。よう、五分別を。と、傍らの細川勝氏が同意を寄せた。もし、ここで切り地にせんなどと大勢出られたら、勝氏は、大いに笑うつもりでおりました。ここまで戦い抜いた者を、まだ、どの援軍もつきませぬ。何の不面目。高内様とて、お叱りはできますまい。辺りには、彼のほか、気楽な内大房だけ、二木四郎義長。 武田村五郎自風、長井大善、川越高重など、手負いは多いが、数十の武将がいる。それらもまた、残念だが、と言いつつも、鎌倉法的に一致した。だが、鎌倉は、捨てるにせよ、法的できないものがある。先に、直義が奉じて下校した成長親王は、是非にお連れ申し上げなければならない。いや、それと、高氏のこの先祖王や、未来書の高子もいるのだ。 それれらのお人を連れ出して、どこか途中で出会うべき打ち合わせが必要だった。そのため、キラ、細川の2章は別れて、急遽、鎌倉へ駆け戻った。しかし、後の直義も、すぐには退けない。退けば追撃を食うからである。日いっぱい、犠牲を張って、陣を崩さず夜を待った。そして、21日の真夜中、密かな退却にかかり出した時である。彼は、何をにわかに思い出したか。おう。 忘れていた。いが、いが、これへ来い。と、旗本の一子、淵部伊が守るというものを、なぜか、わざわざ、人のきどころへ差し招いた。さま頭、直さ様。何事でと、淵部も、ふと、妙な顔してひざまずいた。ら、わかったか。直吉は言った。相手の耳へ口を寄せ、何か、ささやいた後にである。毛の生えた耳の穴の持ち、主にも似ず。 ふ部べが森吉博は、はっ、と、体の震えに耐えるだけが精一杯か。直義の顔を、ただ、息を詰めて見据えてしまう。ふっ、ふっ。とその主君の唇元に、霊笑を見ると、ふ部は、恥に打たれたように、持ち、前の武者義務を、愚足の肩に怒らせた。そして、奮然それに答えかけたが、直義がまた言っていた。いが、やれそうもない気がするのか。やれぬなら、やれませぬと言え。 他のものを差し向けよう。何の襲名とございますれば。欧州に武者も多いが、そちは、真っ向二心を持たぬ欧州侍。そう見込んだがゆえ、言いつけたのだが。いたしまする。さまで、なお言葉を受けながら、いたさいでおきましょうや。ならば、すぐ行け。先に参ったきら、細川は、若御寮やら新郎を連れ出し申すだけでも手一杯だし、誰でもよいと安心できるような悲鳴でもない。 数あるお旗本のうちから、伊賀一人へ重大なお打ち明け。面目に存じまする。だがの。と、また声を潜め。伊賀よ。気の毒だが、その大事をつかまつ果たしたら、措置は、頭を丸めて、当分、どこぞ、世の外に身を隠せ。やがて、足利の世となったら、耐震に取り立てて迎えてやる。いくら、武者やからの仲間でも、天皇の御子を歯にかけた唐の者となっては、自然たりからも白眼視され。 忌み嫌われぬものではない。覚悟にござりまする。その辺も、察知る。つらい役だ。しかし、鎌倉を明け渡すのやむなきに至った今、あの宮までを連れては歩けぬ。しかも、あの宮の豪奇不屈は天文のものだ。直義が、その老後賞をお預かり中、朝夕、とくと注意していたが、所詮、檻の中でも、虎の姓は改まってきてはいない。野に放てば行く、末あくまで。 魔が足利の大敵だろう。な、い,いが。これは、兄・高氏殿の応接けとも聞け。不実、措置の功は、必ず兄上へも達しておく。直義と高氏とは、常に一心同体である。いつも、兄の公然果たし得ないことは、直義がやる。やりすぎもままあるが、待望達成の目標において、それも二人を不安にはしない。直義が今信じているものもそれだった。では、これで。やがて、 フ部が身を力剥がすように立つと、直義もまた。そうだ。俺も急ぐ。くれぐれ抜かるな。すでに、井手の沢一帯の廃山の陣は放置され、先を急ぐ悲壮な陣馬の群れが、彼方の闇で、直義一人を待ちわびていた。フ部だけは後に残る。そして、直義以下の、味方すべてが、廃墓の駒音を捨てて、遠く落ちていった後、彼も、自分と老頭ぐるみ8期ほどで、とぼとぼ抜け道をたどり出した。 明け間近に山の内街道を越え、そっと鎌倉へ戻っていた。その日も、諸諸方々の消火線はやんではいない。敗戦の常だ。すでに、挽回なき下にありながら、彼らは、まだ、首相直義から若御領千頭王までが清掃して落ちたとも知らされず、はや、鎌倉も空っぽとは露悟らず、なお、虚しい死守を、六浦街道や武蔵口などの防ぎにかけて、悲しい兵の豪におめいていたのであった。分けて、 淵部賀森などは、よくよく、豪の深いものであったと見える。襲名も出しがたく、鎌倉へ紛れ帰り、その日は、疲労と困憊に、主なき屋敷の厩舎で馬とともねくたれていたが、やがて晩を迎え、七月の宵空に星を仰ぐと、さて、と胸がときめいていた。今宵を過ごせば、敵が参道からこみ入ってくるのは必要と思う。しかし、どうにも気が傾んでこなかった。そこで、彼は、 空き屋敷のうちから酒を探させ、老頭七人と、外で車座で飲み始めた。赤稜、まるで無人のごとき鎌倉だ。波の声、山の音。どうかすると、遠い遠いところで、嵐の吠えに似たようなものが夜をゆする。どうなされまいたふ部の老頭は、主人の無口の顔色にも、また、主人の意図も組みかねて、怪しみあった。それほど、彼はいくら飲んでもさっきから酔えないのだった。 そして、昼見た夢の、ふるさとの、父やらばばやら女房子などについ惹かれて、味ない酒を、ただ陳面と高しんっていたが、おう、わいらはな、と、言い出した。わいらには、ひまくれる。ここから、勝手に故郷へ帰れ。へお主は、俺が、身は、司祭あって、仮に坊主となって山入りするから、当分世間へは顔も見せまい。三、四年が、ほどは国元へも立ち寄らぬと。 我が家の家の族に伝えてくれと、どうしてです訳は後で知れよう。だがの、やがて、足利殿の天下になるは知れたこと。その暁には、俺は大名になる。お取り立てを受けるのだ。わいらにも、いい目を見せるぞ。故郷の家族を頼んでおくぞよ。彼は、ついに、老党たちともここで別れた。立って追いやってしまったのである。宮の老後所へ近づくには、そして、後の見じまいにも、 一そ一人が良いと考えたものらしい。つまりは、彼として、身を岩を頭に置いたもので、強いて盲目な優に事故を狩るべく、むしろ孤独を必要としたのだろう。淵部伊が森吉博という四十男は、こうして、王道の宮視察の原自宅をまずは作った。腰の立ちは勘か、備前者か。一度抜いて、歯を調べ、最後の酒の一腕を飲み干すと、やおら、のっそりのっそり歩き出した。二階堂薬師が谷の老後所の方へである。 フ辺は、一書には、淵のノとも書かれ、正国は王右本庄とだけで、その他は、身分もはっきりしていない。しかし、直義が選んで、この大肘を言いつけた男である。身分は、低くても、猛犬で正直者と見られていたのは確かであろう。やがて、彼の影は、薬師が谷東高寺の裏へ、獣の這うように這い寄っていた。時は、もう牛の国ごろ。谷の内は日一つ見えなかった。玄根、そこは、 後者鎌倉の宮となっているが、古くは、東光寺、薬師堂、市光院などの久しや東映が接し合っていたものだった。しかし、王党の宮が幽閉された当時は、それより、つい1年前に、あの鎌倉幕府滅亡の大戦災を見ていたことであるから、ここも例外なく、反対同様な寂であったには違いない。それと先にも書いたが、宮が、この1年を土郎に押し込められていたとする古典、太平記の土郎説は間違いで、全くは、 日の目も見ぬ一堂の居室ではあるが、次女南のお方の貸し付きも受けておられたほどなのである。こと難しく言えば、土郎は塗り込めで、すなわち塗り込め、壁ばかりな部屋ということの家電であろうか。それにせよ、通いどの他は、庭口も郎の渡りも、老御所と何呼ぶごとく、らいやぶつけ版で囲まれていたこととは想像される。分けて、北条時行の軍勢が、山道から鎌倉奪回に迫ると聞こえ渡り、ここの警護もおろそかにならざるを得なくなってからは、 門元もとも、結び丸太や釘付けのままにしはなして、番の兵らも見ないず、こともなく立ち退いてしまったらしいひそけさだった。そのしじまの中に、真夜中も過ぎているのに、奥の塗り米のうちには、小さい火が一つ咲いていた。宮は、この夜、日頃の白朝の小袖に、白のお墓のまま、京机を前に、うとともお眠りになった儀式でない。虫の知らせそんな広しとしたご不安からではなかった。研ぎ澄ましたリチのもとに、 今明日が、ここの運命を一転する身置きかと、密かに息を詰めておられたのである。目には見えないが、宮の兵略目を持ってみれば、鎌倉山道の攻め口は、はや破れつつあるものとわかる。夕方からは、警護の兵までが、ここを釘付けとして逃げ去ってしまった様子だ。それから見ても、はや直義の総敗退か。待てば。と、時節の微笑みが、もうそこまで来ているようなお心地であったのだ。直義に代わって、 鎌倉へなだれ込んでくる次の者のはかつての高時の維新らだが彼らはおそらく自分をもって第五第五朝廷への絶好な牽制になるものとし自分を利用にかかるだろうそうしたら大いに利用されてやろう彼らと足利とは不具体点あくまで戦わねばならぬ宿敵だその間にいて未来の活路を図ればよいだがもしまた彼らが往年の恨みを捨てず辛く報いてきたらどうするか 是非もない。それまでのことである。宮は、京机にお目を落とした。二王家の一端が開かれていて、虫無傷、の余地が瞳に飛び込む。一切、主張派無傷の中にお手、ボウリに消滅を見、テこくス後の余韻が、お胸の底に重たく沈む。余韻といえば、鎌倉中の金も、今夜は一度たになっていない。しかるに、ふと、どこかでミリッという物音がした。しばらくやむ。また、 妙な気配がする。宮は、食を切って面を澄ました。はたと、表の虫の音もやんでいる。宮は座り直された。それまで話すすぐに立っていた食が、かすかな墨を拭いて、横になびいている。眠っていたカウナリまでが、急に騒ぐ。牢の外のどこかが開いて、忍びいる暗い風が、塗り込めの壁を巡り出していたものに、他ならない。それなのに、目に見えるものは何もないのであった。誰だ 南か。宮は、次女の南の方でもあろうかと、中ばなを、妄想を制しておられる風だった。だが、再び、いや、今度は、もっと間近なところで、牢の板じきがきしみになって、塗り込めのうちへ、の、そっと、獣じみた背をかがめた武者の影がはうようにいざり進んできたのをご覧あると、さすが、や、と、一瞬に、お顔の血を引き、そして、本目の力のあらん限りを、そのものへ凝らしながら、ゲロを、 水産なこの深夜な時に参った。と、怒活された。はと、淵部は、そのまま、つい、競技を作って、辞儀をした。下郎修正と、自分でも歯がゆかったが、どうしようもなく、お迎えに参りました。と思わざることを、口の動くままつい言った。何宮は、厳しく。また、寸分のご油断もなかった。ばがふと。これは、 誠の鎌倉奪海軍の迎えか,かもしれぬと良い,い方への解釈にもなる。古来、宮廷に先犯なしという不分立があった。近世では、そんな特権は無視され、長乱の後では苦行も切られ、天皇さえ、流産の礼を往々にして見てきたが、よもや死をもって迎えるようなことはあるまい。そんな甘えは、この苛烈極まる自相の元武士の長唱手しかないとはお覚悟であったにせよ、生まれながらに、人の上の人と、地位づけられてきたお育ちのものはせ非もない。 無心な食すら、消え難とする風には、こうして必死に瞬き続けていた。迎えとな。では、朝夕ついていた晩の武者でもないのか。ではござりませぬ。ならば、どこの何者だ。大愚の侍、淵部伊賀森吉博と申しまする。主は。は。いやさ、そ地の使える主は。淵部はもとより、それを明かす気もないし、こんな問答は心にもないことだった。 引き返るのごとき死体のうちに油を垂らして野蛮な湯を用意しながら身に寸鉄も怯られては犬宮の白いお姿を上目遣いに伺う他の燃料ではないその目にいやそれと武者衆ともいえる彼の体から発する汗臭さに勝って酒の匂いがふとしてきたので宮は途端に未知のかけらもない凶暴な生き物との対決を否みようなくわっと悟って嘘を申せソチはこの森永を殺害しに参ったな 迎えなどではあるまいが、宮の一括に、淵部は、踊りかけたみじろぎを、切な逆に、いすくめて、いや、いいや、とどもりにどもった。さ、さにはございませぬ。主君の追いつけ、もだしがたく。とは、何ようあって。恐れ多けれど、宮をあの世いお送りしまつれと申しつかり、せひなく水産いたしてござりまする。さてこそ。と、宮は、生命のそそけ立ちを、その前死に見せはしたが、 しかし五郎梅などではない。驚きはすでに超えていたのである。黙れと、さらに押しか、口ち足した。第三水準一の十四の八十八、鋭く、やらい、いかなる非常か知らぬが、なんで、我が身の処置を、何時らごとき者の指図にまとうや。しささらぬか。しささりおろう。哀れ。と、淵辺の血走った目は、まじない分のようにつぶやいた。何かがより映った者の,のごとく、両の膝頭で、 じりじり前へ進み出ながら。哀れ、何とぞ、ご観念あらせられい。所詮、逃れぬところゆえ、天寿、これまでと、お諦めあって。消す、身のほどこそ知れ。神下の、また売身の文才で、この森永へ、何を馬鹿な。あいや、我ら、武者の持つお主は、元来、部門の一と方しか知りませぬ。その一人とは北条か。さにあらねば、足利か,か。今は申すしかおざりますまい。 直義殿の新・淵部義弘におっりまする。いずれは、ここへ寄りする北条維新どもの萩を福しあらんよりは、根が湧くば、直義殿より差し上げ立てまつる刀を持って、潔いを。己。直義と聞いて、宮の観音すべての動きは、ふっと消えた日みたいに、一時止まった。直義の指図では助かる道はない。絶望的なお瞳だった。そして、ふと、下す武者の恐れかたばった構えに、月を見つけたかのようでもある。 反射的に、フチベは、一と腰、し、その体を斜めに退いた。それは、右手を、太刀の塚にやった、自然な反動手しかない。途端に、彼の抜く手が遅かったというよりは、宮の猛然たる動作が彼に勝っていたと言えよう。宮の白いお姿は、床を蹴って我から飛び、フチベ伊賀森のごつい体を、テンをしかぶせにねじ伏せておられたのだった。うおう、か、カ。う、ウ。フチベの足は宙を蹴り抜く。 すぐ、宮のお体も、より糸のように、具足の諸足でねじよられる。火が倒れた。なんともかとも凄まじい。無職の中のものは、ただの生けるものといけるものでしかなくなっていた。声も、はや人間の声ではない。どっちか、万力のある方が勝つだけだった。やがてのこと。耳を塞ぎたいようなうなぎとともにが、すんと、まな板の上で、包丁が魚骨でも切るような音がした。同時に、一個の影は、 ちぐさいなりの闇を、ふらふらと、外へ歩き出している。ひらっと、人影は、縁を飛び降りた。すると、どこかで、彼の思わざる女の悲鳴がした。彼は怯えに吹かれ、泳ぐかごとく逃げに逃げた。すぐ、後の女の叫びは、次女の南の肩田が挙げた驚きに違いあるまい。宮のお答えもない塗り込めのうちの異常を知り、狂気のように走り出て、怪しい風のごときものを夢中で追いかけ転んでいたものと思われる。また、 時を置かず、近くの力光院の外にも、僧の影がわらわら見え、南のお方と一緒になって、くせ者を追っかけていたが、降ってはいた一瞬の出来事ではあり、時は、暁間近な漆の闇、それに、鎌倉中は無人療養な際であったから、この騒ぎにも、他には、に出会う人影など、全くない。だのに、淵辺は、ひどく逃げ戸惑っていた。小脇に抱えた宮のお首も、幾度となく血ぬめりに持ち滑っては、下へ落とし、 拾ってはまたた。持ち直したそして、そのたび、お首の重さが増すような不気味に襲われている風だった。おかしなことである。フチベイが守るほどな荒むしゃであるのに、血は戦場で見慣れているのに、どうしたのか、血に酔った気味で、彼が抱いている首よりは、彼の生きている首の方が、この世のものでないような面色だった。彼には、荒い呼吸があるだけで、絶え間なく後ろへとつき、何か追ってくる白いものがかかとから離れぬような恐怖に疲かれているらしい足つきなのだ。 白いものそのお人は塗り米めのうちでたった今手にかけてきたはずだと思うその宮が後から自分を追ってくるはずがないフチベは混濁した頭の認証を確かめるように抱えていた重いものの元取りをつかんで水素の死に顔を見てしまった無念を噛んだお唇元はただろうのごときものだったけれどフチベには宮のお目めとお口がカッと開いて刹那 自分の御蔵へ、京ぶりついてきそうな行走に見えたのかもしれなかった。さもなければ、いかにと言え、武者にあるまじき昇進ぶりというしかない。冷え。とばかりに、おぞげをふるい、傍らのやぶたたみめがけて、宮のお首を放りして、やっと身軽となりやいな、後ろも見ずに、その醜い姿を、いずこともなくくらまし去ってしまったものである。後に、お首は、律光院の長老が拾い参らせて、仮の埋葬を営み、南のお方は、 泣く泣くお片みを持って、京へ登っていったと伝えられている。京には、浦若きおきさきやら、父の御子もおわしたのだった。いやいや、たれよりは、雲いの深きところで、この辺を聞こしめされた、父すめらぎご大吾のご考えこそ、何とあったか。即説、土郎は嘘で、誠は、一寺院の塗り込めにおいてのご自男であったと、先には書いたが、思えば、そんな末端ごとは、訂正してみても、訂正のしがいはない。宮のご生涯そのものが、すでに、 この世の世土の老だった。いや、現世土老に等しい宿命の人は、宮尾一人の三河である。ただならぬ世のことだった。帝王、鬼神、武門、どこに生まれても倫に免れがたい土老の間の口が、いつも身辺にあったと言えよう。宮を殺害した武士淵辺なども、根は、愚直なほど、朴凸な人間だったに相違ない。何が彼をそうさせたか、の方が、よほど恐ろしい世帯である。淵辺は、これによって、 のちに出世などはしていなかった。ぼんやり、淵部伊が守るは、西へ向かって歩いていた。あの夜のままな姿だった。人相はひどく変わってしまっている。俺はぶつぶつ、一人何かつぶやき、行くべき道を探しているような、しかし、世間の目が、皆、今や自分へ注がれているような、落ち着きのない彼だった。俺は、天皇の子を殺した悪党だ。と、世間の声を、自分でぶつぶつ言っているのらしい。 酒の気があった道々居酒屋でも見つけるといっぱいかぶっていたもののようであることをつかまつ果たした上からは直義との約束もあること頭を丸めて夜外へ隠れ出世の迎えを待ってさえいればよかろうものを淵辺の愚直なまでの本心の葛飾が彼をそうさせなかったでなければ血の酔いに疲れた当夜の心理からまだ覚めていなかったのかああ時々ボート立ちくれた瞳で北の空を振り返った ふるさとを考え出しているのだった。そのふるさとの人間は口うるさい。人の立身出世はやたらにそねむ。宮を殺した悪党よの、畜生よのとそしるだろう。家の家族も、肩身の狭い思いで、世間を歩けもしまい。後日、恩賞に預かったところで、生涯、そんな人なかでは、幾日深から、楽しい日を持てるだろうか。何もない。末の楽しみもない。ふるさともなくなった。あるのは、 人のそしりと白い目つきだけだ。淵部は首を振った。何を振り払おうとしたのか、または一人加点するところでもあったのか、それからは、急に足を早め、ひならすして、先に落ちていった、主君直義の人数に、手越し付近で追いついた。手越しの宿は、駿府、玄、静岡の西で、直義たちは、とかを敵に妨げられ、数日の苦戦に悩んでいたところだった。そこへ、ひょこっと姿を見せた淵部に、直義は、驚きもし、 また司祭を聞いては、よくやったぞ。と、口を極めて昇用したことでもあった。淵部は、ボロと涙をこぼした。自分の牢が褒められる場所は、ここにしかないのを知ったからだった。所詮、地獄の豪を追った身なら、地獄の花になれと観念したようだった。その夜である。彼は、手越河原の闇線に駆け入ったまま、再び味方の中へ帰ってこなかった。彼の死は、伝承本、太平記では、フ部貝の神吉弘と見え、 南大平気は単に、淵辺という不年来のもの五馬前の先をはせけて、ただ一騎敵大勢の中に手打ち死にす、となっている。遺説はまだ多い。一本には淵の辺ともあり、さらには彼は死なず、生涯、草門に送ったというものまた、宮を助けて、欧州へ下ったとなす、王党の宮生存説などもあって、宮の墓跡は、全国十数箇所に及んでいる。もし、仮に、 宮がなお世にいたとするなら、あと、北朝と吉野朝廷との長き騒乱の年月に、どこからか、再び宮の活動が見られないはずはない。ところが、以後、宮の息吹どこにもなく、しかも、いよいよ、世は、大乱の壕へ向かって突き進んでいた。